始まりまりした基礎英文法講座ですね今回は不定詞というところに行きたいと思いますね。はい。ね。厄介なやつですね。では行きましょう。はい。不定詞の1ってやつです。では行きます。さあ、どうでしょう。空所に入るのはジャン・ストリーム、なんとか、アット・ドクー。ね。どうですかもうスッとできる人には、もう簡単、楽勝ってなるよね。 当然、ジョンス・ d r リームってきてるい、ね、い。Dream are は絶対にありえないですね。で、is なの、was なの、is to be なのってやつですね。はい。で、この1と3ですね。両方同じ理由でダメですね。えー、なんでですかだって考えてみなてさい、ね。ジョンの夢はお医者さんですって。これ覚えてます ?svc ってやつですね。これは、イコールが成り立たないですね。無理ですね。これは。 ダメでしょうだってジョンの夢イコールお医者さんじゃないですねジョンの夢イコールお医者さんじゃなくてジョンの夢っていうのは、まあ、日本語だと言えんのかジョンの夢は医者だっていうのかなでもジョンの夢は医者になることなんですよということで同じ理由ですねということで答えは2番になりますねはいジョン 's dream is to be a doctor ってやつなんですがはいこの「to be a doctor」っていうのがこれが塊になります これが全体で保護というものになりますね。ジョンの夢っていうのは、イコールお医者さんになること。名詞になってます。はい、こういうね、塊全体、この塊のことをくと言いますね。 はい、やっと出てきましたこの句と説とかってねややこしい。もう説はやってんですか覚えてます？接続詞あって主語動詞のとこでやりましたけど、その主語動詞の塊のやつだったら節。今回ほら主語いないでしょうか。動詞はいるけど主語いないですね。でこの主語動詞がいない主語動詞揃ってない塊のことを句って言います。え苦しいとかじゃないですよ。はい苦しまないですね。でこの塊で一個の名詞になってるよとかっていう感覚を つかめないんですよ、多くの人は。これをつかめるかつかめないかで、あなたは中学2年生より先に行けるか行けないかが決まるわけです。大学に行っても中学英文法やってんです。悲しいとかって言ってますけど、これがわかんないからです。これの前まではなんとなく適当にやってっても行けるんですよ。でもここからみんな止まっちゃう。もちろん話すためにはね、セットフレーズもパッと出せなきゃいけないんですね。John s d r e a m is to be a doctor とか、 弁護士だったら John's dream to be a liar とかですね、まあ、to be a teacher とかねそういうのをパッパッパッと出せればいいんですけどね、そういった形でありますはい。で名詞っていうのさ、他にも役割あってね保護だけじゃなかったでしょはい。例えば John wants to be a doctor っていうふうに言いますねでこういうのはジョンがお医者さんになるのを望みますって言ってるわけですねジョンと お医者さんになることはイコールじゃないですから John wants to be a doctor って言った場合これは目的語になるわけですねこういうふうに名詞っていうのは保護にもなるし目的語にもなれますよねまあ喋る時絵書描く時は意識しなくていいですけどもこの塊がっていうのが分かんないですね結構読んでいけなくなっちゃうんですよ英文ジョンはカナダに行きたいだったら、so、John wants to go to Canada ですねはいジョンはカナダに行きたいですよとかっていうふうに言えばですねでもちろんその っってていいうのでで覚えちゃって構わないですもんただ仕組みはこうなってるんだっていうのだけ覚えておいてください。ああモンテリオールがいいですからねフランス語圏ですけどぜひねケベック州の行ってみてください。私は、まあ、バンクーバーってとこにね留学してましたけどね。知ってますよねこれもね SVO ってなると思うんですけど、はい、C と O がありますねただもう一個あるよね。そう一番有名なのがありますね名刺の働きって。 そうですね、主語っていうのがありますよねそう主語になるやつってなれませんあでもハテナがついてますね名詞っていうのはい目的語保護主語そうそう主語になるっていうのも覚えてますね「主語」はいでいきますが「to eat breakfast is good」ってこれ学校の教科書とかには載ってないですこういう形でもいろんな参考書とか問題集には載ってますねいまだに中学校のものにも載ってます使わないのにねだからハテナついてるんですよこれね To eat breakfast 朝食ってやつね。やったっけこれ fast っていうのがね、これ知ってますかどういう意味だから。これ断食って意味ですねそう。断食を破るって意味ですね。ここではい、断食。ご飯食べてない時間が終わるって意味から、だから朝食って意味なんですよ。ね。breakfast を食べることはいいことですって。これ習うんですよ。To eat breakfast is good。ね。t o 不定 t が主語になってるやつって。まあ確かに出てきますよ。難関大の英文読んでれば登場します。 登場するけど英作文でではやらないいください、ね、これ間違ってるって思うネイティブがすごく多いからですね、まあ、少なくとも自然だと思うネイティブは非常に少ないですものすごく硬い文で使うことはあるんですよ朝食食ういいっていめちゃめちゃ簡単な表現なのにこんなふうに使うことはまずないんですでこういう時どうするって習いました <S ?It s good to eat breakfast っていうふうに を頭に置いてやって TO 不定詞を後ろにやってやるとかっていうやつです IT TO 構文とかってね、習ったりするやつですよ覚えてますか尻尾長々登場だっていう風に覚えてますね頭でっかちを英語は好きじゃないんですよなるべく英語は長いもの後ろに置くだからこの尻尾長々ですね IT が主語になってで、IT が指すのがこの TO 不定詞っていうものになるんだ ああそういういのなんだこっちを覚えてるせいでなんかこっちがね特別な形的に覚えてるかもしれないですけど逆ですからねこっちが普通でこっちがすごく異様な形だっていうのを忘れないでください、ね、だから覚えるのはこっち側なんですよ <laughs> じゃああとはほらエクササイズするのがいいですよだったらそう「<laughs> so, It is good to exercise」なんていうふうに言いますね「It is good to exercise」で このトゥー不定詞全体を指してますよっていうわけです。The to exercise is good」っていうんじゃなくて「it is good to exercise」ってね、こっちです。で、ただ、はい、喋るとき覚えてますね。そう、喋るときは、そう、「it」代名詞、「is」ですね、一種の助動詞だって言いますね。それが、はい、くっつくんですね。そう、だから、「it's good to eat breakfast」とか「it's good to exercise」っていうふうに、「it」と「is」を合体させた形で使ってください。 ははい、こんん。なな感じですね。でちなみにに入試問題には出ませんですか今から言うのは入試問題には出ないけど学校のテストで出ちゃったりするのでやっときますこんなの出して何になるんだっていうんですけど「このティフ,ティ,フィは何比的用法であるか」とかですね一応しといてくださいこれ「IT」のね役割と同じだから。 だからこれ名詞的用法ですよ。一、so, so、t は主語でしょ。主語と同じなんだから名詞ですよっていうどうでもいい問題が出ることがありますので私がこうやって言うことによって学校からこういうテストが消えるかもしれないですか、ね、別にそれは覚えなくていいです。こ,のこれが名詞であるとか覚えなくていいですかというかこういう表現があるんだ。It's good to eat breakfast っていうのがあるんだと覚えてもらえればいいです。はい。まあ現段階ではこういう言い方もあるんだっていうふうに覚えておればいいです。ここからがですねすごい重要になっていくんですけど、ね、レベルが上がりますね。 ここにあなたを入れたいんですよ。あなたが朝食食べることっていうのはいいことなんだよっていうふうに入れたい。そういうときは It's good for you to eat breakfast っていうふうになりますね。そう、これです、for you。まだ中学校までだとあなたにとって Breakfast を食べることはいいことですって習います。ただ高校になるとこれはあなたが ブレックファーストを食べることはいいことですよっていうふうに覚えた方がいいです。で、ここからが重要ですよ。いいですね、意味上の主語と言われるものです。ちょっと S10 つけてみません、ね。意味上なので、ね、ここに主語・述語の関係が成り立ちます。こういう関係が成り立ちます。先生によっては to を囲んで、この to の塊だけで、 For you はあなたのたのめににっていいう風にやる人もいます別にそれでもいいですかこうやってやっといた方が後々いろんな入試問題に役立つのでやっておきますね。こうやってね。あなたが b r e a k f a s を食べることはいいことなんだよって言いますね。じゃあ私たちだったらどうなる ?It's good for? 主語だから for we とかってやっちゃダメです。for us なんで。はい。こういうふうに for us to eat っていう形にしないといけません。 そう、for もと元々ないし、そう前置詞でしょ。だから前置詞の後ろは目的語なんですよ。覚えてます？前置詞の後ろは目的語なんですよ。前置詞足す名詞で覚えてる人、それはそれでいいんですけど、前置詞の後ろは目的語。目的語はほら目的格ですね。as っていうのは目的格、主格じゃないんですよ。集合じゃない。目的格っていうのは目的語の位置にいるときの形です。だから前置詞の後ろは as っていう形にしなきゃいけないですね。 いい集中してくださいね。ここね、前置詞たす目的語なんで、目的語の形をしてるんだけど。意味上、意味は。いいとの主語になってますよ。これが意味上の主語ってやつです。これが中学校の時には習ってこなかった。めちゃめちゃ高校になるとレベルが上がるやつです。はい。 だから結局多くの人は中学校文法から抜け出せないまずこの「意味上の主語」っていう意味を分かってくださいですねそうそういうふうに形としては違うんだけど意味の上では主語になってるよっていうのを意味上の主語って言うんですよ大変ですねこれねじゃああなたがエクササイズするのは大事なことですよっつったらそうそうそう It's exercise to good for you to exercise. っていう,ふうになりますよねだこれも「f o r to ってやって意味上の主語ですね,、はい、ねこういった形になるとねであなたがエクササイズするのはいいことですよっていうふうになるわけです他の形容詞もやってみましょうかここですねいろんな形容詞来ることがあるんでやってみますね、まあ、一応「it f o r to 公文」とかって習うやつですあなたが朝食食べるのは重要なことだよっつったら はいそうですね。It's important for you to eat breakfast っていうふうになりますね。はい、it for to ですね。こうすることは重要ですよって言ってあなたが、はい、朝食を食べることっていうのは重要ですよってことです。じゃあ次、はい、あなたがエクササイズするのは重要なことだやったら It's important for you to exercise ね。と同じです。 はい、全体、塊全体でこうなっていて、ブレックファーストを食べるのはあなたですね。エクササイズするのもあなたですね。この「You」っていうのは目的学ですよ。目的語になってるやつね。フォ r の後ろですから。でもこうなるわけです。だから私たちがブレックファーストを食べるのが重要ですだったら、「It's important for us to eat breakfast」ね。明日に帰ればですね。で、私がエクササイズするのが重要ですたら、「It's important for me to exercise」とかっていうふうになりますよね。 こういうふうに目的格なんだけど意味上の主語になれるよそうだから to 不定詞の意味上の主語に,になるやつ今方がくっつくっていうふうに覚えてくださいこれがとっても大事になるわけですね u s For us to eat <S ハートみたいになったのかもね eat breakfast ね省略するこう「てんてんてん」って打つんですよこれわかるんですねでは日本人の多くてどうやってやるか知ってるでしょそうこうやってやっちゃう人が多いですね これ日本語ですからね英語にはないからこれ英作文採点しててこれが出てきた時度肝を抜かれましたよビヨーンって書いてあってえーなどなどみたいな感じでですね出てきた時にちょっと衝撃を受けたことがありますのでこれは英語ではありませんだから英作文とか、ね、絶対使わないでねまあ英作文でもこの点点点使うこと、まあ、まずないと思いますけどまあどっかから引用してきてとかだったら使うこともあ,あるんですけどね今回ねこの意味上の主語っやりましたそ it to come してる it for to come はいはい習ったことあるよ 指定種の名刺的用法方習ったことあるよって思ってるんですけど実はこのね「未曽の手法」っていうのはとっても大事なので、えー、きちんと押さえておいてください。なながってないこ、ね、ここね,、はい <laughs> ねはい、この動画がよかったら、はい、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。 そうだよ、始まりました。一応英文法講座ですね。今回はーフテージの第2回目になります。さあ、それでは早速問題に行ってみましょう。はい、これですね。空所に入るのは何でしょう。it is very kind, なんとか、help me って書いてあって、for you, for you to, up you, up you to っていう風になってますね。 さあ、どうですかでまあ、そうでしょうね。help ってきて、動詞がいるから、ああ、やったよ。不定詞ってやつで、to ついてるやつじゃなきゃいけねえんだろうな、っていう風に想像できますよね。そう、だから、ここに to 入ってるやつっていうので、こいつら消えるっていう風にすぐできたと思います。その後は、はい、for と of の違いですね。知らない人結構間違えるんですよ、これ。だから、よく入信、出題される、やっぱ知らない人がすごく多い。これを、あ、it for to だ、知ってる、知ってるってなって、 で、ここも、こ選んで、さよならっていう風になるんですね。答えは、of になるんですよ、これね。it is very kind of you to help me なんですね。まあ、で理屈は説明しますよ。理屈は説明するんだけど、kind の時は、まず、of なんですよ。it of to とかって習うやつなんですが、kind の時は、of を使うんだだけ覚えちゃダメです。必ず具体例をちゃんと覚えてください。 喋るときは it is じゃなくて it's になりますから it's very kind of you to help me になります。はい。あなたが私を助けてくれる、手伝ってくれる、助けてくれるなんてなんて親切なのみたいな意味になります。その時にまあほとんどこれ Thank you for helping me っていう意味です。これ。もうありがとうって意味です。じゃあ、あなたがそんな風に言ってくれるなんて嬉しいわみたいな感じですね。そんな風に言ってくれて親切ねなんて言えばいいと思います。 It's very kind of you to say that. ね。そんな風に言ってくれるまあ、なんて優しいのみたいな感じでよく使いますね。実際ね、自分自身も聞いたことあるわけなんですよね。アメリカに行った時に友達の誕生日に行ったことがあってね。その時に、わー、来てくれてありがとうって言ったフレーズがですよ、何て言えばいいですか It's very kind of you to come here. です、ね、ここ来てくれてありがとうとか、It's very kind of you to come. です、ねまあ、その時は多分 here は言ってなかったと思いますけど、に来てくれてありがとうみたいな意味です。他にもですね、この kind っていうのを sweet で言うことも口語ではよくあります。It's very sweet of you ですね。これ同じような意味です。甘いじゃないですよ。親切にありがとうっていう風にやる感じになるわけですね。で、こいつも it for two って習ったと思うんですが、同じような感じになります。これが いっと、いっと、オブ、オブ。オブ取っててで、私のことを助けてくれたのはあなたですね。これ、意味上の主語。意味上の主語ってやつになってますね。あなたが言ってくれた。ね。あなたが来てくれたっていうふうに。 すべて意味上の主語になってます。そうです。だから基本的には前回やったように意味上の主語っていうのは4を取るんですけども、ここにオフを取るキャラクターたちがいるっていうのを今回は覚えていくというか知っていかなければなりません。 ただ、それも、例文覚えちゃった方が早いから、it's very kind of you to come here, とかですね。あ、実際、このね、t o 不定詞がもう省略されちゃって使うこともすごく多いんですよ。もう言わなくていいときって it's very kind of you, だけで、わー、ありがとう、親切にありがとう、thank you, みたいな意味で使ったりもするんですよ。もう何をやってくれたかが、その文脈でわかるときっていうのは、もうそういうふうに、it's very kind of you, だけ言うってことがすごく多いんですね。じゃあ、違いが問われるんだから、違いを知っておかなきゃいけないんですね。it's very important for you to come here, っていうのは、it for to, ってやつでした。 4と2には、そう、手術の関係が成り立つ意味上の主語やりました。で、it が4と o を指しているっていう感じですね。こういった形になっているっていうのをやりました。これですね。it's very kind of you to come here っていうのも同じようになってると。じゃあ一体何が違うんだってなるわけなんですよ。で、よく言われるのはですね、ここに来る 形容詞が人の性質を表すものの場合だよとかってよくあるんですね。書けない。<laughs> ここに人の性質を表す形容詞が来る場合は、of to になるんだよっていうんですけど、なんすか人の性質って。わけわかんないでしょそう。だからこうやって覚えても無理なんですよ。だから解けない。 そう、人の性質を表す形容詞がここに来る場合はオブになるんだよな。じゃあ、人の性質を表す形容詞って何ですかって言われたら、えぇーってなっちゃう人いっぱいいるわけですね。実は、こういう意味です。こうやって言い換えられるやつです。you're very kind to come here とかっていうふうに言い換えられる時がオブになります。だこれ見てみてください。どうですかこれ、you're very kind to come here って言った場合、y o u が s、はい、r は、そう、b 同士が動詞 very kind ですね。very 福祉で、kind にかかってますね。 ですね。副詞は名詞以外を就職。はい。カインドはそうですね。カインドは形容詞ですね。形容詞の働きはそう、復習していきますよ。名詞を就職するか保護になる。今回は就職する相手がいません。だから、就職する相手がいないからです、ね、仕事を失いましたとかじゃないですよ。はい。だから保護ですね。C になるってやつです。で、保護になっている。そう。SVC の関係が成り立つんですよ。そういう時に、この OV になるんですね。 こう、It、S very kind of you っていうのはそうですここに SC の関係が成り立ちますそういう時ここに SVC の関係ですこういう時に SVC の関係これが成り立つ時に of に変わりますそういう時は of ですこれが成り立たない場合は for です だから、ほら、見てみましょうね。you're important to come here. なんか言えそうなんですけど、ダメです。あなたは重要な人です。ここに来てくれて。ははは、みたいなですね。ダメですね。だって言い換えらんないじゃん。これは、it's very important for you to come here。あなたがここに来てくれるのが重要なんです。あなたが重要人物かどうかはわかりません。しょぼしょぼだけど、このなんか他の人を引き立て役として重要だから、みたいなですね。だからお前来なきゃダメなんだよっていうこの可能性もありますね。なんで、 ね、so, y o u r important e r もうちょっと意味わかんないですね。そもそもこれどういう意味なのかですね。あなたは重要だ。ここに来るっていうふうにこうは言えないので、そしてだから SVC に変えられないんですよ。SVC に言い換えられるときはこっち変え、言い換えられないときはこっちに for になるって言うですね。言い換えられるときは of、言い換えられないときは for になるってことなんですね。 で、他にも、ぜ、ね、キャラクターたちいっぱいいますので、覚えていくんですが、その時も、例文で覚えましょう。わざわざ人の性質って覚えるのでなく、きちんとこう見ましょう。It's nice of you to come here.It's nice of you to come here. To come here. はい、だからこれも、未上の主語とかって取れば、もちろん、あなたが来てくれるっていう風になってて、さらに、あなたは、You are nice っていう風に言い換えられるわけですよ、こうやって。You're nice to come here っていう風に言い換えられるわけですね。 こういう時に、of に変わるんだっていうふうに覚えてください。はい。で他にも、it's stupid of you to come here. お前こんなとこ来ちゃダメだろ。鉢合わせになっちゃうよ。クローゼットに隠れろとかですね。何のことだか分からなくていいですよ。でそういうこともあるんですね。そういったときに、これだから、you are stupid とか成り立つわけですよ、ここにね。お前はバカである。you are stupid っていうね。そういうときに使えるわけですね。他にも。 It's wise It's wise to to come here. Of you to come here. of you of you ここに来るなんて賢いやつだ。みたいなね。お前素晴らしいよ、こんなとこに来て。さすがっていう風になったりとか。It's clever of you to come here. ですね。ああ、ここに来るなんて賢いねってですね。クレバーは賢いというやつです。ちょっとまあ、ずる賢いっていうニュアンスも入るんですけどね。そうマイナスの意味で使うこともあります。いろいろ人の性質だってわかんないじゃん。だから具体例で覚えた方がいいですよ、これね。 nice of you.you you are nice.you are stupid.you are wise.you are clever. って言えるときなんです。でもこれが言えるってことを知ってなきゃわかんないじゃん。you are stupid.you are wise.you are clever. だこういうのを知っておいてください。だあとは、だこれで覚えると。it's stupid of you to come here.it's wise of you to come here.it's clever of you to come here. って覚えてしまえばいいですね。これで of と for で悩む必要はないってわかるわです。 はい、他にもですね。It's rude of you to say such a thing. ですね。そんなことを言うなんてなんて失礼だ。rude っていうのが出てきたりもしますね。その時もオブです。だからここも your e rude っていう意ですね。your e rude to say such a thing.、ね、そんなこと言うなんて失礼だ。あ、さっち、あ、名詞とかね。出てきますからね。並べ替え問題とかでも重要ですね。It's rude of you to say such a thing. It's careless of you to say such a thing. ケアしてないですね。不注意的なやつですね。そんなこと言っちゃうなんて。お前ケアが足りてねえんじゃねえのっていうような時にも使ったりするわけですよ。えー、まだわかんないです。この政権に対して、わわわわわわつってね、悪口言って、そんなこと言うなんて、おいおいバカだろうとかですね。はいはいだよ。そんなこと言っちゃったな。みたいな。こういった形で使ったりするわけですね。はい、こういうのが、it for to と it of to の違いになりますね。 今回ですね、説明する文法用語ですね、を説明しておきたいと思います。そう、文法用語とかっていうのは一応説明してあげるって言いましたね。 不定詞って何だ ?to 不定詞。何なの ?to と不定詞。これなんとなく覚えてるけど、こんなんわかんないよって人いっぱいいますね。そうです。だから説明してあげます。これ一体何なんだろう、ね、私のですね、慶応大学英米文学専攻なんで、英語のね、授業、英文法の授業とかもあったんですよ。1年間英文法の本当にね、みっちりというか、昔の古い文法書みたいなのをずっとやってくって、ね、問題に答えて和訳してみたいなのがあったんですけど、大教師でやる授業なんですけど、そこの、 先生の専門が不定詞だったんですよ。その人がね、説明したんですよ。不定詞っていうのはこういう意味だよっていう風にね、説明したんです infinitive っていうものなんだよ、こいつはっていう風に言うわけですね。まあ、この名前なんか全然知らなくてもいいですよ。まあ、infinite 無限とかね、えー、そういうのは知った、聞いたことあるかもしれないんですが、in がまあ否定ですね。で、finite っていうのが、まあ、確かにこれ終わりだよとか、はっきりさせるっていう意味ですね。では finish, final. なんていうのもう、ね、う終わらせるっていう意味ですね。ほら、映画とかに出てくる FIN ってほら、ファンってですね、フランス語ですね。フィンって書いてあるやつね。あれ、終わりっていう意味ですね。ああいうのでも出てくるんですが、そう、はっきり、ここで終わりですよっていうふうにはっきりさせるなんていうふうにも使う。だから、だから定義するとかね、ディファインとかって習うと思うんですけど、そうです。このはっきりさせるとかっていうものなんです。そう、これがだから、定まってるってこういうことです。決まった形がないですっていう意味です、これ。では、わかんないです。その先生がもう、 ま、ちょっとかなりのおじいちゃん先生だったんで、その1年間の授業の中で30回ぐらい言ったので、一応言っておきますね。これはですね、もともとはですね、否定詞っていう名前だったんですよ。でも、否定詞っていうと、否定語の否定とややこしいから、だから不定詞って名前に変わったんですよっていうのを30回は少なくとも言ってました。で、どういうことになったら普通は B 動詞とかって、アムとか、アーとか、形変わりますね。 普通に play とかでもさ、play ずってなったり、play でってなったり、まあ、B デ詞の was とか w a とかさ、こういう風に形が変わりますね。そういう風に、ある場面において決まった形があるものっていうので、こういうのを定って言うんだそうです。これを定と言うんだって。ある場面によって定まった形がある。しかし、不定詞というものは、いつでも原型、同じである。定まった 形がないのである認証や時に左右されずそれにより定まった形がないのであるだから不定詞なのであるって言ってましたこれが不定詞っていう意味です形が変わんねえぞって意味です同じ形の言葉だよってです、ね、常に同じ形で使うんだよって意味ですはいこれ文法用語の謎を解決しましたかあ別に受験には何も関係ないですよただまあ 一応ね、このなんで不定詞って名前なのってね、疑問に思ってる人も多かったと思うので、説明しました。そのね、不定詞のことをずっと研究してた、お亡くなりになるまで研究してた方ですから、その人が嘘を言ってると私は思えないので、私はこういう風に習いました。はい。この動画良かったら、えー、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 今回は不定詞の第3回目ですね。それでは行ってみましょう。さあ <laughs>、はい、では空所に入るのは一体何でしょう ?can does not have anything なんとかってやつです。言ってる人は楽勝ですね。can? 主語、have。はい、動詞。もう慣れましたね。 っていう風になっているわけなんですが、主語動詞が出てきますね。接続詞っていうのを説明したんでもう覚えてると思うんですが、主語動詞を増やすためにはですね、接続詞ってやつが増えなきゃいけないんですね。だから、勝手にですね、ポコ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 動詞って置いてっちゃいけないんですよ。だから、バイズとかね、イズバインとね、 これ動詞なんで勝手に動詞を置いちゃいけないんです。えー、ダメなんですすかはいどうしてもダメで,すでこういうほら「ing」とか「to」がくっついてるやつってね習ったと思うんですけどそうこいつらね名前付いてるんですよ。順動詞って名前が付いてるんですよ。順動詞の順ってわかるんですよね。順動詞の順っていうのは例えば準優勝だよね。準優勝っていうのはそう優勝に近いけど優勝じゃないですよね。それと同じです順動詞っていうのは動詞に近いけど動詞じゃないってキャラクターなんですね。こいつらであれば オッケーなんですよでどういうことなのかっていうと固まり全体では動詞じゃないけど塊の中では動詞の働きをするよっていうそういうのを順動詞って実は言うんですね。で答えは「To Buy」ちょ「Bind」っていうのがねちょっとここには置けないんですよ同名詞とかね分子とかって言われるやつですが、まあ、これは後々やっていきますただ「To Buy」であれば OK なんです。なぜなぜのか見ていきますね はい、えー、答えですね。Does not っていうのはしゃべるときには「Doesn't」になりますからね。Can, have anything to buy. can は買うものが何もないよ。で一応よく使われる「not any」っていうやつですね。not と any がくっつくともう全否定とかって言われてですね。全くないとかっていうときに使いますね。もう買うものが全くありませんよっていうときに使う表現です。で、to 不定詞って言われるやつですか to buy ですね。これ塊でどういう働きしてるかおかりますか前回も言いましたね。塊全体を見てみましょう。 こいつ塊全体で前の N 名っていう,そう,そう名詞ですね。この名詞を修飾してます、はい。名詞を修飾するやつのことを何て言いました？形容詞って言いましたね。だからこうやつは形容詞。to 不定詞の形容詞的用法とかって言われるやつです。 ででそこであれ今までと違うよってさ1語の形容詞が前から後ろの名称を就職しますよっていうふうにありましたよね。Cute Girls とかね。Pretty Girls とかね。前から就職してましたけど今回後ろから就職してますね。就職してる理由は2つあるんだけど1個だけ覚えてください。この To Buy っていうのは2語ありますね。2語以上の塊の場合。 2語以上の塊の場合は形容詞というのは1語の場合は前から2語以上の塊の場合は後ろから就職します。これ結構後々大事になるのできちんと押さえておいてください。け、ね、んは何もありません。え何が何もないのって言ったら買うのがありませんよっていうふうに説明していますねえ。他にもこれですね。I have so、many things to do. することがいっぱいあります。これも この to do っていうのが塊で私多くのことあるよどんなことって言ったらすることだよっていうふうに後ろからかかっていますこういうのを形容詞的用法って言います形容詞的用法の場合にはこの塊の中では動詞なんですけど by の後ろなんかなくないですか目的語がないですね買うものなにってなるんですよ目的語がないよ っていいう,うなことが多いで,すで、すでこの就職している相手が買うものですね。ほら、買うものが何もない。という不定詞の目的語が欠けてて、そいつはかかってる相手だよっていうことになります。こういうふうになることが多いです。で、これは学校のテストとかで問われることがあるので、今わざとやってます。普通に喋れるようになりたいって言うんだったら考えなくていいですよ。Ken doesn't have anything to buy って言えればいいです。覚えちゃえばいいです。 学校のテストでこの2フテージを分けなさいみたいなのが出てくることがあるのでそのためにやってます。だこれもそうです。っって言ってすする何すんのここ目的語ないですでこうないと。でそのないものが多くのことにかかってますよね。こういうふうに目的語がかけててそいつが前の名詞ですよこういうふうに使われることが多いです。でも全部じゃないです。全部じゃなくて例えば「I have time to see John」「John に会う時間あるよ」みたいな形で。 目的語いるときもあります喋ったり書いたりするときはそんなに気しなくていいです I have time to see John ジョンに会う時間がありますはいはいはいこれね こううややっっててるんだなーっていうので、OK、ですただ塾とかもそうだよね中学生にこれ私も教えてましたよ「こいつはいいかい同格用法なんだよ同格って同格の?」みたいになるでしょ「トゥーフテイシの形式用法の3つの用法を分けるんだ」とかっていうので出てくるんですけどそこまで重要じゃないとりあえず「ああタイムの時はおーいる時あんな」っていうのでいいですその他のね3つの用法のうちのもう1個の用法っていうのはほぼほぼ見かけることがないですからそれはも難関大の問題とかだけでいいです、はい、じゃあ次ですねはい、うん、家に帰る時間内容だったら I don have time don't to go home have ただよりもスタッフとかね、まあ、忙しすぎて帰れないんですよはい <laughs> ホーム覚えてますねホームは福祉ですかねこれ go home 目的語じゃないですからだから目的語が欠けててそれが就職相手ってなるとは限りませんこういう時もありますほとんどの場合はこういう形で目的語が欠けてるよっていうことになります後々こういう目的語が欠けてるよとかは重要になってきますのでなぜなら受験が好きなんですよこ目的語が欠けてるとかっていう問題いっぱい出てくるので要注意です では続いていきましょう。はい。並べ替え問題ですね。初めてですね。単語を並べ替えなさい。単語をただただ並べ替えて。イエーイじゃダメですよ。単語を並べ替えて意味の通る文にしてくださいね。さあ、できましたはい。ちょっと時間かかった人もいるんじゃないかなと思いますが、答えは、Ken went to London to see John。ken が主語ですから、see っていうのは絶対来ないじゃないですか。sees とかにならないといけないでしょ。で、ken went ですね。はい。で、wen と言ったよ はい、went o London はい、い場所ロンドンじゃないですね、London という風に発音しますので、で to see John ね、はいまたこれも to station の塊に来ました。John に会いにってやつですね。こいつは塊で John に会うために行った。そう この went を就職しますねはい動詞を就職します動詞を就職してるやつは福祉でしたねだから福祉的用法とかっていう風に習うやつです中学校までには「ために」で構いません今回はその「ために」までしかやりませんでこいつの場合は大学入試高校の範囲になってくると順序を変えることもできますので「To see John can went to London」って言って前に出すこともできます ジョンに会いに行きましたでメインの主語動詞主説って前に言いましたけどメインの前にはカンマ置いてやると見やすくなるので置いてますもう絶対置かなきゃいけないってわけじゃないですよこうやってやった方がここからスタートだよっていうふうになるので置いてやることが多いですうちの昔付き合ってたアメリカ人は僕が論文ね書いてる時にこうやってカンマを打ちまくってるのをいつも消してましたそうカンマ嫌いなねってもいなもるんですよだからよく質問来るんですよ「これカンマ絶対つけなきゃダメなんですか?」って、ね、も人によりますすつけたた方がただ見やすいです。 ではい、さらにこれ習いましたかどうですか ?in order to ってやつですね。そう、to see John っていうこともできるんですが、in order to see John っていうこともできますね。で、大学入試ではこの表現がよく出てきますよね。はい、これも同じ意味です。だから、普通にしゃべるときはさっき言ったように、can went to London to see John っていうふうに言えばいいです。in order to ってやった方が固く聞こえますね。で、こいつも順序を変えて、in order to see John,can went to London っていうふうに形を変えて言うことができます。 でここまでですよはいメインはこっからスタートだよっていう風になるのでこっからメインスタートだよっていうのでカーマをここに置いてやってますそうそうだから結構知らない人多いんですけどインゴダーと言って固いっていうのを忘れないでくださいねでは今日の英単語はこの「オーダー」を説明しましょうね「オーダー」っていうところですね タギ語の王様です本当にいいっぱい意味があるだからややこしいどうしていいか分かんないってなっちゃう人が多いんですが今回は意味をやっておきます。オーダーっていうのはまず整ってるっていうイメージを持ってください。そこから整理整頓っていうイメージを持ってください。整整理整頓の意味がありますでそこから 順序の意味が生まれまれすね Order とかって言えばアルファベリカルオーダーとかっていえば順序があるってことはですねそこに序列が生まれるんですよ上と下とかねあなたが前であなたが後ろとかっていうそういった意味が生まれます。で序列が生まれるということにはそこに秩序が生まれます。 いつも私ここ失うって書いて生徒に直されてましたけどはい秩序とか、えー、さらに秩序があるってことから制度の意味が生まれますねこれハイレベルで制度の意味っていうのはかなりレベルが高いさらに序列があるということはですね上下関係っていうのが生まれるわけですよ上から下に、ね、こうやれよっていくのが命令ですね その命令ってものがこうやってやってよってなったりもするしお客さんから店員さんにこうしてくださいっていう注文っっていう意味もなったりすするわけですよだからオーダーにはこういう意味があるとさらにちゃんとしてるよっていうとこから順調っていう意味が生まれますね例えば「everything is in order」とかって言えば全部順調だよとかっていう意味になるわけですよそこからですね place なんとか in order とか put something in order set something in order みたいな形でですねこれらをちゃんとした形にしておくよっていう表現が生まれましたでこれらをちゃんと準備しておくよこれをちゃんとやっておくよこうするためにねっていう ね uh, Place everything in order to make John happy とかね、ジョンを喜ばせるために全部をちゃんとしておいたよみたいな感じで使われたわけですよ。ね、で、そこからあまりにこの表現があまりにか分かんないけど、すごくよく一緒に使われるようになったんで、こっち側がくっついてなんとかするためにっていう表現が生まれたんですね。オーダーっていうのはだからこんだけいっぱい意味があるわけですよ。でも実はちゃんとね、つながってるわけですよ。全部がちゃんと整ってるんだよ。整ってるからそこにちゃんと順序があって、で順序があるってことはそこに序列があると。で序列が あるってことからそこにちゃんと秩序がありますよ制度が存在しているんだっていう風になるし序列があるってことは上から下への命令や注文っていうのが出てくるんだってなるわけさら、うん、にはちゃんと整ってるから順調な状況ですよってなるこうするためにちゃんと整った状況にしておきなさいっていうねそういった意味からインだっていうっていうのが生まれたっていうはいこういう語源の話でしたねでこうやってやればさ知識が繋がるでしょそうバラバラだったものをちゃんと覚えることができるってことでしたこの動画良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします おはようござました。基礎英文法講座ですね。今回は不定詞四いきましょう。はい、では不定詞の四やっていきましょうね。はい、まず問題をいつも通り解いてみましょう。はい、これ Susan was happy なんとか can えー、じゃあ見ていくんですけども、まずはい、Susan っていうのが、はい、主語でこいつが 動詞詞ですねでハッピーが形容詞保護です、ね、働き覚えてますか形容詞の働きはそう名称を就職するか保護ィなるってやつですね。で選択肢見ると「meet meets mat to meet」っていう風になってるんですけどもうねすでに動詞のワーズがいるんですよ。で新たに動詞を増やすためには接続詞っていうのがね必要でしたね覚えてますか今回接続詞いらっしゃらないのでだから動詞は置けないんですよ。 どうしてもですかそうです、どうしてもです。ね、だから、ミートとか、ミート、まあ、三人称単数の S がついてるやつですね。こういうのダメで、エメット、ね、えー、過去形も置けない。はい、だから。というミートが正解、っていうふうになるわけですね。エメット、過去分詞ってやつあるじゃないですか分かってますよ。それ、やりますから。今度ね、あの、分子構文っていうの出てくるから、その時にやりますけど、過去分詞ね、そう、過去分詞さんが準動詞になっている時って。受け身と同じなんですよ。受け身と同じで。 ね、目的語取っちゃいけないのこういうふうに後ろに、ね、目的語が取れないから置いちゃいけないそれやるから、ね、いずれやりますからそこまで意味わかんない「はやぽはや,や」みたいな人はえ待っててくださいそこまでねあ過去分子になって,てるという場合は受け身で目的語取っちゃいけんっていうふうに覚えておいてくださいですね、はあ、でも知らない人はほーんと覚えておくいいで,すでそれに対して「ToMeet」であればこういう塊ですね順動詞動詞じゃないよってですね 塊の中では動詞だけど塊全体では動詞じゃないでそれが順動詞ですね。でこれトゥーフティッシュのさあこの塊何詞的用法だかわかります前にあるハッピーが何詞だったか覚えてます前にあるハッピー形容詞が形容詞を就職するのはそう副詞ですよねだからこれトゥーフティッシュの「副詞的用法って習うやつなんですけども、ね、名詞以外を就職してるからです。でで中学校では えー、この「ために」っていうのしか習わないんですけども、えー、実はこういうふうにですね高校では「ために」以外も習います、ね、これだったら「そうあっにあえて嬉しい」ってやつですねだから感情の原因とかって言われるやつです。では分かってますよこんな堅苦しいのさ覚えたくないよねそう知ってますだったらフレーズで覚えちゃいなさいここにね感情が表す表現が出てきて「痛ふてし続くんだなと」と頭の中に入れといてあ具体的にどんなのがあるんだろうっていうふうに見ていけばいいです。 はいお会いできて嬉しいですですね。あの happy to meet you めちゃくちゃよく使う表現ですね。だからこれを一応さっきのね、えー、原理で説明すればこの to meet you ですね。あなたにお会いできてっていうのが塊の中では動詞の働きしてますね。塊の中でこれ meet 他動詞ですから他動詞は目的語必要でね。塊の中では動詞だけど塊全体では happy っていう形容詞を主語するから副詞なんだ。 そう塊の中では動詞として働いているが塊全体では副詞になっているんだ、ね、この感覚を持つっていうのが順動詞においてはとっても大事ですただそれは文を覚えちゃっていれば分かるから「I'm happy to meet you」って覚えちゃえば大丈夫ですね。はい、で、えっと他にも「Happy」以外にも言えますね「こお会いできて嬉しいです」って知ってます表現。はい出ましたえー、これまあトイックとかでもすごい大事なんですけど「I'm glad to meet you」とかですね、えー、もしくは「I'm pleased to meet you」 なんていうふうに言うことがあります。ちょっとね、硬い表現ですから I'm pleased to meet you ですね。お会いできて嬉しいですっていう表現になります。はい。Glad to please とも知、えー、っといてください。あ、発音ね、そうですね。meet you って言ってもいいし、くっつけて meet you って言ってもどっちでも構いません。ね、I'm happy to meet you って言ってもいいし、I'm happy to meet you みたいな形で、えー、言っても構いません。じゃあ,あ、今度は嬉しいだけじゃなくて、いろんな感じがありますからね。驚いたにしましょうか。えー、私は剣を見て驚きましただたら、過去ですよ。驚きましただから。 I was surprised to see Ken. ですねはい Ken 見て驚きました。えー、これも、to see Ken という塊が、まあ s u r p サプライズね過去分詞って習ったり、形オシって習ったりしますが、まあ、詳しくは分詞のところでもっとやりますけど、この感情の原因になっているよ。Ken に会って驚いたよ。で、えー、あとは、じゃあはい Ken に会えてもうめっちゃ興奮しました。嬉しかったですって感じだったら、もうめっちゃ興奮したよだったら、I was excited to see Ken. ですねはい Ken に会えてめっちゃ 興奮しました。剣見れて、興奮したよ、剣会えて、興奮したよね。あもちろん、あのね、ミートでも構いません。剣見れてよかったですね。偶然会った感じがしますね。はい。えー、偶然剣見れて、えー、すごくエキサイレントしました。まあ、私がオーストラリアに行って、ケイティ・ペリーに偶然会えた感じのと似てますね。なんか適当にバス乗ってて、適当に降りて、適当な建物に入ったらケイティ・ペリーがいて、ね。ケイティ・ペリー知らない人には何のことだか分かんないですね。え、違います。あの、裏側に来航した人じゃないですよ。 はいまあ、サプライズでエキサイテッドに関してはいずれやります。フレーズで覚えてしまえば別にね、トゥーフテイシの副詞的用法感情の原因って覚える必要はありません。まあ、だから逆にフレーズで覚えてた人は、あそういうものなんだと覚えてください。では、もう一問やってみますね。さあ、これです。ジョン arrive at the store。なんとか、ファンディッ closed。うわぁ、なんかトゥーフテイシのフレーズが出てるみたいなね。はいえー、ジョンはストアに着きましたよって言って、 で,ここ,で,すで、まあ、ここね「ジョン arrived at the store」でまず、はい、フレーズ完了してますね「前置したス名詞」でこの中に「トゥフテイシ」の何かしら塊が入るんだなっていうのが分かります。はい、塊スタート こんな感じになるんだなっていうのはわかるんですがさあどれでしょうえ、で、インゴーダーというとかね選んじゃう人いるんですよえー、それが閉まっているのがわかるためにストアについてって意味わかんないでしょえー、ソワーズ2同じです、まあ、どちらもね硬い表現ですけどソワーズ2の方がさらに硬いですねあ、前回インゴーダーというやりました,、ね、ただ同じです目的ですこうするためにって意味です、えー、答えはそうですオンリー2ですね結局こうなった っていうね、えー、結果のトゥーフ停止と言われる謎のキャラクターでございますね。はい、結局こうなってしまいましたよってやつです。しないために意味わかんないですから。I can arrive at the store only to find it c l o s e ですね。で、えー、これどういうふうになっているのかっていうと、結局こうなっちゃったんだよっていうね。で、イットが指すのは何ですか？そう、イットが指すのはストアですね。ストアが閉まっていたっていう感じになりますね。 SVOC 懐かしいですね、はい、もうちょっと詳しく SVOC はね何候補かわかんないですけど出てきますからそこまで待っててくださいね。その「ストアが閉まっているのが分かった」ですね「ピエン」ですね、はい。はい。久しぶりのピエン出てきましたね。ついて「ストア閉まってたよ」「ガーン」ってことですね。また入試問題でよく電車が行っちゃってる「ガーン」みたいなですねそういうのが出てくるんですけどそういうことですね。ついたら見せしまってたよっていうふうにオンリー・トゥーって結果の「トゥー・フティーシー」こうだったっていう こっちに書かれているよりも後の、ね、ことを表すんですがマイナスの意味の時にしか基本的には使わないと思ってくださいねこうやってこうだったっていうので英作文でねバンバン書いてきちゃう人いるんですよオンリー・トゥーってそう結局悲しいことが起こったって時にしか使わないですからネガティブな時にだけ使うんだっていうふうに覚えてくださいあとは謎のねの「ウェイクアップ・トゥー・ドゥー」とかね「起きたらこうだった」とかですね ア a イクトゥドゥとかって出てくるまあねジョン・バイロンのさ有名な小説のフレーズがあったせいでそれで出てくるんですけど普段の生活でほ,ほぼほぼ使わないというか出てこないですからただオンリートはよく使うフレーズで入手にもよく出てくるので結果のトゥーステージ今の基礎レベルではまずはオンリートゥだけ覚えておいてくださいこういうふうにトゥーステージの副祉的用法って習うやつはさっきの I'm happy to meet you とかですねでそういうことでハッピー、glad、pleased、surprised、excited みたいなのと一緒に出てきて感情の原因ってなるやつとオンリートゥって出てきて結果 がこうこうこうしてその結果実はガビンピエンピエンピエン,ピエンみたいなのが出てくるんだなぁと覚えておけばいいですえために以外にはこういうのがあるんだなとまずは覚えておいてください <noise> それでは今日の発音やってみましょうね、えー、今回は「CVSC」といういわゆる発音記号で書くと「す」って音ですね「し」 って音ですねまあ発音記号は知りたい人は知っといてけどここはビニオンってなってるやつだと思ってくださいで、えー、まあどなたが見てるかわからないですけど若い人たちは結構こっち出せるようになってますね英語ちゃんと勉強してきないよって人は結構しって言っちゃうんですけどこれしで,ですねえ言えるでしょだってししって言ってるじゃんね YouTuber たちもねじゃあ練習してみましょうさあ言いますか ?She sits and sees the sea <laughs> 言います ?She sits and sees the sea どうこれ でうちのねアメリカ人スタッフに見せたらなんか小説の一部みたいですね。こうこうあこれド元祖系だから習慣で R とかじゃないですかこれなんか今の場面をこう小説的にこう描写してる感じですね。こいつだけがシュの音で、あとはシですね。シシですね。まあシーとシー同じ音ですから。はいこれ練習してくださいね。シスイちゃんシイだシですね。でこれができるようになってくるとですね。今度はできる人たちがこっちをですねシーって呼んじゃうんですよ。 これね、トイックの上のクラスとか、スピーキングのクラスとかやってると、結構英語できる人は、これをこっちで発音するようになっちゃうんですよ。だから、<S C s i t s and sits the sea って全部同じ音で、ね、発音する人が出てきちゃうんですよ。で、だからこれ直さないといけませんから、こういう現象のことをですね、overgeneralization っていうんですね、過剰反価って言いますね。general 一般ですね、これね。 にかするです、ね、オーバーに過剰っていうのはこれはよく起こる現象です言語が得意な人たちっていうのはですねこういう期間をですね減るんですよだから例えばフランス語圏の人たちっていうのはですね後島の「イチ」って発音しないんですよだからこういうのイズ」って呼んじゃうんですねこれヒ、ね、ズじゃなくて「イズ」って呼んじゃうんですねこれだから「アー」になっちゃうわけですよねこれ一生懸命練習して「ヒズヒズ」his, his, his. ね、そう、でも、多分皆さんの感覚はあんまりないと思います。あ、後藤って分かってます。はい、人の名前じゃないですよ。単語の頭です。だから、このできないわけですね。みんな、is。あ、っていう風に、読むわけです。あ、あ、ですね。あ、ビットとかですね。こういう風に一生懸命。こういう風に読んじゃうから、それを一生懸命練習して、は、ビット、は、ビット、は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 、ヘってやるんですね。そうすると、どういうことが起きるか、わかるんですか。 これをハワーって読み出しちゃうんですよ。ね、これ英語でアワーですね。アワーで H は読まないのに、だからフランス語を母国語とする人で英語が得意な人って結構これハワーって読んじゃうんですね。でこういうのを過剰反感ですね。ルールを、 過剰に当てはめちゃうあっ五島の位置発音しなきゃ五島の位置発音しなきゃって言って発音しなくていい時にも発音しちゃう自分がカナダ留学してる時にすごい上のクラスにいたんですけど英語ねラティシャっていうですねフランス語母語話者の人がいたんですけどすごい英語できるんですよ。いつも「ハワー」って言ってて気になってしょうがなかった「うううッってなりましたけどはい。 だ同じことが言えるんです。C に関して「えー、C」と発音するようになってしまう人がいます。そもそもそんなんできないよっていう人は、えー、まずはそうですねこっちは「ですね C」頑張って練習してみてください。それでこれは結構できるようになります。でできるようになってくると今度はこっちをこっちで発音しちゃう人が出てくるっていうのを気をつけなきゃいけないですね。間違ったら大変だよだってこれをね,ねそもそも C、ね「C」ねこれほらね「SITS」のところこっちで読んだらさ「SITS、ね」ッを。 で読んだら放送禁止用はいこの動画、えー、よかったらチャンネル登録高評価お願いしますでは始まりました基礎英文法講座ですね、えー、不定詞の第5項ですねいや5項まで来ましたよもう後ろから5項が見えてでしょさあ行きましょうでは行ってみますね今回はそう並べ替え問題ですね,、はい、ですね単語意味の通りを並べ替えなさいってやつですね さあできますかね、まあ、これはねちょっと時間かかるかもしれないので、まあ、予習しておいてほしいところですがはい並べ替えたのはこれです。っていう形になりますね。まあ、そもそも最初に「だ」がついてたんで、まあ、後ろに名詞が来るのは間違いないですね。はい、なんで「the house」っていうのが来るのは間違いない。さらに「is」っていう B 同士がありますね。B 同士って並べ替え問題で出てきたらラッキーですよ。Be 動詞っていうのは 動詞にしかかなならないからいですよほら B って出てたらさ原形ってやつですけど「is って書いてあってもこれ現在形確定ですからねいわゆるだからほら「by とかってあった場合はさ「by とかってあった場合はいろんなね可能性があるんですけど動詞になってるかもしれないし今回みたいにほら「トゥ」不定詞になってるかもしれないしいろんな可能性があるんですが「is はほら「to の後ろに置けないでしょそうだからなめないでね B 動詞はラッキーなんですよ。しかも is ってきたらですね もう必ず主語は三人称単数って決まってるんですよ複数形絶対来ないでね確定する「アム」が来たらもう絶対「愛」って確定ですからねすごくないですかだから超ヒントになるんですよ「ね、エクスペンシブ」っていうの知ってますかはいその値段が高いっていう形容詞ですね、はい、で「エクスペンシブ」っていうのが、まあ、これが保護ってですね就職する相手いないそうですはい大学入試が好きな「トゥトーゥー公文」とかっていうやつですね、はい、でこれどういう意味なんですか そう,そうそう、お家が高すぎて買えないよっていうやつですね。はい、で、えー、忘れないでほしいのはまず「高すぎて買えない」んですからね「買えない」っていうこの否定の意味が入るっていうことを忘れないでください。買えないんです。 はいですね、変えることができないんですよこの家っていう風になります中学校とかでよく出てきたりあとは学校の問題で出てくるんですけどそれを一応やっていきますね「トゥートゥーあまりになんとかで何々できない」ってやつなんですがこれを「そうとざっとそうだっと構文」を使って言い換えなさいっていうのがなぜだか出てきちゃう <laughs> なぜなんでしょうよくわからないんですがしょうがないです学校でもよく習うから一応やっておかなきゃいけませんさあ言い換えるとざいすか できますか意外と間違っちゃう「そう」と「ざっととと「we」っていうのを使って言い換えられます。できますかまあちょっと考えたいんだったらねぜひ動画止めてどうですかはいこうですね「the house is so expensive that we cannot buy it」っていうふうにやってもいいしまあ「we can't」とでもいいですね。We can't buy、it. まあ助動詞のところで詳しくありますけど、これ、can と not って話せませんので、we cannot みたいな形ですね。これ1号なんですよ、2個に話すことできないので、can not みたいに話しちゃダメです。超スーパー特殊な時しか使えませんので、we cannot buy it とか、we can't buy it っていうふうに言ってくださいね。はい。で、これがそうだとこう文と呼ばれるやつです。で、もう何々なので、こう。で、これは接続詞のところでもうちょっと詳しくありますので、こういうの習ったなっていうふうに思ってるかもしれないですけど、はい。で、ここで問われちゃうポイントがあるので、なんだかわかりますかこれ。 え、そうなんですよこれなんかそのまま置き換えられそうじゃないですかこの主語を補ってやれオッケーみたいなもんですけどそうなんですよねそうだったの場合でほら場合の後ろに一ッが必要になるんですよね、こんなのが通れちゃったりするので気をつけてくださいで大学入試はこういう書き換え問題っていうのはもうあんまり出ないのでそこまで大丈夫なんですけどまだね高校入試とか教材とかにいっぱい入ってるでしょそれで気をつけてくださいここがあるよってえ、なんすかって思うんですけど上の方はですねこれいずれ重要になってきますから上の方は入試を Q2 なんですが上の方は「はい、バイ」の後ろの目的語が欠けてますね。 おーないって書いてありますがこのおーないっていうのがこの後続出しますからここから先ですねいっぱい出てくるで,で大学入試ですねこのおーないよっていうのがね大好きなの問いたくてしょうがないってことがいっぱいあるのでだから今のうちにちょっとやっておきますおーないっていうのをちょっと思い出してくださいなんでおーないんですかって言ったときにあのね固く説明することはいっぱいできますよ英文法の用語使ったりとかしていうことはできるんですけど主語にいるからっすって覚えておけばいいですもう主語にいるからわざわざ書かない って覚えておいておけばそれでいいです The house is too expensive to buy. って言ったらもうハウスここにいるんでもう一回ハウスいらないっすそういうことだと思ってくださいねハウス二度出てくる必要ないっすって思えればいいですこっちはどうなんですか The house is so expensive that ってこれもう別塊なんですよほらここ主語動詞あ覚えてますこの that って何詞だかわかります接続詞ってやつですけど 接続詞出てくると、ね、SV の塊ってもう別物になるんですよ別扱いなんですだからここの主語動詞の「ます」で塊「まあつ」とかっていうやつですけどこいつとこいつも別物なんで省略とかしないでください必ず書いてやらなきゃダメですこっちはですねこのトゥーステージっていうのほらやりましたね順動詞ですからそう順動詞だから、ね、接続詞来て SV じゃないのでもう出てきたらいらないんですよあそうなんだふんでいいですまずはあそうなんだで構いません あとあとこれが聞いてきますから。えー、そうなんだあ。いらないんだ。もう先に出てきたら、いらないっていう形があるんだって覚えておくべきです。アンキシャメンゃ、The house is too expensive to buy っていうので覚えちゃえばいいですから。あ、こういうのあんだな。 でも、そうだとにすると、別の塊だから、ちゃんと、we cannot buy it って言ってあげなきゃいけないんだなっていうふうに思ってください。でここ、だから、かけてなきゃいけないんですよ。これは、後々役立ちますから、ふーんでまずはいいんですよね。まずは、この形で覚えちゃった方が早いです。で、そうするとね、こう、丸暗記が出てくるんですよ、必ず。高校でも、中学でもね,ね。出てきたんですよ。後ろ、ああ、かけるんだ、絶対。とか、トゥー、トゥーで出てきたら、必ず、どしろ、後をかけるんだとかっていうねそ、そんなことないです。例えばこういういいに言いますね John, っていう風に言うことができますでジョンは年がヤングすぎるよで to drive a car ヤングだから車を運転 できないってほら普通にドライブの後ろ目的を来てますねかけてないでしょえー、なんでさっきはかけたのいやさっきはだから主語にいたからですよ目的語に当たるやつが今回いないからいない場合は書かなきゃダメです当たり前なんですけど勝手なルールは作んないでくださいあ主語にいっから出さなくていいんだなっていいんですそういう感覚です主語にいないんだったら出さなきゃダメですから John is too young to drive a で普通に出ていきますねで別にああなるほどこれは t o too 公文 で、ね、福祉的用法とかって別に覚えてもいいですけどこの具体例で覚えとけば大丈夫です。で、だからこれも運転できないですからね。2-2ですからね。ねこれ忘れないでください。リーディングの時にできなくなっちゃう人すごくたくさんいるので、は、ジョンアイスとぃやんとぃがかっ。あ、ジョンは若くて運転できないんだな。そう、できないっていうのを忘れないでください。The house is too expensive to buy で、ね。で、あ、高くて買えないんだな。 で、ハウスいるから、ハーバーに後ろいないんだなっていうね、そういうフレーズ単位、分単位で覚えていけば大丈夫ですから。The house is too expensive to buy the house っていうのは変だなってなんとなく分かるでしょ。日本語でもそうなんですよ。だから大丈夫です。そんなに心配することはない。ただただフレーズで覚えておくこと。で、ただリーディングの時に問われることがあるから、これはできないだっていうのを頭の中にぶち込んでるんです車なん転できないだっていうふうに覚えてください。 ははい、それでは今日の英単語に行きましょう。今日の英単語はですね「エクスペン s e ってやつですね「高い」「値段が高いよ」っていうやつなんですがさあこいつどういう風になってるのかっていうのをちょっと見ていきますね実はこの「ペンス」っていうところですがペンドと同じです。あの、皆さんが見たことある「ディペンド」とかねこういうやつですはい、こういうのとさまざまな単語がいますねまあ一番分かりやすいんだったら「ペンダント」ですねそういう絵が分かりやすいんですがえどういう意味なのっていうとこれ。 吊るすすって意味ですほらペンダントって吊るされてるでしょ。で振り子ペンデュラムって言いますけどそういうふうに吊るされてる感じの時によく使う感じです。だから「えー、ディペンド」っていうのは「d」は下を表します。下に吊るされてる僕ずっとね漢字間違えですよね。温泉があるところですけどねそれである日生徒に直されました先生漢字が違いますよこれですね。「ロ」ですよ、ねはいね。吊るす下に吊るるす下にでどういうことなんだっつったら簡単です。 あ、これじゃ、分かんないです。お父さん、お母さんにしましょうか。で。買って、買って、ね。これ買って。ほら、ぶら下がってますね。これ買ってよ。あんまぶら下がってるからないですか。<laughs> ね、こう、こういう感じですね。買ってよ。買ってよ。で、これ買ってよ。つってね。だから、頼るですね。ディベントはね。下にぶら下がってるんですよ。はい、じゃあ、エクスペンシブって一体どういうことなんだって言ったらですね。 実はペンドっていうのはか、ね、りを表すときにですね結構ね出てくるのこのはかりこれ吊るされていますよね。で何かを買うときに物々交換するときにあなたが出すものです、ね、これを買うためにあなたがこれを出すっていうそこから来てますねこれ。ということはこれ外この X っていうのは外を表すのではか、ね、りで測って外に出すものっていう意味から来てます、ね。 ちょっと難しい単語に Expenditure っていうのがありますねこれ費用とかっていうやつですからそういうことですお金を出すっていうとこから来てるんですよね,これねでそうするとそう実は Expend っていう動詞今も残ってるんですけどほとんど見ることはないですそこの E のねこの部分が落ちて S, s だけが残ったスペンドっていうのが実は出てくるんですね。これだから外に出したものっていうものから、その費やすっていう意味だったんですね。そうだから、これとこれ実は繋がってるって知らなかったでしょ。お金を出すっていうところからね。使うっていう意味でまあ、スペンドの誤報とかいずれやりますからね大事なところなんでで、ここのエクスペンスすると実日は繋がっていたんですね。だからエクスペンス費用とかね。ねエクスペンデーチャー脂質とかそういう風うに出てくるわけ。なん ですよ。はい。で、まあ、いずれ、この、いろんなね、言語を勉強したりすると、ね、で、この E. が欠落して。S. だけが残るとかっていうのもね、出てきたりしますので、そういうのがわかると、結構面白いですね。うん、だからスペイン語話者の人って、あ、そう,そう、知ってますスペイン語話者の人って、S. から始まる単語発音できないんですよ。その S. から始まる単語、一個もないので、ええー、って思うかもしれない。スペインじゃないでしょ、ね、エスパーニアとかさ。エスパニオル、スパニッシュですね。聞いたことありますかそう、E. が必ずつくんですよ。で、面白かったですよ。スペイン語話者の人と話すときってね、S. から始まる単語に E. つけて。 エスペンとか言ってきますからねあそうなんだ言えないんだとかってね、えー、なかなか面白いですねあとはそっか「イと「い」の音とか区別できないから「レブと「リーブとかねそういう 区別できななくてて面白いなって思っ思たのそうだからスペイン語は勉強すると一番楽ですよ皆さんがやるときに。日本語とすごく似ているというか母音が本当に5つしかないんでだから日本人すごくうまくなれるってよく言いますね。えー、なんで挑戦したい方は、ね、やってみたあただまああの巻き舌というかな何舌ってやつねこれできないとこれができないとですね結構厳しいかもしれないですけど、はい、これがこれさえできれば、はいね、すごく 発音をマスターするのには楽だそうです。なんだね、まあ、アメリカだったらね、えー、外国語としてね、えー、勉強するのはスペイン語が一番多いんですけど、日本ってあんまスペイン語ね、メジャーな言語じゃないですけど、えー、実は母語としてね、喋ってる人がすごく南米とかを中心にたくさんいますから、えー、ぜひやってみるのもいいかもしれません。はい、この動画良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 そでは始まりました基礎英文法講座ですね今回は不定詞の第6項6までやってきましたですねではちょっとロック調にいってみましょうさあ並べ替え問題出てきましたねあ前にね、A、言ったんですように B 同士はね超ヒントになるよね答えはこれですね「John is tall enough to ride the ride」っていう形になってますねはいこれが正解です「John is tall ね」ねこれ全然問題ないでしょもう慣れたと思いますがそうですよここ めちゃめちゃ狙われるこれですね「tall enough」っていうここの語順ですね形容詞副詞、その後ろに「enough」を置くっていうやつねこれめちゃめちゃ問われるんですよまあ「enough to」っていうのはねすごい有名なんですねこう十分なっていうやつですけど形容詞 enough 副詞、enough っていうのはねもう間違える人がいっぱい出てくるので覚えちゃいますね。 ああそうか、じゃあ覚える。形容詞、複詞、ナフ、形容詞、複詞、ナフじゃないですね。tall enough って言えばもうこれ,これ具体で覚えてください。そうすればもう形容詞と enough なってますね。で、n g h to ride the ride ですね。これ、ride the ride ってなんじゃこれって思うかもしれないですけど、乗る乗り物にって意味です。この。the ride ってこれ乗り物です。その乗り物に乗れるぐらい十分に背が高いですよ。だから十分な身長ですよってそういう意味です。はい。 John is tall enough to ride the ride. っていうふうに覚えちゃえばほらもう忘れないですね。はい、ああ形容詞、福祉、enough。で、プラス、enough to っていう構文もね、えー、有名ですがそれもどちらも一緒に覚えられますね。で、分かりますね。当然形容詞やったんだから次は福祉の具体例を見ましょうね。はい。Ken ran fast enough to catch the thief。Ken、は、が、い、走ったの fast 気をつけてね。そう、これ、福祉なんですよ。福祉 で、早くって意味ですからね。で、ここが福詞プラスインナフになってますね、ほら。十分早い。はい、どうするぐらい十分早いのスライナフっていうですね。キャッチャーピーフ、ピーフしてます。泥棒です。そうそう。泥棒を捕まえるぐらい十分な速さで走っただからですね。シゅうっつって走ってて、泥棒をすわっつってですね。捕まえることができたっていう。で、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 らしいですけど。はい、ええー、そういう文です。はい。で、これでわかりますね。キャンブラウンファーストにアップっていうだけで、これは。あ。 きててるっていう風に覚えられません頭の中でやっちゃう十分に早いだから、あイナッフファーストとかでやっちゃうわけですよ、イナッフ通るとかでやっちゃうんですけど、ね、具体例で覚えていけば絶対大丈夫ですから、まずこれを頭に入れていてください。<noise> はい、では次の文ですね。これ、ジョンウォーズ・ e レ e ーイナフトエスティアインポータント・クエッション。はい、えーね、ジョンウォーズ・クレバーイナフトエスティアインポータンいって言っててで、o u g トゥーですね。ほら、形容詞がきて、 Enough この語順ですからね絶対「clever enough、ね」で「こうするぐらい賢い」はい「どうするぐらい賢いの?」って言ったら「そんな重要な質問すんの?」って「ジョン賢いね」っていうふうになるわけですねこれをですね言い換えるやつが出題されちゃうのでまあ辞書とかにも載ってんですよだから一応やっておきますねそいつがこれです「ジョン was so clever as to ask t h a important question」っていう「そう as to」っていうのに「 これれね言い換えられるんですよ、ね、でこれまあ意味は上とほとんど変わりません同じような感じですジョンっていうのは「賢いよ」って言ってでどれぐらい賢いのかって言ったら「Ask that important question. そのクエスチョンを尋ねるぐらいそれぐらい賢いやつなんだよ」ね、まあ授業中で「先生」とかですねこうやってってこう周りが「おーみたいなですねそんな質問できんだみたいなですね。これが、はい so as to. てそう、形容詞とか副詞が来て、az to do ってやつです。非常に硬い表現です。ねそうだっとってもうやりました。そうだっと sv ってやりましたけど、あれよりももっと硬い表現になりますね。非常に硬くて、そのうちのネイティブが文が作れねえっけてたやつです。<laughs> もうこんなん,んめちゃ硬い表現だから日常を使うような文が浮かばないって言って、えー、非常に困ってました、はい、で上の方の「enough to」っていうのは、えー、結構使います形容詞 enough to とか副詞 enough to ねこっちの方が硬い表現ですが、まあ、一応ですね入試では出題されてしまうので覚えておきましょうね並べ替え問題とかでも出てくるのであこういう表現があるんだなっていうふうに知っといてください <noise>、えー、今回はですね「dark l って言われますね かっこよくないですかダークエルですねダークサイドにこうね包み込むような感じのやつですがじゃあダークエイやっていくんですがダークエイって何なんですかって普通のエイと違うんですかそうです違うんですねあのだからこういうやつとかじゃないですワンチとかエイの後ろに母音が来たりするやつのことはダークエルとは言わないですこういう普通のエですえ何明るいかブライトエですかとかですねそんな名前はついておりませんじゃあどういうやつですか今回出てきた「タオおおおおお って音ですすね、えー、こやつをダーク、l、と言いますそもそも L っていう単語ですね L ですけどねはいこれもそうなんですよ、ね、<laughs> L じゃなくて L uh, uh, uh っていうこの「L って音です非常に出しづらいねまだいっぱいあるわけですよほこ,これ t 取ればさ「あ」<noise> でしょ、ね、で c つけてやれば「l う」<noise> カーーでしょ f つけてやったらほら「<noise> ファウ」ですね「ファウ」って言うですね、はい これらが出せないっていう人がいっぱいいるんですよで、ちなみに5末だけじゃなくてねヘルプとかもそうですねこう 後ろにシーンが続いているキャラクターでも、えー、出てきてたくさん出てくるんですよ。これそう。後ろに母音がねいれば言いやすいんですけど、日本人にはそれがないとすごく言いづらい。フォールとかヘルプっていう風にですね。足しちゃうんですよ。うとかの音を足しちゃってますしね。そういう人多いんですけど、これをどうやってやっていくんだっていうわけなんですが、まあ難しいと思います。確かにですね。で、ね、いろんな単語魔法、まあ、にもタオルとか。 ですね、セオとかいいっぱいありますねそれたくさんあるんですがこの練習をする時にどうすればいいんだってわけなんですが一番簡単なのはですね舌を噛むことです自殺ですか違いますいいですねそんな、ね、命を落とすことではありません舌を噛んでやるってでそこで「うー」って言ってください「タオの方が簡単だと思うのでこっちで練習した方がいいかもしれない うう,ううううって,ってね。えー、この L の音っていうのはですね横からこの下の横からですね息がフってこうですねこう抜けるそこで出せれる音なんですよで一番まあ理想的なのはあなたのこうですね舌をこう上げてこれ歯ですよ歯あのこう断面図断面図こうズバッて切ってズバッと切ったやつでここで 下でしょこれ下でこれが上の箱下の歯ですでその断面図の中で上に行って「お」って出せるのが一番理想ですだからこれ「l う」「あう」「か help, tell っていうふうに出せるのが基本なんですけどまあ難しいです最初に感覚つかめないっていう人がすごく多いのでそういう場合はですねちょっとインチキしてですねここで挟んでやればいいんですよね「たう」「l う」「たう」「l う」ってやってやれば同じ音です ね、ネイティブスピーカーには全く聞き分けられませんから、でそもそもやってこの音、やってこの音って、ね、ネイティブにお願いすると噛みますよ、大体の人が。ね、やってこの t e l l の音できないからちょっとやってって言うと tell って,ってやってくれますから、そう、だからその音なんですよね、l ってうですね。で、そうすると下の横から息が出てるので、同じなんですよ、結局のところ、音は。うん で、これもできません。これができない人ですね。もっと効果的な方法があるんですけど、あなたのこの下先ですね。下先を奥歯でかみなさい。フォー、フォー。でもスーパー奥まで行かなくていいですよ。Where's your dad? ヘアみたいな。ヘアーみたいな。全く違う音ですから、ちょっとこっち側でもいいです。ちょっと前より奥歯。ヘアーとか、えー、ター、アウト、カー、フォー、Help Help まさに、お前にヘアーとかしてたみたいなですね感じになるかもしれないですけど、それが、 一番近いっていうふうに留学してる時に習ったんですけど奥歯でまず噛みなさいって言われてそれで「ハーハーファー」ってやってそれからだん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 前に来て「タオファー」「ハー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 ハいハーハーハのハー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 の音ハーハーハーハてハー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 ーファーハーハーーハーーハーー あの下の位置を全部バ,バ,バラバラに出したんですけどネイティブには同じ音に聞こえますのでこれの練習をしていくそう発音ってねいろんな出し方のやり方があるんですけど結構ねあの日本では一辺倒なものが こうやって出すんだみたいにやりますけど実はいろんなやり方がありますのでその自分にね合うものを見つけるっていうのが結構重要なんですよ。だ <The S 1> <The S 2> R の出し方ですね。R の音を出すっていうのもいろんなやり方があるし L の音を出すにもいろんなやり方があります。ね。だ <The S 2> Th とかもそうですね。まあ、いずれやってきますが今回もね Thief とかね Thief 大変ですね。Th と F もあるし、ね、もうすでに F はやりましたよね。F の出し方はやりましたから。うん そ<ス>そうそう噛むんじゃねえっつったやつですね、噛っ,って噛むんじゃなくて、口をちょっと開けば、勝手にあなたの歯とえ下、唇さんは当たってますからえ、誰でも出せることですよってやったやつです、はいね。で、こういうのと同じようにですね、ダークエールも出すのは大変ですけど、まずは舌を噛んで、<ス>タウ、アルカウ、ファウ、ヘルプ、テとかですね。 その感覚、音の感覚をつかんでください。あ、この音ってこんな感じなんだなって自分でつかめるようになって、えー、そこからねいろいろ練習してって応用していけばいいと思いますので、そういった勉強をしていくのはいいと思います。ぜひやってみてください。はい、この動画よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、では始まりました。基礎英文法講座ですね。七七と今回は不定詞の七ということで。 最終回ですね。えー、さよなら停止ということで。さあ、行きましょう。あ、でもこの後もまだ、同名詞と絡んで出てくる。さあ、行きます。さあ、今回はレベルが高いですね。単語意味の通りを並べ替えなさいです。はい。どれですかはい。できましたね、これ、プリーズ来てる。えー、命令文プリーズ、動詞の原型ない。とかですね。それって終わっちゃう人も多かったんじゃないでしょうか。はい。 じゃん t s difficult to please っていうのが正解です。さあ、これ難しいやつですね。基礎文法の中ではかなりレベルの高いところになりますので、集中してやっていきましょう。ね、この文どうですか前に言ったですね、あいつが出てるんですよ。覚えてないですかね。t o o t o 構文とかっていうところでやったやつなんですけど。あ、そもそも please してますかね、お願いだけじゃないんですよ、please って。こいつね、too の後ろにくっついてる動詞の原型なんで、別の意味になりますね。 そう。喜ばせるって意味です、こいつね。もうすでに出てきてるんですよ、実は。え出てきたそう。I'm pleased ってね。私、喜びましたってね。I'm pleased to meet you ですね。あなたにお会いできて嬉しいです。あれですね。私、あなたに会って喜ばされましたっていう意味なんで。そうです、これた。喜ばせるっていう多動詞です。あそう。多動詞です今言ましたね。あ、で、噛んじゃった。多動詞って今言いましたね。そうです。多動詞って何でしたそう。目的語が必要でしたね。目的語が そう、いない。ほら、来た。おない。そう、おう、ないっていうのは入試が大好きだって言いますね。そうなんです。入試が大好きなおーないさんがやってまいりました。またもうですね。前の部分見てみましょうか。はい、じゃんが、はい、is はい、is が、V でで、ディフェクト C。はい、もう大丈夫ですね。後ろに名詞いないんだから、もうこっち C ですよ。はい、さあ、そしてこの塊。どうなりましたかそうですね。前にディフェクウトっていう形をしますから。 形容を,を就職する副詞になってるわけですね。はい。こういう形になっているんですが、意味は喜ばせる。そうそうそう。ジョンっていうのを喜ばせるのは難しいっていう意味になります。で、どうですかジョンを喜ばせるの難しいって他の言い方なんか習ってないですかそう,そうそうそう。だいぶ序盤に出てきましたね。It is difficult to please John. そう、こういうやつ。it to call 文ってやつでしたね。it が to 不定詞以下を指しててるってやつですでここはい、it is difficult になってて、そこですね、to please John. Please John っていう風になってるんですが、そうです、こっちほら、it to 構文の場合は、O がいらっしゃいますね。Please John。でも、こいつが主語の位置にいる場合は、O がないよっていうキャラクターです。はい。こういうのをですね、タフ構文と言います。 なんでタフ構文っていうのって言ったら、ここにタフって意味わかりますまあまあまあタフなとかタフいとかって言いますけど、難しいって意味ですね。難しいっていう形容詞が出てくるんですよ。だからディフェカウト、あと知ってます難しいって。そうそう、ハードっていうのがありますね。逆に簡単はそう、イージーですね。だからタフとかディフェカルト、ハード、イー a s とか、そういうキャラクターが出てきた場合にですね、主語、B 動詞、タフ形動詞プラス、 to, 動詞の目的語ねえってやつです。これタフ公文って言います。なんで、O がないっていうので有名なんです。ここに難しい系の動詞が来て、後ろの to フテの目的語がないよってやつです。で、だからそれも知ってます。ええー、めっちゃむずいじゃん。だって、主語、B e 動詞。 難しい形容詞、トゥ不定詞の目的語が書ける公文とか言ってめっちゃむずい文法ですけど、で具体例で覚える一発ですね。John is difficult to please. あ、Please の後ろ目的語ない。そういうことです。具体例を覚えておけば楽勝です。で、あ、もう言ったでしょ、ね、前のトゥ t トゥ公文の時に出てきてるからですよ。もうすでに出てきてるから、わざわざ言わなくていいとしたらジョン出てきてないですから。 ね、ジョン当然入れなきゃダメです。こっちジョンもうすでに出てきてるから、だからいらねえんだっていう感覚でいいです。もうすでに出てるからいらないんだで、まずはいいんです。それで片付けちゃって構いません。もちろん違いはありますよ。一応。 日言語学だから言っておいた方がいいですか日言語学研究者こちらはですねジョンの方に焦点が当たってるんだジョンっていうのは喜ばせるのが難しい人なんだそういう特徴性質を持っているのがジョンなんだ下はジョンを喜ばせるのは難しいんだっていう事実を述べているだけなんだとかっていうだけはいなるほどわーって思ってもいいしうーんって思ってもいいしどちらでも構いませんじゃあ応用してみましょうか次の問題いってみますよ、はい そうです。先ほど言ったことさえ分かっていれば余裕です、ね。じゃん that's hard to talk to っていうのが正解になりますね。 じゃん、いて、はい、h a いいですね。これだから、ハードって言ってですね、すぐに、うー、ハードは、形容詞の場合は、硬いだ、ジョンは硬いとかってやっちゃダメですよ。はい。ジョン is hard to talk to って言って、はい、そうですね、ここ。ほら、そうですね。上がってますね。talk to の to の後ろ前置詞の目的語がないですね。ほら、大内さんが発動されました。ちょっとめんどくさいんで、一個の動詞にしちゃいますね。 いいですよ。このトークが自動詞、to ー、プラス、名詞、全知一つ名詞ってやってもいいですけど、ちょっとめんどくさいので一個の動詞としちゃいますが、王がないですね。で、なんでないんですかもう出てきてるからってやつです。で、何でもかんでも形容詞使っていいわけじゃなくて、まあ、多いのは難しいって意味の時がよくある。これは、だからジョンっていうのは話しにくい。 ね、ジョンって、ね、話しにくいやつだよっていう時に使われる表現だと思ってください。まあ、可能性としては、一応ね、なんかジョンが忙しくて今ちょっと話すのがちょっと難しいよっていう可能性もあるんですけど、まあ普通、最初に見て考えるのは、まあジョンっていうのがですね、話しかけにくい性格とか、話しかけにくい見た目の人みたいな感じです。で、さっきやった it から始まるのに変えると、そう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 。it is hard to talk to John ですね。で、喋る時は、そう、it is じゃなくて、 うん、It's、ね、It hard to talk to John というふうになりますね。はい、そう、です。喋るときはくっつくんですね。この B e 動詞と代名詞くっついて、It's hard to talk to John っいうふうになります。で、こっちらの場合は当然、John 前に出てきてないですから、こうやってちゃんと John は置いてやらなきゃいけない。It to prove って言われるやつです。はい、It is hard to talk to John、はい、ジョンと話すのは大変。 ね、親は、ジョンというのは、話すのが大変な人なんだよ、みたいなね。はい、そういった違いは一応はありますけど、ね。で、まあ、タフとかね、いろんなのでも使うことができますね。はい、こういうふうに、ジョン is tough to talk to っていう形でタフで言うことも可能ですし、同じように、it is tough to talk to John とか、it's tough to talk to John みたいな形で言うことが大丈夫です。じゃあ次はタフじゃなくて、覚えてません、ね、難しいと、もう一個。 そう、簡単だったやつですね。そう、簡単、easy ーーを使って言ってみてくださいですね。ケを喜ばせるのは簡単ですって言った場合。そう、can it's easy to please? って別の言い方だと。そうですね。it's easy to please can.、ね、ちょっともうくっつけちゃいますね。喋る練習なんで今。はい。では、これも分析すれば、can it's easy ってやって、to please って言って、はい、後ろがかけてる、おうないさ

it to 公文ってやつです。で、どちらも入試に出やすいので、it to 公文も出やすいし、この to please の後ろがないよ、大内さん、多フ公文っていうので、問われやすいので <noise>、えー、一応知っておいてください。そして、まあ学校のね、適正な問題とかでは書き換えなさいっていうのが出てきたりすることもありますので、入試ではあんまり出ないですよ、この書き換えなさいっていうのはね。ただ出てくることもあるので、一応知っておきたいんですが。ただまあ例文で覚えてくださいね。<noise> えー、can it's easy to please? あ、書けてるなっていうのがわかりますね。<noise> じゃあ、はい、ken は話しかけやすい人。ken って言ったらそうそうそう、大丈夫ですね。can is easy to talk to とか、あとはそう。it's easy to talk to ken ってやつです。はい、これ大丈夫ですね。これも、ちゃんと ken っていうのが簡単によん。で、talk to の目的語がないよ、おうないさん出動でなんでおうがないんでした すでにいるからだよ。だからこれ、talk to Ken っていう関係が成り立ってるんですね。Ken さんね。Ken さん、もうすでに出てきてるから話しかけやすい。ちょっと高倉健は話しにくいかもしれない。堀健はもう話しにくい。さあ、やりましょう。次が、that's easy to talk to Ken っていうふうに、it to でも言えるよ。 はい。という形ですね。この場合は、ちゃんと検査がタクトのを後ろに必要だ。なんでさ前に出てきてないからだよ。それで大丈夫です。だからこれで文法のちゃんと理屈も分かったし、さらにはこの具体例を覚えておけば、ああ、そういえば目的をかけてたなっていうのが分かるでしょね、具体例を覚えて、そっからルールを導き出せば、そこまで大変じゃありません。すごくだから基礎の中ではすごく複雑で難しいです。難しいんだけども、噛み砕いて説明しましたから、いいですね。複雑な文法ルールなんか知らなくていいですから、あ、もうすでに言ってるから言わない。 かけた文をちゃんと覚えておけばいいと。can it's easy to please?can it's difficult to please? ね。そうやって覚えていけばいいんですよ。今日の英単語。easy は難しい。すごい哲学的。あれ簡単。哲学的。はい。easy。えー、easy って簡単になって意味でしょう難しいんですか難しい。使うのが非常に厄介。間違える人がとっても多い。なんで覚えておかなきゃいけません。で、どういう時に間違いが多いのか。一番多いのを。 見せてあげますから。私、まあ、だ作文ね、常にもう、たくさんの英作文をこう添削するわけなんですが、Easy ーーっていうのは、間違えるランクの超上位に入ってきます。特にですね、これ。You can go to the hotel なんとか、on foot。あ、on foot してますこれ、徒歩でっていうんです。タクシー乗ってこうかなーとかっていう場面でねいや、ちょっとタクシー乗ろうかなーって思ったけど、いやいやいや、すごい渋滞しててね、そうなかなか行かないから、歩いてった方が早いよ。あります、そういうの。タイとかね。 バンコクとかそうです。すげえ長くてね。インドネシアのジャカルタとかね。韓国のカンナムとかね。もう歩いてった方が早かったってなったこと、いっぱいあるんですけど、旅行してて。で、そういう時に、この歩いてった方がホテルに早く行けるよって言った場合なんですか ?You can go to the hotel.You can キャッチだホテルけん、the hotel. you can reach だホテルいいですけど、早く行けるようなかったそうそう。もっと簡単に行けるよ。車乗ってったらなんかもう,こう複雑にこうやって行ってめちゃめちゃ待たなきゃいけないよとかなって、ね、歩きだったらもうこれ一直線で行けてすぐだよっていうね、うん、ありますよ。僕も、ね、この韓国でこっからここに行けばいいのにバスに乗ったらこうやって行きやがってスーパー渋滞してたからこれで、ね、40分ぐらいかかったんだけど歩いて行ったら15分ぐらいでした。なんてこともあったんで、もっと簡単に行けるよ。そういいですね。ここ出せました。 more easily ですね。出せましたか出せましたはい。出せなかった人は出せとは言うのはないですけど、本当に間違いんですよ。これね、すごい回答がいっぱい出てくる。まず、多い。more easy。さらに、よく出るやつ。more easier ですね。もう両方とも見るだけで、ブあーッつってですね。ブワーッつってなるんですけど、はい。ダメですよ。ですね まあ比較のところでね、もうちょっと詳しくありますけど、だってこのさ、You can go to the hotel っ,つってほらもうモアの部分ちょっと取って見てごらんください。ほら,<え>ほら、You can go to the hotel easily 簡単に行けるよ。ね、簡単でしょこんなの全然難しくないですね。 でも、比較級がついた途端にですね、この easy ーーっていうのはですね、とてつもなく難しい単語に早変わりするんですよ。もう本当に more easy とかね。どうしたどうして形容詞出てきたここにいきなりね。どうしたどうして比較級2ついる ?more と e a s i やなんでダブル比較級みたいですね。本当に e a s i y っていう単語を書かなきゃいけないとこに easy ーーがめちゃくちゃたくさん出てくるので、easy ーーって単語はね、本当に気をつけてほしいんですよ。you can go to the hotel more easily ってね。more easy は本当に出せるようにしてください。ね、これ比較じゃなかったらね、go to the hotel easily って出せる人結構いるんですけど、 になった途端です、ね、なんか特別なモアってくっつければなんか特別なパワーが発揮されてですね。いきなり福祉の能力発揮みたいにね、思ってる人がすごく多いので、えー、気をつけてください。やめてね辞書を引いてですね。うら、イージーに福祉がありますよとかですね。 そんなことはい。more easy とかっていう人がね、おそらくネイティブの中にはいるけど、ダメです。一応、ライティングはきちんと正しい英文書くので、more easily 渡せるようにしてください。more easily っていう風に使ってください。で、それはなんで出ちゃうか。だから、日本語を英語に置き換えてるから、もっと、もっと簡単っていう風にやっちゃってるからなんですよ。ね。そうじゃなくて、きちんとフレーズで覚えて more easily ですね。フレーズを知ってれば、 すぐに出せますね。フレーズで覚えていきましょう。この動画、よかったら高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。ここ <music> では始まりました、基礎英文法講座ですね。今回からですね、スーパー重要な単元に行きます。めちゃめちゃ重要です。もう入試めっちゃ出すので。さあ、見ていきますよ。いきます。さあ、出ました。不定詞と同名詞って言われるやつですで。同名詞っていうのは名前が超簡単です。動詞みたいな名詞です。INGK をですね、取ってですね。 それで、塊の中では動詞なんだけど、塊全体では名詞ってやつです。まあ、詳しくはやってきます。では、まず、はい、空章に入るのは、どれでしょうね。?can hats decided? なんとか、s u c k e r q u i t t n plane, to quit plane, to quit to p l a n quitting to play. 言いづらい。間違った英語。さあ、できましたかはい。答えは、もう一発です。こやつしか無理です。なんでなんですか簡単です。decide は、後ろにですね、to 不定詞を取ります。 だから「こいつ」とこいつは「さよなら」です。あディサイド大丈夫ですか?「ディサイド」はう決める決心するってですねだから「やめる」と「決心した」ってやつですで「こい」と「やめる」っていうのは「ing」を後ろに取りますなので「はいディサイド」は後ろにトゥーフテイシとる「こい」とは「ing」を取るっていうこの2つの知識ねだまあ言い換えると「ディサイド」は後ろにトゥーフテージを取る「こい」とは後ろに同名詞を取るって言われるんですね だからサッカーをもうやめる。ね、ボールは友達じゃねえね。っていうふうにケンは決めましたっていうですね。どうしたっけん？何があった感じの文になってるんですが、はい、今回のポイントですね。はい、まず、ディサイドの目的語にはトゥーフテーションを取るので、こういった形になります。で、さらに、コイットは後ろに ING を取りますので、コ、ね、イットがこの新たな塊をですね、持ってるんですよ。 っていうこういう形になってますまあそういったもんなんだなと分かればいいんですけど重要なのはそこでございませんので,で、ね、後ろに2不定詞を取るキャラクターと後ろに ING を取るキャラクターどう違うのここが大事ですなのでそれを見ていきますで今回時間ないから急ぎますはい2不定詞を後ろに取る動詞たちさあ one hope d e s i r e promise plan はいこいつら重要なんですけどもどうですか共通点ないですか はい続きましたしたいお願い決めたいよ約束だよこういう結果立ててるよってやつなんですがまあこれねよく言われることなんですがトゥっていうのは、はい、どういうイメージだって言ったか覚えてますかこういうイメージですねはいトゥっていうのはこういうイメージだって言りましたこっち向きの矢印。はい こうやっていく。これからするんだよってイメージを持ってください。こっち、未来のイメージを持ってください。これからやる。Want to, have to もちろん、えー、そんなの覚えなくても、one, two, hop, to, decide to promise to plan to の例文を覚えたきゃわかるんですけども、そう、これからやることっていうイメージを持っておいてください。これからする。まあ逆に言うと、まだしてない。ってことです。 そういうイメージを持ってくださいです、ね、え具体例の意味ではすぐわかりますよ、はい、I want to get into 早稲田大学入りたいって言ってるわけですね早稲田大学行きたいよって言ってるってことはあなたは総大生じゃないってことですよねこれからしたいこれはまだやってないことですよねまだ早稲田の大学生じゃないわけですよ I hope to get into「ああ早稲田に入れたらな」ってことですよね望みをね持ってです、ね、言ってるわけですがはいまだ早稲田には入ってないですねだからこれからすること。「I promise to job get a job. です、ね、仕事ゲットしてくるって約束しましたもうニートから卒業します」っていうねそういう引きこもりの人が言った、ねまあ、言うだけならただですからね,そうねこれも、はい、約束した、ね、これ仕事ゲットするよってことは今仕事がないわけですよね。 同じように、ほら、I've decided to get a job ですね。もう陰キャから卒業。陰キャから卒業する必要ないか。ね。引きこもりから卒業だ。みたいなね。これからゲットするわけでしょ仕事を。だから今、仕事はないわけですよ。これからすることですね。I'm planning to get a job ですね。仕事ゲットしようと計画してるんだってことは、そうでしょこれから。 仕事をゲットするわけですねまだ仕事はゲットしてないですよねこういうのが to 不定詞と相性がいい動詞たちなんですがこうやってこれからすること未来のこととね、えー、とても相性がいいんですよこの to っていうのねじゃあ今度は逆を見てみましょう後ろに動名詞を取るやつですでこっちの方が入試に出やすいので,でさっきのパ,パパパパパッと進んだのはそういうことですこっちの方が出やすいからですよ to 不定詞っていうのが こ,のこれからすることまだしてないのに対してこっちはその逆ですからそうねでにしているっていうふうに覚えておくと OK ですすでにしているほらだってさ進行形 ing「ING」とほら「しているところ」ね「している最中」ってやってるでしょ、ね、それとつなげやすいですね覚えやすいですね。 はい、だから「クワイト」っ、ね、てスペル間違いないね「クワイト」とか書いちゃう人いるからね「はい、ギブアップ」「やめるね」ねもうフィニッシュ終わらせる「ストップ」ねしてるのをやめるってやつそうですこいつらはだから全部「やめる」って意味ですねそう「やめるためにはあなたはすでにしてなきゃいけないんですよ意味わかりますかだか私はお酒はやめられるけどタバコはやめられないですねえ先生ヘビースモーカーだったの 違いますよ。私はお酒は飲むことは、まあ、そんな飲まないですけど家にお酒はないし1人で飲むことはないですけど、えー、お酒は飲むことはあるからだからやめることができますが私はタバコを吸わないですからタバコを吸わない人はタバコをやめられないですね。当たり前ですね。タバコを吸って いいる人しかやめられないわけですよ、ね、ここのカメラの前に立ってる人とかはですねしょっちゅうねタバコを吸いに外に出ていくわけなんですけども、ね、そういう人はタバコをやめることはできますねええー、なんで蛇にすい方がやめるそんなんで縛り付けちゃえばいいじゃないですかこうやってやってですねもうお前には絶対させないみたいですねならばやめることはできますねそうなんですよすでにしていることだったらやめることできるんですよでも私はタバコを吸わないですからタバコをやめることは絶対できませ、ね、ん,だ,もんだから私は先生をやめることはできますけど高校生をやめることはできないですね高校生じゃないですからそういうことです すでにしていることしか人間やめられないんですよだから「ING」とこいつら相性がいいんですね、うん、えもちろんそれで覚えてもいいんですけど一応具体で見ていきましょうね、はい、はい「I quit p l a n g soccer」さっきやりましたねあこれ気をつけて「quit、ね」ね過去形も「quit」なんですよ「quit quit quit」なんでサッカーするのをやめました「I、gave up plane soccer」もうサッカーはダメだっ、ね、諦めました I finished eating lunch. ね。ランチ食べるの終わったよ。結構ね、あの、完了形とフィニッシュはよく出てくるね。終わる。ね。食べ終わったよん。とか。はい。I stopped complaining. ですねはい、もう、ね、この文句言うのをやめましたこういうふうに「やめる」系「終わる」系ですねっていうのとえよく出てくるんだなっていうふうに知っておくといいですね、はい、こうしていることを終わらせるこうしているのをやめるでこれが厄介なやつなんですよ「I stop to complain」っていうですねこれがまあ問われちゃったりするわけですよで全然違います上は、ね「コンプレーニングするのをやめました」っていうんです コンプレインするために立ち止まりましたっていう意味ですので間違えないでください。これ本当にややこしいよね。めんどくさいよね。上の方は他動詞でこうするのをやめる。こっちは自動詞で立ち止まるって意味ですね。はい。そうだから文句言うために立ち止まる。だこうやってです、ね、歩いてってですね。 おいみたたですね文句言ううめにこうやって立ち止まったわけですよ、ねまあ他にも可能性はありますがあの必ず立ち止まるとは限らないんで何ていうのこう何かいろいろやってたけどそれをやめて「<noise> 文句言ってる」つってガチャ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 つってねうつって可能性もありますが何かしてたことをやめてこうやって文句言うねう文句のメールを書いてる。 ですね。YouTube のコメントに文句をみたいですね。どうせいるでしょ。ね、Stop Energy と Stop to do では意味が違いますので、だから気をつけてください。下はためにっていうこのね、t テ do てしの副質的用法になりますね。はい。ね、まあ日本だったらクレームって言いますけど、英語では c o m p l a ですね。あ、名詞ばや complaint ですけどね。この辺もね、まあいずれやるかもしれません。まあね、和製英語気をつけてね。え、他にもですね、パス s t p 知ってますか？ね、このキャラクター、put off delay っていうですね。そう、延期する系です。こいつらですね。もともと決まっ ているものを延期するってやつです。ポストは後ろ。ポーンは置くって意味です。だから後ろに置くっていう意味ですねで。プットオフっていうのはオフは離れるですね。プットは置くです。だから離しておくです。<ン>ディレイっていうのはレイっていうのが置くっていう意味ですね。リっていうのが離すなんで、離しておくなんで似てますね。こいつらね。覚えやすい。で、こいつらも元々決まっていたものを、後ろに置くっていうイメージです。 で具体的にですね、We postponed holding the meeting ですね、ミーティングをホールドする開くっていうのを遅らせました。We put off holding the meeting。We d e l a y e holding the meeting ですね。遅らせるっていう形。で、電車とか乗ってるとね、ディスプレイによく出てるから、Delay 遅れてます、遅延してますみたいなんですねで。遅延だ、ピーみたいなんですね。え、田舎でディスプレイがない。しょうがない。で、ね、他にもいっぱいありましたね、a ボイ i とか。 エスケープ。エスケープね、硬い表現なんでね、ちょっと別扱いしますけど、はい。アボイドっていうのが避けるですね。エスケープも避けるって意味があるんですけど、あ、チーズじゃないですよあのね。避けるっていうのがあるんですけど、一応、あんまり日常生活使わないけど、まあ、参考書に載ってるので、一応言ってください。逃げるじゃなくて、これ避けるですね。で、ミス、逃す、否定する、認めるですね。こういうのも出てきますね。はい、では例文見ていきますね。I avoided talking to John ですね。もう、ジョンと話したくないみたいですね。 もう私たちは同期だけど、仲が悪いのみたいなね。はい、もう嫌だ。i'm mistaken my medicine ですね。あ、薬飲まなきゃいけなかったのに、あ、そのタイミング逃しちゃったよ。ですね。でこ、このさける逃す。ね。来てるわけですね。 「ミス、まあ・ ING」ってねこう今までやってたことがなくて寂しいわっていう意味もあるんですよ「I miss you」とかあるじゃないですかあれもあるんですけどさすがにその薬飲むの寂しいわっていうですね薬がなくて寂しいわって言ったらちょっと怖い意味になっちゃいますね。ねあその場合ちょっとメディシンじゃない別の単語になりますが、ね、そういう時あんまないのでだからこれを見たら「あするのを逃す」っていう意味ですね自分の薬飲むの「あ逃しちゃった忘れてた」っていう意味ですね。 I on the test. このテストで、あ、チーティンってわかりますかまあ浮気の意味もありますけども、それでこの場合っていうのは、そう、カンニングですね。カンニングしたっていうのを否定してですね。カンニングしたっていうことを否定しました。こういった形で、あ避ける、逃す、否定するみたいな感じですね。で、その逆に、あ、ね、チーティングって分かテストで ね、カンニングしたっていうのを認めましたっていう風にディナイの逆も言うことができるわけですねこういう風に避けるとかですね認めるっていうのも ING を後ろに取ることが多いわけですね ING でね一番出るのこいつですアボイドが最もよく文法問題では出題されますので必ずアボイド NG ですね、えー、覚えておいてくださいこいつからは避けられませんからねチーズ はあとは enjoy「Enjoy 楽しんでる」ね「Practice なんていうのもありますね。そのしてるのを楽しんでるよしているのを,るるのを、ね、この練習するよってこう動きがある感じのイメージ、ね。「I enjoy playing golf」ね「ゴルフしているところ」これなんかねね「このしている」っていうイメージとぴったりだよね。「I practice using the machine」ね「このマシーン使っててねこうやってやったりいいのかなこうやってやったり」っていうですね、えー、こういうふうにいろんなキャラクターがいるわけですね他にもですね。 こうしているところを頭に思い浮かべる系ですね。考慮するとか、気にするとかね、イメージする分かありますね。イメージンです発音ね。イメージンまさにこうやっているところを頭の中にある、ね、はいではまた例文いきますね。I'm considering leaving my job、ね、もう仕事辞めてやる。 もう辛すぎてやめてやるって、ね、あ,あっちの方からなんかスタッフの声が聞こえますけど、はい、で「I'm considering leaving my job」っていうのは仕事から出てっちゃうわけですからやめるってことを「consider」考えてるわけですねで「consider」っていうのは「ing」と相性がいいんですがここねそう進行形とか出てくるとなんか「あ ing」IN G が2個並んでへん」とかって感じちゃう人がいるんですがいいんですこれで合ってますからね「えー、consider ing」ですねこれもよく出ますから知っといてください。 え他にも Do you mind opening the window ウすね。え窓を開けてくれますか。窓を開けてくれますかってやつです。まあ、これについてはねもうちょっと詳しくやります。でこういう風にほら考える思う頭の中でまさにそれをしているところがこう浮かんでる感じです。 えー、そして I imagined winning the lottery ですね。Uh, when the lottery ですね。ちょっと聞いたことないかもしれないですけどこれで宝くじが当たることですね。宝くじに勝つみたいなね。そういう感じになるんですけどまあ日本でもねロトとかって結構言ったりしますよね。で when in the lottery ですね。だから宝くじに当たって大金持ちになってるところをこう想像してるって感じです。こういうふうに思う系のやつですね。ING と相性がいいものっていうのがあるわけなんですね。 さらにはですねまたね「サジェスト」っていうのもね出てきやすいのでこう提案するっていうやつですこれもよく問われるので一応入れておきます「I a new car. ですね新しい車買おう」っていうふうに提案したそうするとね結構これだとほらなんかねこれからすることだから「サジェスト・トゥ・ルー」とかって書いちゃう人がすごく多いんですけどそうなんです分かりましたね一応なんか避ける系とかやめる系遅らす系頭ん中想像系とかいろいろあるんですけど 結局のとところルルーでで全部収めよよううしてもなななかなかかまくいかないんですよだから結局は覚えなきゃいけないね覚えなきゃいけないんだけれども覚える時にはねそうそうそうね私ねあコンピューターを売ってたりしたんですけど結局のところねやっぱ自分にね合うものとか友達に合うものとか家族に合うものってねえなって思ってですねそこで決めたんですよ私はどうするかってね。 どうしたかって言ったらね、私ね、IMailPC ですね。あ、PC って Windows のコンピューターのことですけど、そう、私ね、コンピューター作ったんですよ。何の話って思ったんですね。はい。こういうこと、i m a i l p c です。はい。わかりました。IM ですね。A。A が2つ。はい、D、はい。E が2つ。p c ですね。はい。ということです。だこれ、i m a i l p c ですね。こ縦に並べて、こうやってやってください。だってさ、いろんな人がさ、いろんなさ語呂合わせ使ってるけどさ、 何メガフェプスだっていつ使うのメガフェプスだってさ「いやーやばいよ昨日さいろいろあってさ朝起きたらさすげえメガフェプスだなんだけど」とか言わないでしょそんなの知らないものと知らないものをくっつけてどうやって記憶に残るんですか知ってるものとせめてくっつけて記憶に残してくださいそうだから「I made PCs」ってやればねほらすぐに「I」もあるし「ね、M」もあるし「A」も「D」も「E」も「P」も「C」も「S」も入ってるんですよはいどうですか 最最後にうわ最後ににうわ感動ししたっっててコメントがバーってくるんでしょ、ね、さっきこのね頭で想像する系なんだ終わらせる系なんだっていうねいろんな理屈でわーってなった人たちも最後はですねああ覚えやすいなるんですよそういうもんです、はい、早いんだもんねこうやって覚えた方が早いんですでこの授業のために作りましたよ私これですね5分ぐらいかかった この全部バーって並べてこう組み立ててこれだってできましたそう意味のあるものと覚えてくださいねそうコンピューターを私作ったで覚えてくださいはいということでしたでこの動画よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますはいということ始まりました基礎英文法講座ですね、えー、今回はですねまたもう超重要なやつですね不定詞と動名詞の二回目ですねこの間ね電車の中でねすごいもうやばい男がね二人いてもう超チャラくてね いやーさ俺さ、また浮気しちゃったよ、みたいなですね。おう、俺も不倫してんだよ、実は、みたいなね、いうの始めちゃってさ。え、じゃあ仲間じゃん。ね、いやー俺らさ、あんま仲良くなかったけどさ、不定して同盟してるねって言ってた。さあ、いきましょう。今回の問題は、これですね。はい。can、なんとか、going to the doctor っていうやつです。はい。ですね。空所に入 らないのですからね。入るのを選んじゃダメですよ。入らないのはさあ、どれですかはい、もうやって、覚えてますね。はい、後ろ来てるのは何ですかそう、ING ですね。ほら、同名詞ってやつですよ。同名詞を取らないのは、そう、答えは1の Decide ですね。Decide はどうでしたそう、Decide to do でしたね。これからすることですね。こうね、お医者さんに行こうと決心しましたってことは、これからすることですからね。そういう場合は、Too 不定詞を取ることが多いんだよっていうふうにやりました。 それに対して、はい、c o n s i d e r ですね。consider ing 言わましたね。こうしているところを頭の中で考えるってやつね。前回のこの I made PCs の C ですね。c o n s i d e r ですね。前回の動画見てない人はですね、えー、ぜひ見直してください。さ次ですね、I missed going to the doctor ですね。ドクターのところに行くのを忘れちゃった。ですね。ああ、しまったっていうやつですねあ。もちろんミスってね、これがなくて寂しいっていう意味もあるので、あのお医者さんのところに行くのが懐かしいわ、行きたいわ、またとか、あんまないよね、お医者さんだからね。 こういうふうにミスは ING をよくとると。そして、アボイド、避けるです、ねはい。これが一番よく出題されるって言ったやつですね。もうお医者さん行きたくない。ね、もうやだやだやだっていう感じになるわけです。can consider going to the doctor.、ねはい、お医者さん行くところをこう考えてるわけですね。ああ、行こうかな。はい、次。can miss the going to the doctor. ああ、予約してたのに忘れちゃった。行くの。can avoid going to the doctor. 行かないですね。うちはもうアロエ塗っときゃ大丈夫なんだ。みたいなね。 で、最後、ディサイ e を使うんだったら、そう、can decide to go to the doctor ですね。お医者さんに行くのを決めましたよっていう感じになるわけですね。では、ね、今回はこのですね、同名詞についてもうちょっと詳しく見ていきましょう。Playing the piano is fun、ね。さあ、この同名詞ってキャラクターどうなってますかそうですね。この塊が、はい、主語の役割をしてますよね。同名詞っていうのは塊全体で名詞なんですよ。 固まりの中では動詞の働きします,です、ね。固まりの中ではちゃんとプレイがピアノって目的をとってますね。固まりの中では動詞だけど、固まり全体では名詞の働きをします。それが動名詞です,です、ね。はい。Playing the piano is fun ってやつです。主語になってます。それに対してですね。To play the piano is fun ですね。ピアノをするのは楽しいって、これね、中学校とかでも塾とかで習うんですよ。でも、知ってます 教科書にえっって思うかもしれないですけどでこのトゥー不定詞が主語になるやつですねまあ中は同じですけどトゥー不定詞の名詞的用法って習うやつで主語になってるやつっていうのはまず使わない表現ですからです、ね、非常に堅苦しい表現ですねピアノするの楽しいとかってどうでもいいような内容なのに、ね、こんな堅苦しい表現使えませんからピアノを演奏するのは 言うか日本語で <laughs> はい「It's fun to play the piano」っていう形で「i t to do っていうのにしてやるのが普通だってやりましたね「i t to この形にするのが普通です To 不定詞と同名詞との違いで知っておきたいこと同名詞は主語としてまあちょっと頭でっかちなんでかっこ悪いとこあるんですけど主語として置いてやることは可能ですが頭にねはい「トゥーフテは主語の位置に置くことは非常にまれである」っていうのが違いです はい、じゃあですね。my hobby is playing the piano. ね。はい、これ、どこの位置にありますそう、大丈夫ですね。これ、厄介ですよ。間違えないでね。これ、ピアノを演奏することって意味ですからね。私の趣味はピアノを演奏することですって意味です。これ間違いないね。私の趣味さんは、 現在ピアノを弾いている最中ですって意味じゃないですから間違えないでねそう保護になるやつですねここ厄介なんですよ現在進行形なのか同名詞なのか判断しなきゃいけないとき読んでると出てきますからねまあ、その場合大体人,人か人じゃないかで判断できることが多いんだけどねはいでそれに対してこっちもオッケーですね My hobby is to play the piano っていうのも構いませんだから保護の位置になっている場合 to 不定詞と動名詞はそんなに違いがないよ ね、だから困ることはありません主語の場合は違うけど保護の場合はそんなに変わらないよってなりますはい続いて「by w o r k ING」ね、IN とかってよくね、えー、覚える人も多いんですけど前置詞ですね by ってね知ってますねはいだから前置詞のそう目的語です同名詞っていうのは前置詞の目的語になることができますあこれ わざと言いましたが、work part-time ってね、アルバイトをするっていう意味です。これね、英作文でね、使える人すごく少ないので、言っておきまください。work part-time ですね。アルバイトで働くことによって、県はたくさんのお金を、e、arn ですね。得るっていうんですね。たくさんのお金を得ましたってやつです。で、ここ、そうですね、こんな風に得ないでしょ。全知詞たす、to work part-time, to 不定詞なんていうのは、 ないんですよこんな形ないですねこの米印言語学ではダメって言うんですこれですね前置詞の目的にトゥーステーションはなれないんですよ同、ね、名詞とトゥーステーションっていうのはこういったね違いが実はあるんです <noise> さあこの問題解いてみましょうはい前回の覚えてますねそう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 マインドっていうのは後ろに「ing k を取ることができる動詞だっていうふうにやりました だからーステージ。ダメ。はい。えー、オープン。ダメ。です、ね、うん、来た i ジ g だっつって、ビングオープンドにすぐ飛びついて、ズバッっつって引っかかんないでくださいね。受け身になってますよ、これほら。受け身になったらどうなんでしたそうそうそう。受け身になったら目的語が減るんでしたね。で、こういうの気をつけてね、受動体わざわざやったのは、こういう問題に引っかかってほしくないから、今回どうなってます中見て、ほら。ウェンドルって目的語いるじゃないですか。だから受け身にはできないんですよ。 ってことは、あんたが、いやでもこいつが正解なんですよ。Me opening the window なんですよ。え、なんですかなんで Me いるのここに。まあ、オープニングだったら分かるけど、ね、なんで Me なんていうのがいるのっていうのが、はい、これがポイントになりますね。え実はですね、この Me がなかったら、ウィンドウを開けてくれますか、ね、ウィンドウを開けること気に障りませんかってやつなんですが、Me っていうのが入るとですね、私が、 ウィンドウを開けるのを気に触りますか、私がウィンドウを開けてもいいですかっていう意味になりますと。もう一枚並み、open and window って言って、こういうのですね、はい、意味上の主語っていうのが出てきます。てってるね、すごい。なんかかっこいい言葉、意味上の主語。で、ミーってだって、そこら、何書くですか。そう、目的書くでしょ。ね、え、大丈夫ですね、一回、二回で二書くですとかって言わないでくださいね。はい。 そういう風うに思っちゃう人もいるんですけど、その目的語とか目的語なんじゃねえのって思うんですけど、確かに目的語の位置にいるんだけれども、意味的には私がウィンドウを開ける、開けるキャラなんで、なので意味上の主語って聞きます。順動詞のね、意味的に主語の役割をしてるやつのことを意味上の主語って言います。多分学校とかではこうやって習うんですよ。いやいやいや、いいですか。 同名詞の意味上の主語が代名詞だった場合は所有格にしなければなりませんって習うんですけど大学入試では所有格になっていることが多いです。で、所有格って my とかだから一応書いておきますね。would you mind my opening the window? で覚えて構いません。一応意味上の主語は所有格にするっていうルールはありますがネイティブは守りません。これほら、mind の目的語の位置に来られますね。would you mind opening the window? ってここ。 塊全体で目的語になってるんですけどそう塊全体で目的語になってる時って圧倒的に目的確実します実際の英語ではこれが合ってると感じないといい人結構いるので、ね、これ全体がこうマインドの目的語ですけど、はい、なので一応大学の詩はこれで透明詞の意味上の証拠が代名詞だったら 所有確認する。あ、普通の名詞が来る場合は所有確認しなくていいですからね。で、それに対してでも実際はこうやって言う。だから両方の文を覚えておきましょう。Would you mind me opening the window? って覚えておけばいいです。こうすれば、もう所有確認は目的やけどどうでもいいですね。で下も Would you mind my opening the window? 覚えておけば、勝手に分かるでしょ、うんそう。両方いいんだって覚えておけばいいんです。はい。もちろんハイレベルになってもうちょっと詳しくやりますよ。でもまずはこれ覚えておいてください。こんなややこしい、堅苦しい表現使いたくないって言うんだったら、Would you mind if I open the window? って言えばいいですね。 私、ウウィンドウを開けていいですかつ、ね、ちなみにどういう意味かっていうともし私がウィンドウを開けたら、ね、お気に触りますかってう意味です、はいえー、でこっちだと Would you mind opening the window? っていうのはじゃあこれどういう意味ですかそう Would you mind opening the window? っていうのは意味上の主語さんが載ってないですねじゃあオープンするのは誰ですかそう You なんですよこれ、ね、意味上の主語が書かれていない場合はそのまま 主説の主の語が対応します、はい、一応文法上はすごく大事ですね、はい。意味上の主語が書かれていない場合は、主説の主語に意味上の主語はなるんだ。ね、そんなのが分かんなくても、えー、Would you mind opening the window? つっ,ったら、はい、あなた開けてねつって,ってるんだなっていう風に思ってください、ね。Would you mind opening the window? それに対して、Would you mind me opening the window? つっ,ったら、私が開けていいんですかそう文とイメージっね、一致させておいてください。厄介なそこら辺、ね。だから今日の英単語、特別版というか、 このマインドっていうのはね、すごく厄介。なので、詳しくあります。もうちょっと、ね。やっとかなきゃいけないことがあるので。はい、今日の英単語は、would you mind ですね。非常に厄介です。would you mind me opening that window? はい、どういう意味でしたそう、私が窓を開けるわけですね。私が窓を開けてもいいですかっていうのに対して、はい。これです。yes と no がですね、 非常にややこしいんですが、はい、いいですかあなたが、ちょっと私、窓開けていいって言ってます。で、相手がイエスと言ったらどういう意味ですか相手がノーと言ったらどういう意味ですかそう、わかりますね。さっき言ったんですけど、このマインドっていうのはですね、気に触るっていう意味です。だから、これね、さっき、イフに言い換えてましたね。もし私が窓を開けたらというふうに書いてましたけどそう、私が窓を開けること、気に触りますかだから、イエスは そう、気に触ります。嫌です。っていう意味ですね。はい。それに対して、ノ、no、ーっていうのは、Would you mind me opening the window?No っったら、そう、気に触らない。ですね。だから、オッケーっていう、そういう意味になりますので、気をつけてください。ここをね、間違いやすいですね。イエスと No 逆で言っちゃいそうですよね。だって日本語を直したら、これ、Would you mind me o p e n i the window? っていうのは、窓を開けてもいいですかですから、窓を開けてもいいですかそれイエス たらら開開けけてもいいいの、no、ちゃダメになりますすすねここれだからすごくややこしいんですよ知ってますよ。ただ、これね、ネイティブスピーカーにとってもややこしいんです。え、私は何度も何度も Yes と No を逆で喋ってるネイティブスピーカーを見てますので、ね、Would you mind opening a window?Yes,、uh, I mean no とかですね。I mean ってこう言い換えるときによく使うんですけど、あ、じゃなかったみたいな感じで I mean っていう言うときあるんですけど、Yes, I mean no.No, no? I mean yes みたいなんですね。 感じになっているネイティブも実際にいますだから、あなたたちにとってややこしいだけじゃなくて、ネイティブスピーカーにとってもややこしいんですよ、これね。書いたり、入試問題で間違っちゃダメですよ。必ずこれでやってほしいんですけど、実際の英会話では困りません、全然です、ね。だから、would you mind me opening the window? って言って、No! って言ったら嫌なんだなってわかりますね,ね。Would you mind me opening the window?、Yes. たらああいいんだなっていうふうにわかりますね。実際しゃべってるとかそんな困らないんですよ。困るのは入手問題です。これまあややこしいわけですが。まあめったにないです。イエスっていうことはないです。一回だけ言われたことがあるけど。サンフランシスコでバス乗っててちょっと電話かけなきゃいけないんだけど。で、それで言ったんですよ。で、Would you mind? Do you mind? って多分言ったと思うんだけどね。俺ねそうスマホを借りたかったんですそうそう、スマホを貸してくんないですかってね、ちょっとメッセージ送りたいんでっていうので、そこで言ったんで、Do you mind me using your phone? って言ったら、 Yes、って言われてですね「やだ!」って言われた一 <laughs> 回だけ人生で,で普通言わないよ「イエス」とは普通は断るきはちゃんと理由を言うですね「uh, actually it's b とかね、えー、ちょっとね寒いからってそういうふうに理由を言うことがほとんどですねだからトイックのね応答問題ってあるんですけどトイックのやつでもこれで「y e ス」とかって出てきたことないですね そんな感じですだからあまりイエスと聞くことはないです。こう断るときは何か理由を言われることがほとんどですね。はい、それでまて、ノーとかね、ノー、ahead とか、ノー、ならろうとかね、そういうのはよく出てきますね。はい、どうだったでしょうか、はい。まあ今回もね、盛りだくさんだと思いますが、ちょっと意味上の主語とかね、新しいキャラクターが出てきて、ちょっと厄介だったかもしれないですが、フレーズ単位で覚えてしまえば、ね、固い文法用語を知ってる必要はないですね。あこういう意味なんだなっていうふうに覚えてくださいはい。 ご視聴ありがとうございましたこの動画良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますそれ <music> で始まりました基礎英文法講座今回は不定詞と動名詞の第3回になりますさあでは行ってみましょう本当にね不定詞と動名詞ってめちゃくちゃ重要なのでぜひぜひですね。本当に出る可能性がめちゃくちゃ高い文法問題で言えば上の大学も下の大学も本当に幅広く出てくるのでぜひ押さえておきましょう、はい、Do not forget なんとか Jountmore さあどれでしょう出ましたねそうややこしいやつですよこれ forget to do と forget ing の違いと言われるやつですはいねこの二つは関係ないのでどうかしちゃいますが to 不定詞と,と ing のですねイメージを思い出してくださいね後ろに to 不定詞とるやつはどういうのだったそうそうそうこれからするまだしてないよっていう時が多かったですねそれに対して ing はそうして,しているっていうやつでしたね。 すでにしているよってやつですだから今回はですねこいつがヒント 明日っていうのがついてますから明日行くのを忘れないでくださいです、はい、これからするのを忘れないでジョンに会うのを忘れないでって意味ですちなみに看板っていうのはすでにしているってことなのでしたことを忘れるって意味です Forget ING はねだからジョンに会ったことを明日忘れないでねって意味わかんないですからもう過去と未来がごっちゃごちゃですそれに対してこっちは明日ジョンに会うのを忘れないでねっていう意味になります はい、でえ、きちんと文で覚えておきましょう。で、do not, さっき書き言葉だったんで、do とノッ t はきましたけど、喋るときはくっつけるのが普通ですから、ドンフォゲッティウ・ヴィズッジョン・ト r ローっていうふうにしますね。で、否定文っていうのは強く読まれますから、ここ忘れないですね。forget ンフォゲッ i t John ッ o m ン・ト r ロ w 多い。強く読む単語が多かった。ドン。 forget to は弱い visit 強いで、ね、John ですね Tomorrow to 強い強いから指叩いてるのあんま大変 don't forget to visit John tomorrow っていうふうになりますから、ね、ちょっとこれはやらなきゃよかった <laughs> 多い <laughs> はい、don't forget to visit John tomorrow ね。はい、forget to とか分かったりしますね弱音はくっつきやすいでこうするのを忘れるで同じようなことが remember にも言えるわけですねはい、これだと remember to visit John tomorrow って言ってんですか これから、ジョンを訪れることを覚えておきなさいってことですね。これから行くんですよです、ね。Remember to visit John tomorrow. 同じだ、多い。Remember, remember, visit John tomorrow. です、ね、はい。ジョンのところを訪れるのを忘れない。Remember to visit John tomorrow. って形になりますね。ジョン見に行くのを忘れちゃダメよって感じです。 違いをちゃんと覚えておきましょうね「I forgot to visit John」っていうふうに過去形になった場合ですねこういうふうになった場合に、えー、結構ごっちゃになっちゃう人が多いんですさっきのほら命令形とかさ「Tomorrow」ついて未来だから覚えやすいんだけど過去になると「あれあれえっ?」ってなっちゃう人が多いので気をつけておきましょう「I f o r g o t to visit John」っていうのはジョンに会いに行くことを忘れたって感じですね「ジョンに会いに行くことを忘れました」っていう意味ですねはいだから「ジョンに会ったんですか?」ってないんですか そう合ってないんですいいですねジョンに会いに行くことを忘れたそれに対して I forgot visiting John って言ったらジョンに会いに行ったことを忘れたんですいいですねだこれ会いに行ったことを忘れたってことは実際は合ってるんですよそう合ってるんだけどしたことを忘れちゃったわけですねなんで気をつけてくださいだからまあ一応日本語訳でねこっちすることしたことって訳されたりするんですけどそういう意味です だこっちはジョンに会うことを忘れただから会ってないこっちはジョンに会ったことを記憶から、ね、忘れてしまっているので実際は会ってるんですよややこしいですねそうだからきちんと例文でどういう場面なのか覚えてくださいこれ具体例知っとかないと実際書くときあれどっちだったかなフォ e ット o f フォ g ット ING ってやっちゃいますねまさにあなたがフォゲットしちゃうんですよさあいきます I remember to visit John はいこれはどうですか I remember the visiting John. こっちはジョンに会いに行くことを覚えていましたよ。ね、その後あったかどうかわかんないですけど、ね、はい、じゃあ会いに行くことを覚えてます。こっちは I remember the visiting John. です、ね、ジョンに会いに行ったことを覚えていますよ。実際にしたわけですね。はい、すね実際にした。で、これはですね、ああはいはいはい、ジョンに会いに行くことを覚えていたよ。 それに対して、えー、こっちっていうのはああジョンに会いに行ったのを覚えてるよとね実際会ってるわけですすでに、はい。という感じでさっきのね結構あの命令文とか未来のことを表すので「うらどうだイエーイ!」みたいなですね授業で習って「うわー感動!」みたいになる人多いんですけど過去形で出てきた途端にコテンってやられちゃう人いっぱいいるのでちゃんと過去形の文も覚えておいてくださいね。はいこれ重要です、はい、続いての文いきますね。さあ どれでしょうできましたか。これが大学入試英文法四択問題出題ランキング第1位です毎年1位ですこの動画が出るときにランキング変わってたらびっくりですけどずっと1位ですもう本当に問われるポイントですね私は英文法の本も書いてますから調べたんですよまあ有名大学のねやつを調べた時に最もよく出るのがこの文法事項ですはいだから 確実に覚えましょう、えー、まずどうでもいいキャラクター used to なんですかこれ知らないですね hey, using to 分かんないですねこれね used to do と used to ing ってやつですこれが最もよく出ますで知ってる人もですねそうです be used to ing で慣れている used to do かつて何何したですねそうです今回は いい同士いらっしゃいますから、答えはこっちです。日本に住むことに慣れているです。本当にさもうランキング1位だけあってですね。非常によく出るし、英作文やらせるとも東大クラスでもボロボロ逆で書いてくるやつがいっぱいいる。非常にややこしいですね。でいや、これはですね。実はこのユーストゥーはかつて何々のユーストゥーではなく、こうユーストっていう過去分詞で使われたという受け身なんです。で剣っていうのは日本に住むために使われたんです。意味わかんないですから。 どういういことですか？は日本に住むたた。めに使われた住むのけでしょえもう意味わかんないです。だめですこっちですけは日本に住むのに慣れてますよ。ね。納豆も美味しい。ね。はい。Kenneth used to love in Japan。ね。はい。こういうけは日本に住んでるのに慣れてる。下が、Ken used to love in Japan。はい。かつて日本に住んでいた。だ今は住んでないって意味ですね。used to はいずれやりますが、はい。これが最もよく問われる。 ものなこうやって覚えた be used to, ing used to do とかって覚えたい気持ちは分かるんですけど例文で覚えて例文を頭にぶち込んでおいてください。c a n n e t h you're still l v i n g in Japan って言ったらこう慣れてる剣をイメージしてね頭の中に入れてください。で下は「can you still live in Japan」日本に住んでて今は別のところに住んでるっていうその剣を頭の中に浮かべてください。これが大事。はい。ということですね。今回のテーマトピック これ to す ing ってやつですこれがね超出るほら「to ってくるとさ動詞の原型入れたくなっちゃうじゃん「to doing っていうのじゃなくて「to do ってやりたくなっちゃうでしょでもこれ「to 不定詞じゃなくてこいつね全知詞の「to なんですよ全知詞の to「to 覚えてますか全知詞の後ろには同名詞「ing」は置けるけど全知詞の後ろに「to 不定詞は置けないってやりましたね「to to do なんてないでしょそうだからこいつね 前なんで,すよで見ていきますね。で、「慣れている」ってやつです。で、これ「get used to get accustomed to doing」。これ「慣れる」ってやつですね。「get」と「b」の違い前にちょっとやりましたけど。で、ここに「カスタム」入ってる習慣入ってるので覚えやすいですね、習慣、こういう習慣っていうので、あ、慣れるって覚えやすいですね。 で、look forward to ing。こうするのを楽しみに待つ object to doing ですね。なんとかするのに反対である。what do you say to doing ですね。こうするのはどうですか。ってやつです。で、これを一生懸命覚えるんですよ。みたいですね。その気持ちはよくわかる。でも、具体例を見て覚えましょう。はい、ではですね。具体例で覚えていきましょう。あ、you still l i v g in japan ですね。はい、日本に住むの慣れてるよ。ってですね。はい、be used to ing。 はい、そ、ね、I've got used to living in Japan ですね。日本に住むのを慣れたってやつです。Get used to は慣れるって意味なんで完了形と一緒に使えば慣れましたって意味ですね。はい、get used to ing ね。で、I'm accustomed to living in Japan。です、ね、日本に住むの慣れてるよ、ね、be accustomed to ing ね。ちゃんとね、この熟約形してね、I'm、i v i ね。はい、次、I've got accustomed to living in Japan。で、日本に住むの慣れたよってね。 同じように、はい、こっちは慣れたっていう意味なんですが知ってますよ忘れちゃうんですよこれやってもさっていうのはい分かります不定詞だったか同名詞だったか忘れちゃうよっていう,そうあなたに対策を一個だけ教えてあげますよ、ね、これしかも文長いしさ覚えづらいさこのトゥー何のトゥだっててますそう前置詞のだっ言いますね前置詞ってことは後ろに何くるんですか 名詞るんですよねだから名詞に変えりゃいいんですよ。「イット」とか「that を入れられるようになればいいんですよ。「I'm used to it」。「I've got used to it」。「I'm accustomed to it」。「I've got accustomed to it」っていう形で「イット」に置き換えればこれでこいつが前置したっていうのはすぐにわかりますね。そういうことなんです。イットに置き換えてごらんなさい。「イット」に置き換えられるんだったらそこには同名詞が入るから。 はい。Look forward to ING ってよくね。なんとかするのを楽しみに待つね。I'm looking forward to loving in Japan。日本に住むの楽しみだよ。Forward っていうの前なんで。それ前の方を見てるです、ね。こう日本に住んでるのを見てるわけです。I objected to loving in Japan。日本に住むの反対。Object.Up、ね、っていうのがまあ反反対の反みたいな感じですね。で、j e c t というのは投げ。まあ、いずれやりますけど。こう日本に住むっていうやつには反対。What do you say to loving in Japan? 日本に住むのどう これもみんな ing をとってますね to たす ing をとっていて非常によく問われるキャラクターたちですねあそっか What do you say to? わかんないかな What do you say to? っていうのはこうすることに対して何て言うってことですよ、ね、だから日本に住むってことに対してあなた何て言うっていうそういう感じですでさっき言ったの覚えてますねどうしても ?I'm looking forward to live in Japan って言っちゃうんですよ書いちゃう人いっぱいいるややこしくなったら ここがちゃんと it とかに変えられることを覚えておけばですね。I'm looking forward to it.I objected to it. ですね。それに反対です、ね。What do you say to it? 喋るときはここだっとかなです、ね。What do you say to that? ですね。それどう思うとかっていう感じで言うことができるわけですね。そうこういうふうに置き換えられるんだったら、あ,あ、名刺後ろに取ってんだからこいつ前置詞だなっていうふうにわかるわけですよ。 自分は具体例を覚えていく中であこれだって思ったんですね見分けるときにああ, looking forward to it. あ言えるそっかだからこいつ電池なんだっていうふうに具体例から導き出したんですよこれ生活してて思ったことです。で最後にねわかるんですけどまあこれでね2プラス NG 覚えましたやったぜ、ね、これで点数取れるようになったイやイやイって思ってるかもしれないですけどこれで終わらせません私の授業はですね。何を もううちょっとと覚えて欲しいのかっていうとこのね日本語直しちゃえばおしまいなんですけど日本に住むの反対とですね日本に住むのどうってですね終わりなんですけどこいつめっちゃカジュアルですからね。 それに対してこっち硬い反対します日本に住むのは嫌でございますみたいなですね非常に硬い表現それに対してこっちはどうみたいな日本に住むのはどうみたいなめっちゃカジュアルな感じですからそう日本語の訳にただ置き換えられて2プラス NG でーんみたいに習うんですけど硬さとかってあるからカジュアルとかフォーマルっていうのをいずれは覚えていかないといけませんこうやって友達同士と喋ってるのにめっちゃ硬い表現 I objected to that とかね、それに反対ですとかって言わないし、ね、逆に、ボスから、 下の部下になんかカジュアルに、What do you say to living in Japan?、ね、そうちょっと、ね、移動するのどうとかって言うのはいいけど、上の人に社長とかに対して What do you say to living in Japan? とかって、ね、言うのはおかしいわけですよ。だそういうね、なんか英語に敬語はないとかっていろいろ言うけど、ちゃんとフォーマルな表現、カジュアルな表現ありますからね。そういうのも覚えていかないといけません。いずれは。日本の英語教育でこれかなり無視されてるけど、実はこういうのもやっていけないと、自然な会話、自然なコミュニケーションっていうのは 取れないですからこういうのもいずれ意識していくようにしてってくださいはい今回は2プラス l g 最も重要なところですから、えー、確実に押さえてくださいはいこの動画良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますそれでは始まりました基礎英文法講座今回は分子っていうところになりますね結構大変なんですよまあねちょっと過去分子とかの話はね、えー、ちょこっとしたことはありましたけど久しぶりですね影分子ってやりましたねさて今回の問題はこれ John, welcome the Nan Toka guests. Arrive, arriving, arrived, to arrive. It's name. So. れでしょう意外とねこれね分かんないって人がね出てきちゃったりするところなので気をつけなきゃいけないですねまず勝手に動詞は増,、ね、増やしてはいけませんああじゃあ順動詞だったら確かねこうもうすでに動詞がいてもう順動詞は置いていいんでしたよねじゃあこいつっすかいやいやいや「to 不定詞」の前に「the がついてると見たことないでしょそんなのありえないんですよだからさようならですさあ残ったのは「アライ v i n g と「arrived ですさあどっちだっていうわけなんですね 実はですねこいつね「ザ」と「ゲスト」っていうねこれが名詞のねもう一つのセットになってるね「ウォーカム・ザ・ゲスト」ゲストを歓迎しました「ワオカム」しましたよってことなんですがこういうふうに前からこうやってかかって説明してやるやつはい何質とか覚えてます そそうそう,そう形容詞ってやつでしたよねこれね形容詞の働きを持つキャラクター実はそうなんですよ分子っていうのはですね形容詞の働きを持つことができるんですね、まあ、そもそも分子ってそういう意味なんですよ分子分かれるってことですけど分け前を持つとかそういう意味できてるんですねパティシポっていうんですけど「take part in」とか「participate in」っていうのと仲間なんですけどちょっと難しいですねパティ p a イトインってなんか参加するとかっていうやつなんですけど参加するってパート部分を取るっていう意味なんですね私がその分け前を持ちますよみたいな みたいな意味で分子っていうのは私は動詞の役割も持つけどそう形容詞の役割も分け与えられてる人間だぜみたいなねそういう意味なんですよ実は形容詞の働きをするぜっていうのが分子なんですよ動詞の力も持ってるし形容詞の力も持ってんだぜっていうキャラになります、はい、でこれを就職するキャラクターなんですがどっちでアライ v ィングなのかアライ e d なのかっていうんですが答えはアライ v ィングです はい、こっちが正解です。アライブ v とダメなんですよ。まあ説明していきますよ。はい、まずはきちんと文で理解しましょう。John welcome て arriving guest ね、はい、来てるゲストたちをジョンが welcome したよ、ですね、歓迎しましたよってやつなんです。が、ここがこう形容詞のようにかかっている。で、この形容詞のようにかかるときなんですけども、そこにある関係性が成り立つんですよ。ここって必ず。何だかわかります？まあ、例えば今まで見てきたやつだったら。 Pretty girls なんて言われました、ね、かわいい女の子たちっていうのが同じように慶応ヨがこの「girls」にかかってるんですけどもまあこれ限定するとかって言った時にね girls がいっぱいいる中で「pretty girls」ってやれば限定されますよねこういうふうに就職っていうのは行われるんだ就職すると限定されるんだよっていうふうに言ったやつですがそう就職する相手とですね就職される相手の関係性っていうのはですね実は決まってるんですよ。のの関係っていうのが 必ず成り立たないといけないいいとけんですねだからこれは PrettyGirls ってことは The girls are pretty ですねそのガロスたちっていうのは Pretty であるっていうねそういうふうになるわけですね必ず主語・述語の関係が成り立つんですよだから今回もゲストっていうのが到着するっていう手術の関係がですね成り立ってんですよゲストは到着しましたよっていうふうになるわけなんですよ教えておいてくださいまずねこれがとっても大事になりますそうするとね これらが分かるんですよ。現、ね、在分子と過去分子ってね、二つのパターンがあるんですけども、そこでこの手術の関係っていうのが大事になっていくんですね。An arriving guest っていうのは、ちょっとね、漢字つけておきますね。本当に加算不加算命じてできなくなっちゃう人がいっぱいいるので、なるべくフレーズで覚えるときは、漢字とかあさっきのね、複数形の S とかね、そういうのつけてやってください。An arriving guest ってやれば、はい、ゲストはつく側ですね。それに対して下はどうですか ?A broken window、ね。意味わかりますね。窓ね。ね ブロークン壊れたってことですけど、まあ、普通ね窓壊れて勝手に自分でピキピキピキバーンみたい言われることはないと思いますので、ね、普通は壊される側ですよね過去分詞はいほら受け身の時にやりましたよねそうそうそう壊されたですねウィンドウは普通壊される側ですねはいだからここにも、はい、ちゃんと手術の関係成り立ってますねウィンドウが壊されたわけですよね The window was broken みたいな形でウィンドウが壊されたっていう主語述語の関係が成り立ってますね で、気づいたと思うんですが、ここの就職してる相手なんですけども、ING できたら基本的にはこいつがこうするっていう、能動的になってるんですよ。能動的な関係になる。能動体なんですよ。ということは、はい、こっち逆に。そうそうそう、受動体ですよこれで受け身的な感じになるんですよ。この過去分子が来る場合って。受動体ですね。っていう関係がないじゃですそう まあ特に ING はそこまで気にしなくていいんですけどこの過去分詞が出てきた場合っていうのはとっても大事なんでそう受動体のね意味が入るんだっていうのだけ忘れないでくださいこれとっても大事です。でねその能動体の意味だっていうのねこれ「アライブ」と入れたかった人ねなんか「つけられた」「つかれた」「ゲスト」とかってまあ日本語でも変ですけど「つけさせられた」変ですけどもともとだって「アライブ」ってほら自動詞車同士どっちそう自動詞でしょ 自動詞過去分詞にしたら基本受け身になっちゃうわけだからそう自動詞って受け身できないですからだから arrived guest っていう風にね言えないんですよもちろん例外はありますよ例外はあるけどそういうことなんだあそっか自動詞は受け身できないからだからこれ arrived guest とは言えないんだなっていう風にね分かってくださいでこういうのも分かるんないです文法嫌です嫌いですっていう人は 形で覚えてくださいフレーズであ r i ライ n ィング e ストなんだなあ r ブロック w ウ n ン o w なんだなってやってください能動体とか受動体とかちゃんと分かってるよって人はあなるほどそういうことなんだって分かってくれればいいしえそんなの知らんしっていうのはフレーズをきちんと覚えていってくださいで後々レベルが上がってった時にあそういうことだったんだって気づけるようになるだから文法知識も理解するのは確かに大事だけどどうしてもその文法のねルールを覚えるのが苦手ですっていう人はまずはフレーズ単位で覚えていって蓄積していってだん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 で,できるようなん なときに気づいていってくださいただ分子っていうのはねこっからが勝負ですこれはできて当たり前というかこんなのは当然なんです分子の勝負はこっからです John welcomed the guest arriving at the wedding っていうわけですねさあどうですかさっきと違いますねそうそうそうこの arriving at the wedding っていう塊が全体で このゲストを就職していますねジョ日は「ゲストを迎え入れました」「はいどういうゲストですか?」って言ったら「ウェディングに来た」ね「ウェディングに着いたゲストを」って言って分子が後ろからかかってますよねこういう風に。で覚えてますあれなんでですか 前にやったの覚えてますかそう、トゥース停止の形容詞で形容法の時でやりました。1語の形容詞っていうのは基本的に前から後ろの名詞を修飾する。それに対して2語以上の塊っていうのは後ろから修飾するんだよ。尻尾長々だよって言ったやつです。そう、こっから重要になってきます。2語以上の塊で形容詞になるやつは後ろから修飾するっていうのがとっても大切になってきます。同じように、これもそうですね。John fixed the window broken by c a n j o h n は window ですね。窓を直しました。 はい。どういう窓なんですかって言ったら、剣によって壊されたウィンドウですね。はい。という形で、これも2号以上の塊ですね。3号の塊になってるから、後ろから就職するわけですよ。で、その時に、一応覚えておいてほしいのが、手術の関係は変わんないです。また同じように、ゲストっていうのは、ね、この就職相手のゲストはつく側ですね。ほら、ゲストがアライビングアットウェディングなわけじゃないですか。それに対して、下はほら、ウィンドウは壊される側ですね。 だから「broken by can」って言った場合に「あウィンドウは壊された」っていうか手術の関係は成り立ってますね。そうかかる相手が主語になってるこれが分子というかまあ形容詞分子なんですよかかる相手が主語の役割をしていますよっていうですね この関係性、後々ですね、英文解釈とか読解の時に重要になるので、きちんと押さえておいてください。きちんとおいてください。イチの文章は基本的にね前から名詞を収職、そして2語以上の塊は後ろから名詞を収職するんだよっていうのを頭に必ず入れておいてください。だから、I saw some smiling people ニコニコしてる、笑ってる人を見ましたよ。イ語だから、前からかかるよ。 に対して、There were many people smiling at the baby. す,、ね、すごく多くの人がいました。There is a c o m m 前の動画で見てもらえればいいと思いますが、多くの人がいました。はい。どういう多くの人がいたんですかって言ったら、スマイリ e グアット・ベイビーに笑いかけてるんですね。ニコニコっていうふうに、ベイビーに笑いかけてる人を見ました。よ。スマイルアットっていうんですよ。二コ以上は後ろから就職。はい。次、ジェン sent a written message. ね。はい、ジェンはメッセージを送ってこう書かれてるメッセージですね。 手でで書いたんでしょうか、ね、このか、ね、イメールかもしれないですけど、書かれたメッセージ送ったよっていうのに対して、ジェンがメッセージ s 送ったよってい t のに対して、ジェンがメッセージを送ったメッセージ。ジェンはメッセージを受け取れました。k e ンによって書かれた2語以上の場合は、後ろから就職するんだよ。これで大丈夫でしょ。1語の分子は前から就職。2語以上の塊の場合は、後ろから就職するんだっていうのが、これでわかりますね。そして必ず手術の感覚、ほら、people are smiling ですね。people が笑ってる側ですね。この people が、これもそうですね。 これもメッ,、はい、れメッセージを書かれたメッセージを書かれた手術の関係成り立ってますね剣によって書かれたメッセージですからこれもちゃんと手術の関係が成り立ってますよね全部オチが出てる <laughs> アニメーションが全く入ってない。 はい、それでは今日の英単語ですね今日の英単語は先ほど出てきたそうメッセージっていうですねこれをやりたいと思いますねまあ知ってるよこんなのと思うんですが実はですねこやついろんな単語とね仲間なんですよここですねここの部分がですね実は「送る」っていう意味になってるんですねこれねまあメッセージっていうのは当然送るものだから簡単に覚えられますよねどういう仲間がいるかっていうと ミッションですね。こいつ仲間だって知ってましたねえー。そうだったのか知らない。どういうこと？そう。ミッションってミッションやる人たちがこれ送られるからなんですよね。ミッションにパス棒とかね。有名ですけど、この送られていく人たちだからですね。この、ね、ミッションやりに行く人たちだからミッションな。まあ世界史やってる人とかもね。まあ、中学校でも出てくるかな？ そのミッショナーリーっていうのはミッションが入ってますねその送られてる施設団の人たちだからキリスト教をこう広げるためにこういろんなところに世界各地に送られた人たちミッショナーリーって言いますよねそういう意味なんですよ実は、うん、でさらには、ね、この「エミッションねこれは英作文とかでも大事になってきますよね、まあ、リーディングでも重要になってきますが E っていうのがまあ X すでにやってますけど外って意味ですねこれ外に送るっていう意味ですねだかから排出、ね、あのなんか色々 でこの環境問題ででこの排出ガスがとかっていう時に出てくるやつですね。だからここにもちゃんと隠れているわけですね。でこのエミッションの動詞形知ってますか？エメッツっていう風になってますね。そうです。これが発するとか出すっていう意味ですね。出すっていうのはまさにこの外に 送るっていうとこから来てるわけですね他にもね、admit とか permit とかね、いろんな m i d 系はね、これからたくさん出てきますけど、基本的に admit っていうのは、こう、ok とか、もうどんどんね、この m i d 送ったものをこう通してやるみたいな感じなんですはい、どうぞ。入学ね、admission とかね、言ったりするわけですけどね。あ、どうぞ入ってください。permit もそうです。こう、あ、いいですよ。入っていいですよ。送られてきたものが、はい、どうぞっていうふうに許可するっていう意味から来てるんですね。こういうふうに、送る系のキャラクターっていうのはですね、まあ多分もう頭の中にね、あ、あいつも m i d って ついてるとかですねあ,あいつもミッションついてるなとかっていうのがもしかしたら浮かんでるかもしれないんですが後々やっていくときに役立ちますのでこれは使えるまあ、節字って言われるやつですがすごく使えるものなのでぜひですね頭のどこかに置いておいてもらえるととっても役立つときが来ると思いますよと今回も今日の英単語では語源を扱いましたはいこの動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします どうで始まりました。基礎英文法講座ですね。今回は、超品質、めちゃめちゃ出るやつですね。え感情を表す分子ってやつです。これはめっちゃ問われるので、ちゃんとやっておきますね。マスター、お感情、パッといきますね。感情を表す分子っていうのもですね、めちゃくちゃ問われるので、絶対できなきゃいけない。はい、では、やってみましょう。can worse なんとか、at the results。 うでしょう。surprise, surprising, surprising surprise, surprise ね。まあ知ってるよこれぐらいだったら中学校レベルじゃん。そうなんですよ。でもねめっちゃよく出るし英作文でもめちゃめちゃ間違うのでちゃんとやっておきますね。あ、results 大丈夫ですね。そう結果ってやつね。その結果にはい、surprise ね。まあ動詞二つになっちゃうこれもう絶対ありえないし。と was to surprise。surprise をこれだと動詞で使っちゃうことになっちゃいますね。動詞で使う場合はこいつ他動詞なんで他動詞ってどうなんなきゃいけないんだ。 そうそうそう。後ろに目的語いなきゃいけないよね。これ目的語いないからダメ。今回だって、後ろにいるのは前置した名詞でしょもう慣れましたこれね。はい。だ残ったのは、前回やった分子になれるやつです。形容詞の働きができるキャラクター、ING と ED ってやつですね。さあ、どっちが入るんだってなるわけなんですが。え、そう、知ってますよ。人来てる場合は、サプライズって習いました。c a n w e surprised at the result。正解です。そうね。k n は、そう、驚かされたなんでしょ 驚いたじゃなくて、驚かされたのでしょうだから人を来てるときは、過去分子で OK じゃん。そう。まずはそれで行きましょう。ね。人を来てる人は、驚かされる側だ。受け身になるんだっていうので、それで構わないですよ。全然。でも、もうちょっと詳しく、今回はやっていきたいと思います。ちなみに、そうですね。分子だっていう風に言って、これは保護ですよって教える先生もいる。どっちでもいいです。これは受動体。ほら、やったね。受動体になるとどうなるんだっつった そうそうそう。王が一つ減るですね。もともとのやつから王が一個減って受け身になってんだよって教える人もいるし、先生の中には、ね、あ、ここはだからハイレベルだからどうしても知りたい人だけ聞けばいいですけど、先生の中には、いいかいこいつは c a n was very surprised. とても驚いたって言えるでしょ ?very っていうのはね、動詞を就職できない。でもほら、サプライズにかかっている。だからこのサプライズとは動詞じゃなくて形容詞なんだって教える先生もいます。どっちでもいいです。 はい。そこはそんなに気にしなくていいです。can w e s u r p r i s e h at the results? って覚えちゃえばいいですね。そう、結構質問くるんですよ。これ受け身なんですかそれとも、警報誌なんですかって、ねまあ、どちらでもいいです。じゃあね、もうちょっと詳しく見てみましょう。はい。元々の動詞の文を考えてみますね。この、the results surprised the can っていう風になりますね。えー、結果が県を驚かせましたっていう形になります。で、元々は、はい。結果が県を驚かせましたよっていう風になるわけですね。 じゃあ、はい。県を主語にしたらどうなりますこれ。そうそうそう。Can we surprise at the result? at いう,ふうに県は驚かされましたよっていう風に受け身になると。その結果にってやつです。で、さっきも言ったように別にこれ SVC と考えても全然構いません。どちらでも OK です。受け身と思ってもいいし、あ、これ、ね、形容詞で保護になってると思ってもどっちでもいいです。はい。 県は驚かされたんだって言っててて言ちななみにアットじゃくで結構なんか中学校だとアットじゃなきゃいけないって習うらしいですけど、いや、全然倍もすごくよく使います。で、こうやってやるとですね、なんでこうなになるのかわかんないっていう人がね、結構多いんですよ。でもね、いや、よくよく考えたらわかると思いますけどね。え、どういうことさ、ほら、日本語ってね、感情っていうのは抱くもの、持つものっていう意識があるんですよ。だから私たちは驚きという感情を持つって思ってるんですけど、でもそうですかあなただってさ、 驚いてって言って驚けます無理でしょ、ね、驚きなさいって言われて驚けないですねそう。必ず何かしらその感情の原因があなたを驚かせることしかできないでしょえ、そうじゃないですか,だからよくね、授業ではさ、こう前にいるさ、ね、生徒にこうやって。 ね、この必殺指バッチをやるんですけど、そうすると当然、うわっつってい、ビビるわけですよ。これはね、ってこれ原因があって、ちゃんとあなた驚いたでしょだって、驚いてって言ってね、驚けないじゃん。やるけどね、生徒の中で、はい、驚いてって言ったら、とか演技をする人もそれ偽物ですね。本当の感情ではないですね。だから感情の同志で、か興味を持って、はいってやったって、興味持てないし、はい、興奮してください。はいとかですね、はい、イライラして、どうぞ。はい、感動して、はいってって、無理ですね。そこです。だから感情の原因があって初めて、 驚いたりすることっていうのはできるわけですよ。だから、剣っていう人は驚かされる側なんですよね。ねこっち側になるんだって、そういうことです。で、この驚かせる人を書かないバージョン。こう、results were surprising っていう風に出てくることもあります。だから、お気をつけください。ま、さすがにこっちはね、SVC って書きますね。あの、もしこいつが動詞だったら、もう、ほら、さっき言ったね、他動詞は。 そう、目的語が必要だけど、これ目的語いらないんですよ。もうだから絶対こいつは形容詞です。で、え、こういう風うになるわけなんですが、気をつけなきゃいけない。ED か ING かを選ばなきゃいけない問題っていうのがすごくよく出てくるんですけど、主語に感情を受け取る人ですね。が出てくる場合は、この ED ですね。感情を受け取るです。それに対して感情を与える原因となるものが来た場合は、ING を選ぶ。これが出題されます,ですね。 感情を受け取る人がやってきた場合は ED。感情を与える原因が来た場合は ING っていうですね。これがよく出題されるし、A、作文で逆で書いちゃう人がものすごく多いんです。だから、はい、上は、県は結果に驚いたっていうふうになるし、下っていうのは、結果は驚くべきものだったっていうふうになるわけですね。じゃあ、これを実際テストしてみましょう。さあ、行ってみましょう。The baseball game was very なんとかって書いてあります。さあ、どれでしょう もういけるでしょう主語が野球の試合ですね。The Race b a l l Game ってなって、Hi、はい、Wars っていう動詞があって、v e r y は副詞ですね。v e r y なんとかになるわけですね、はい。動詞を勝手に増やしちゃいけない。Excite っていう動詞を増やしちゃいけません。興奮させるっていう動詞を増やしちゃいけないし、さっきも言ったけど v e r y っていうものは、動詞は修飾しないんですよ。Excitement は名詞ですね。そう、興奮っていう名詞だから、名詞をほら、v e r y は副詞副詞が修飾するのは、 覚えてますか名詞以外でしょとこいつ名詞だからありえないですね。名詞以外。このマントってついてるやつは、これ基本的には名詞になると思ってください。英語ではこいつがついてるやつは名詞になります。フランス語だとこいつがついてる副詞になるんですよ。もうややこしい。はい、で、excited と excited の。はい、どちらかですかね。さあ、どっちが入るんですかってやつさっきやりません、ね。そうです。こっちが感情を受け取る人なのか、感情を与える原因なのか、どっちですか わかりません、ね、そうです。ベースボールゲームですから、野球の試合は人じゃないですね。だからこいつは感情の原因だっていうふうにわかります。はい。だから答えは、そう。The baseball game was very exciting ですね。はい。エキサイトのものを与える側です。こっちは受け取る側ですから。はい。見てみましょうか。ちょっとベースボール長いから取っちゃいましたけど、The game excited can. っていうのが、これがもともとエキサイトさんがうしで使われているときですね。その試合っていうのが、 剣をエキサイトさせましたよっていう風に感情がこうゲームさんからね、けんさんに行くわけです。はい、じゃあそれに対して、はい、剣はそのゲームでエキサイトしましたっったら、そう。そのケはゲームによってエキサイトされましたのですね。ケン was excited by the game っていう風に、エキサイト e イ by the game っていう形にしてやればですね。そうすればゲームによって感情を与えられたわけですよね。けんはゲームによって試合によってこのエキサイトをもらったよっていう形。で、これもさっきも言いましたけど、まあ、C で構いません。 じゃあ逆に誰をエキサイトさせたかわかんない。そのゲームはエキサイティングなもんだったよって言ったら、そう、興奮させるものだったら、そうだったら、The game was exciting っていう風にやればいいですね。こういった形になります。はい、きちっとできましたかね。ゲームがエキサイティングですね。ものを与える側なんですが、本当に逆にする人が多くて、ね、あるですね、ベースボールプレイヤーが、 メジャーリーグのね、デビュー戦だったかな忘れちゃったけど、サヨナラ二塁打打ったんですよ、確か。ね、最後、ポーンって打って、で、わーって言って、サヨナラで勝って、やったや勝利ってなって、そこでインタビューを受けた、ね、その日本人のね、野球選手、こうやって、I'm exciting! って言ったんですよ。ね、ごめんなさい。I'm exciting! ってっ。本当は絶対、その人は I'm excited! って言いたかったんですよ。すごく興奮してますって言いたかったんだけど、私はすごく興奮は。 まあ間違いじゃねえかと思った。確かに監修とかはね、それによってわーってなってるから、確かにあなたはエキサイティなものを与えてるから、まあ間違いじゃないかと思いながら見てましたね。<noise> その他ね、どんなものがあるかですね。サプライズとかメイズとかインテリストレスティッサイトとか、タイヤエクソースト、アノ イルテイトとかね。こういったものが結構出てきやすいので知っておくといいかなと思いますね。まあ、驚かせる系ですね。はい。興味持たせるとかですね。キサイトさせる。t i 疲れさせる。クゾーストめっちゃ疲れさせる。イライラさせるとか。イルテイトもそうですね。あとそうだ。い1個だけ足しておきますね。thrill だけ気をつけといてください。あの、スリルってやつで、ね。日本だとなんかね、やっぱね、スリルって言って結構マイナスの意味を思い浮かべちゃう人がいるらしくてですね。I was thrilled って言ったら、 なんかそう、怖がらせられただと思ってる人がいるんですかアイブリス・ロードって、うん、プラスの意味ですかねすげえ、続々興奮したって意味ですかね There was t h r i n g とかね、threading なものだったよとかっていう時に、マイナスの意味で勘違いしようとか結構いるので、これだから、英作とかで見て、えどういうことなんでここに threading って書いてあるのなんでプラスの意味がいきなり現れるのみたいなですね。怖かったの意味でこうやって帰ってきちゃう人いるので、あのそう、scared っていうのがあるんですけど、I was scared って言えば、私は怖かったって意味なんですけど、そういうので出てきちゃったりするので、気をつけてください。 具体例で覚えていきますね。I was interested in the TV show ですね。そのテレビの番組にとっても興味を持ったよ、ね、っていうふうに言います。i be interested in とかっていうのでよく覚えますね。中学校だとこの電池が重要になって問われたりしますね。で、TV show、そう、テレビ番組のことです。テレビ番組広いですから気をつけてください。日本だとアメリカとかのやつドラマドラマっていう、ドラマドラマっていうですけど、基本アメリカでドラマとは言わないですかね。TV show と言いますのでお気をつけください。ドラマもテレビ番組のうちの1個なので TV show と言います。だからアメリカ人が日本に来て、はぁってなるものの1つだって言ってます。 ドラマってドラマって言わないから、ね。すごくよく言われた。いろんなところで。はい、じゃあ逆に、はい、その TV ショーはすごい興味を持たせるようなものだった。面白いものだったって言ったら、そう。t v ショー w a s interesting. って言えばいいですね。興味を受け取る側だった場合は、e d ね、過去分詞興味を与える原因になるものが主語に来た場合は、IMG。はい、この感覚をもう今日必ず掴んでください。はい、次ですね。I was tired from the meeting. ね、ミーティングで疲れちゃったよ。 I was tired of the meeting. この from と of がね、ちょっと聞かれちゃったりすることもあるので一応やっておきます。from の場合は本当にそれで疲れてるって感じです。ミーティングで。ああ、もうその会議ですから知ったよって、ね。それに対して of の場合だともううんざりって感じです。本当にもううんざりみたいなですね。もう長えよ、話が。みたいなね。そういう時に使いますので。まあ一応この of が問われることもあるので知っとるよさ。of の方はうんざりってことね。じゃあ逆にはい、ミーティングがもう疲れさせるもんだってもううんざりするようなもんだったよって言ったら、 The meeting was tiring っていう風になりますね。感情を受け取る人だが主語だった場合は ed. それに対して感情の原因になるものが来ている場合は ing っていう、はい、この感覚をきちんとマスターしましょう。はい、I was annoyed by the weather ですね。ああ、今日運動会遠足だったのに天気が良くないよ。それにイライラ、ね、させられた。感情を受け取る人が来ている場合は ed. 逆に、はい、その天気はもうイライラさせるもんだっただったら So, the weather was annoying っていうふうになりますね。感情を与える原因が来ている場合は、アレンジ。まあ、irritating とかね、irritated とも似たような感じです。<noise> さて。 ここまでやってきて、よーし、ING、ED、分かった。もう完璧だ。これだったら余裕だぜ。うん、中学校まではさっき習ったやつで余裕。もう完璧。しかし、高校レベルになってくると、それだけではうまくいかないし、日常生活でもそれだとうまくいかないものがあるので、やっておきます。それが厄介な ING と ED です。さっき習ったので、大体は大丈夫なんですけど、そうはいかないときがあるので、ちゃんと知っておきましょうえ。例えば、これ全然大丈夫ですね。さっきの人、ジョンワルスアっつったら、そう、ジョンはイライラしたんだよね。 大丈夫ですねそっち音っていうのはイライラを与えられるものだったんだよねジョンは。それに対して、こっちどうですかジョンはツアノイン。え大丈夫ですかこれ出てくると、わかんねえってなっちゃう人がいるわけなんですけど、これめっちゃ使いますよ。ほぼ、ほぼ毎日とか言っちゃいけないから。まあまあ、週に何回かは必ず聞く表現でした。ジョンはツアノインって言ったら、わかりますね上は感情を受け取る人ですよね。これ受けてですね。 イライラを受けてる。それに対してこっちはそう、感情の原因ですよね。全然意味違うでしょ上は、ジョンはイライラしたんに対して、こっちはジョンうぜえって意味ですからね、これね。全く意味が違いますね。だから、ここ、ing と ed ですね。逆にしちゃうと全然意味が違うから、 気をつけてくださいね。あ、なんかさっきジョンイライラしてたよって言いたいのに、邪マじゃない、ジョンうぜえ、すげえうざかったんだけどって言っちゃいますから、そう、間違えちゃいけない。さっきの野球選手だったらいいわけですよ。そあれだったら、ね、イムエキサイティングでも別に大して問題はないですね。私エキサイトしてるし、他の人もエキサイトさせてるけど、こういう時間違っちゃったらやばいわけですよ。そう、だから人が来たら ED で、物事が来たら ING とは限らないですからね。ら中学校までだったらそれで全然いけるんだけど、高校の場合は、主語、 だけでは判断できないんですよ。気をつけてください。人だって感情を与える原因になったりするでしょ。だから気をつけないといけない。他にも、Ken was amazed って言ってね、amazed 大丈夫ですね。さっきのサプライズと横に言いましたけど、Ken, けど Ken was amazing っていうこともできるわけですよ。うん、上は感情をもらって驚いている。それに対して Ken was amazing っていうのは、Ken は驚くべき存在である。だから、すげえって意味ですこれ。Ken was amazing。いや、Ken すごかったよっていう。 意味になりますので、全然違いますね。そうだから両方人が来てるけど、意味が全く違う。上の方は受けてだけれども、下は感情を与える原因になってるんだっていうことです。なんで、分子形容詞とかって言われるんですけど、この ING と ED っていうのは、 意外と人物ではやっつけられない時があるので気をつけなきゃいけません,ちゃん、ね。ちゃんと受けてなのか、それとも原因なのかっていうのを意識してやらなきゃいけない時があるんですね。はい。この動画良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 お題始まりました基礎英文法講座ですね今回は分子構文ですねもう分子だけじゃなくて構文みたいなのもくっついてくるってやつですねかなりレベルが高いんですねまあ特にね国立大学でね結構問われちゃうんですよこいつね厄介なんですよだからきちんとできるようにしておかなきゃいけないで文法問題に関してはあの難しい難関大じゃなくても出題されますので見ていきましょう はいそれでははきますね、はい、えー、空欄があって The Room ってあって I saw John っていうふうになってますねはい選択肢が Enter, Entering, Enters, Entered っていうふうになってますねさあどれでしょうはいまずね、えー、見ていくんですけどもこの The Room の後ろはいこれ I 来てますね I ってそうそうそう必ず主語にしかならないやつでしたよね主格ってやつだったもんねでさあが動詞で I saw John っていう SVO っていうやつがもうできてるんですね で、その前に何か置いてやんなきゃいけないんですか覚えてません、ね、そう。動詞出てきてるから、新たに動詞を増やしてはいけないんでしたね。だから、Enter とかね。まあ、三人称単数の S とかも全く意味がわかんないですね。はい、ダメで。えー、また出ました。ほら、分子でしょね。Entering なの ?Entered なのっていう風に、分子を使うんですが、今回は、 前回ととちょょっと勝手が違うでしょ前回の分子っていうのは後ろにいる名称を就職するとか2語以上の塊で後ろから前の名称を就職するってやつだったけどいないっしょ後ろにね就職する名称もいないほうだ」っていうね感じが来てるでしょさらには後ろからかかろうかなって思ってもいないですねそうこうやつがですね分子構文と言われるやつなんですよで答えは「Entering」になりますね「e n t e r はダメですえなんでダメのか具体的に見ていきましょう はい、これですね。Entering the room, I saw John っていうですね。こういうキャラクターになります。で、分子構文、日本でね、この分子構文っていうお名前が付けられている理由はですね、これね、ちょっとやったんだけど、もう覚えてないかな、トゥーステージのところでやったんだけど、ね、I, I saw John っていう、これ、主節と呼ばれるやつですね。この主節っていうメインのね、SV のことなんですけど、で、それより前にある塊は、基本的にはどういうのになるんだってったか覚えてますそう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 。 それより前になるやつは塊で副詞になるんだよって言ったやつです。だから、こやつは副詞の塊になるんだよっていうふうに習います。なんで、分子、前回習った分子っていうのは塊で形容詞ってなりましたね。それに対して分子構文っていうのは副詞になるんだよっていうふうに覚えといてください。 で実はね一応日本ではそうやって習いますアメリカだとね実はねいやこれ塊で形容詞だとかって習うんですよこれ内緒ですよ内緒にしなくていいかはいそれでね英語の教え方の授業をアメリカで取った時にはあって言ってね日本ではこれ副詞って習うんじゃいっつってですねその先生が形容詞になる理由を永遠言って僕は永遠副詞になる理由っていう <laughs> あのを英語で揉めたのがあるんですで副詞の塊になるわけなんですがここを見るんですねはいエンターって覚えてますねそう多動詞で 後ろに目的語を取ってるこの塊の中では動詞として働いてるんですよ。塊全体では副詞になるっていうやつです。で、えこの塊の中を見たときに、そう、塊の中ではきちんと動詞として働かなきゃいけないので、そう、多動詞だから、ね、目的語必要ですよね。全然大丈夫ですね。多動詞の中ではい、目的語いますよって。だから、Enter do ってやっちゃうと、過去分詞になっちゃうんだよ。そう、覚えてますね。過去分詞は そう受け身でしたよね前回やった、はい、受け身っていうのは目的語が減らなきゃいけないでしょだからエンタードダメだこれ目的語いるから減らしちゃダメなんですよだからエンタリングですエンタードはダメですもう一個ですねきちんと覚えておきたいんですけど役なんですけどもこれ非常に硬い表現でなんか本当に小説って っていう感じがするんですよだから英作文では使ってもいいですよただ喋るときはそこまで使う表現ではありません意味なんですけどもいろいろ習うと思うんですねあの時理由、情報条件2位状況というふうにですねいろんな役をですね当てなきゃいけないんですがそれはまあハイレベルというか国立大学受ける人ですね和訳で出さなきゃいけないときには知らなきゃいけませんこう入った時とかですね でそうやってやったかいけないんですけどただね複数のものが OK になっちゃう時が結構あったりするので部屋に入った時ジョンを見たのかもしれないし私部屋に入ったからジョン見たんだよっていう、ね、時なの理由なのって微妙に判断できないよなんて時もありますでそういう時はただただ進むんだったら、まあ、よく言われますよね「手で訳してみろとりあえず」っていうふうに結構言われます。 では部屋に入って、ジョン見たようでそれ、それで行けばいいじゃんっていう風、ね、に言われますね。そうだから、まずはえ、とりあえず手でやってみて、和訳問題とかになった場合はいろいろ考えようで、それでいいです、別に。 部屋入ってジョン見たようでそれでで、OK、ですで分子構文が重要だって言われる理由のもう一個こいつのほら来ました久しぶりですよ意味上の主語は一体何ぞやっていうのが重要になったりするのでちゃんとしてださこれ enter のほら前にさ主語いないですねでも当然エン e ー入ったっていう中入ってる人がいるわけでしょさあ意味上の主語はそうですねこの「i です私」が入ってるわけですね私が部屋に入ってるわけですよね。 で私が部屋に入ってこのジョンを見たそうだからこ,この主節の主語が分子構文の意味上の主語になるよっていうのがここがですね後々重要になってきますのできちんと押さえておいてください、ね、部屋入ってジョン見たよって言ってますでは次いきますはい「ジョン見て幸せになった」っていうわけですだからこれも ジョン見て幸せになったででいいですよね別にジョンを見た時幸せになったかもしれないしジョンを見たから幸せになったかもしれないんで、ね、いろいろな理由は考えられます。で、きちんと「C」っていう他動詞が目的をとってますね。そう、塊の中では動詞、塊全体では副詞だよ。この塊全体ではって感覚をつかまないと文法をわかるようにならないからって言ったやつです。で、はい、ジョンを見たのは誰ですかそう、主説の主語ですよね。愛っていうのが ここが繋がってるわけですね。そう、主節の主語が意味上の主語でやるっていうのね、はい、バッチリですね。もうでは次の問題に行きますね。はい、なんとか、from the sky, the island looks like a dog。はい、選択肢は see, sing, s i n g to see っていうふうになってますね。さあ、どれが入りますか。さあ、できましたかね。 えまず、このカーマの後ろの、はい、後ろ見えますね。The island。あ、これアイランドですから、ね、これアイスランドじゃないですね。この S 発音しないですね。The island。え、look like、久しぶりに出てきましたね。はい、It、looks like a dog ですね。え、犬のように見えるっていうやつですね。これはやりました。まあ、もう、ここにはい、SV いますから、新たに動詞は増やせないから AC はダメと。で、残ったこの順動詞になれるキャラクターたちなんですけども、さあ、どうしますか で、実はね、これね、結構ね、あ,あ日本語に直して、えっ、ー、と、空から見ると、あ、空から見るとだから、これかなって思って、スイングを結構選んじゃう人がいっぱいいるんですよ。これじゃあダメですね。二つの理由でダメですよね。え、なんでかわかりますはい。一つ目、ここ、意味上の主語ってさっき言ったの覚えてますね。ここに何かしら順動詞が入るんですけど、意味上の主語はそうそうそう、主節の主語に一致するんですよね。だこれ、島ですね。 シーン入れちゃったら、ほら、島さんが見るんですよ。島が見ると、空に島があるんですかはい。空,空にこう島が浮かんでて、ラピュタみたいなですね。空島みたいな感じになってて、こうやって見たらとかってなっちゃいますね。だからそんなありえないですから、だからこれ変だなってわかるし、もう一個の理由わかるんです、ね。そうそうそう。塊の中では、動詞の働きをするんですよね、順動詞ね。塊の中見てみてください。後ろに、from the sky っていう、 前置した名詞がいますよね C さっき言いましたけど自動詞・多動詞,動詞ですかそう多動詞ですよね多動詞の後ろに何が必要ですか目的語が必要ですねいますかいないですねそう能動体の場合は後ろ目的語必要なのにいないんですよだからダメ同じ理由ですよこれ「痛不停止するために」とかってやったやつですけどそれもほら目的語いないでしょだから3番のシーンであればほら受け身ですね受け身っていうのは 目的語が1つ減るって言ったでしょほら減ってますね問題ないでしょ<ん>受動体だから波動詞の目的語はないんですでさらにはアイランドっていうのは見られる側ですねどんなアイランドなんだろうねこ,うこんな島なのかなよくわかんないですけどはいこういう島で空からこのアイランドは見られるわけですよこれ飛行機ですよどう見てもはいであなたがこう見るわけでしょこっから こういうことですよね。だからこのアイランドは見られる側でしょう。ということでちゃんと意味の面であ、意味上の主語っていうことを考えてもシーンが選べるしあ、多動詞なのに目的語がないだ受け身だっていうので解いても大丈夫です。どちらでも答えはシーンにしかならないですね。ということです。だから日本語訳につられちゃダメですね。空から見るとあ、見るって言って脳動体を揺らんじゃうって人が多いので気をつけてください。Seen from the sky.The island looks like a dog. はい空から見るとその島は犬のように見えるというやつですね look like ちゃんと覚えてますね look 形容詞の場合はそのまま look の後ろに置けたけど名詞の場合は look like で何とかのように見えるでしたね born in New Zealand can as a great rugby player とかね、はい、こういうのも言うことができますねはいこれがニュージーランドに生まれたっていうですね で、Ken is a great rugby player ですね。ちょっと長いね。これも意味上の主語を考えた場合に、Ken っていうのが生まれた。Ken was born ですよね。ね Ken がニュージーランドに生まれた。だからこれも、まあ、理由と考えると一番いいかな。ニュージーランドラグビーがね、本当にすごい盛んですからね,ね。ニュージーランドに生まれたからっていうふうに取ればいいんですけど、まあ、読むときはただただ手でいいですから。 わざわざ、because he was born in New Zealand とかってね。和訳の時はいろいろと補って考えなきゃいけない時も出てくるんですけど、ね、まずは手でいいです。ニュージーランドに生まれて、県はすごいラグビープレイヤーなんだよ、みたいな感じでやれば大丈夫です。で、えー、厄介なのがレベルが上がるとですね、ここにただただ形容詞だけポコッと置かれるものも出てくるので気をつけてください。過去分詞と ING だけじゃないんですよ。こういうふうに、unable to speak English っていうふうに、これハイレベルですよ。 出てくることもあります。ジョンは、まあ、途方に来るビアッタロスってやつですね。英語を話すことができなくて。途方に暮れちゃったよってやつです。もうどうしても、文子構文で理解したいって言うんだったら、ビンゴ補っていいぞ、ビンガネイボトゥって言うんですけど、でも、あんまりビンガネイボトゥって見ることないです。ほとんど、もう、そのまま。ビンゴない状態で形容詞ポコって置いちゃうことが多いですね。はい、英語が話せなくて、ジョンは途方に暮れちゃった。 英語が話せなかった時かもしれないし英語が話せなかったからかもしれないですけど、ね、話せなくてでとりあえず行けばいいですね、はい、まあこれはハイレベルですまずは「ING」なのか「ED」なのかっていうのを押さえてくださいでレベルが高い人「ああネイボーとかね入試で問われるんだなっていうふうにふーんって覚えておいてください知ってますねえボーってこれできるでしょ「b a b l e t o ですね」それの逆です「指否定の案がついて「できない」っていう英語喋れなくて途方に暮れちゃう まあありますよそうはね私もねいずれいろいろ話すと思いますけど最初英語できなかったですからほんと途方に暮れたこともいっぱいありますね最初の、ね、飛行機でそのサンディエゴの空港にね降り立って空港を最初にこうお迎えの車乗ってでここだよっつって降ろされてこう降りたんだけどで部屋行ったんですけどそうそう私が契約した部屋行ったらそこにはですね人がたくさん住んでて私の部屋はなかったんですよもう途方に来れましたよ。 でここはうちの部屋だって言ってもう「えー」みたいなよそんなそ向こうはいやいやあんたの部屋なんか、ね、そもそもベッド足りないしみたいな感じで言われて「へえー」「かけりゃいいじゃんエージェントに」みたいな感じでエージェントに電話かけたらその時土曜だったか日曜だったかで休みでだから何も通じないもうまさに途方に暮れたわけですよで最初から連れて行かれたところに私の部屋はなかったっていうですねその後私はどうなったのでしょう途方に暮れて、ね、まあいずれそのストーリーも出てくると思います はいでは今日の英単語ですねアイランドっていうのが今出てきましたね島ってやつですこいつをちょっとやっておこうかなと思いますねで、まあ、発音がねとっても重要ですアイアイランドですねアイスランドではありませんのでアイランドというふうに読むんですがこれはそうランドっていうのがねついてるからあ何か、ね、地面と関係するのかなって思うと思うんですね実はアイオっていうですねこの小島ですね小島だよじゃないでしょっていうのがあるんですけどこれと仲間ですこの小島っていうのと小島っていうの小島じゃなくて <laughs> それとランドのこうですねこう合体系みたいなのでできた単語だっていう風うに言われてますでここの部分っていうのはですね実は「エンシュレイト」とか「アイソレイト」なんていうのと仲間になるんですね。で「えー、何それ」って思うかもしれないですけどでこの「アイソレイト」は知ってますね。と「隔離」ですね。こう離れるっていう離れるとか離すっていう意味ですよね。だから島っていうのは離れてるわけじゃないですか。そうだからこれはあ アイソレートしてるランドなんだな離れている陸なんだなって覚えとくとアイランドのこの S は忘れにくいですからこの仲間のねアイソレートと覚えておくといいですね。で難関大だとこのインシュレートっていうのが出ちゃったりする時があるので一応言っておきますね。インシュレーションとかってねこ日本だとあんまりないんですこので絶縁体とかね、えー、言われるやつ電気とか熱を通さないやつですね。 インシュレーションっていうのはこの日本だと結構壁さ薄い壁の家がいっぱいあるじゃないですかだから近隣問題いっぱい起こるんですけどあのうるさいみたいなですねアメリカだと、まあ、ほとんどの地区がもう何年以降に建てられる建物の中にこのインシュレーションが入ってなきゃいけないその音とか熱を逃がさない、ね、ものが入ってなきゃいけないって、ね、決まってるんですよでそれが入ってるとそんなに騒音も聞こえてこないし横ねであとは冬にあったかいんですよ熱が外に出ないので あったかいそれが日本はないから。 結構アメリカ人日本に留学してきたりとか日本で仕事すると壁薄うす,うすでうるせえし冬は寒いしってですね文句言ってなんでインシュレーションがないんだっていろんな人に言われましたねそういういうに熱を隔離したりとか電気をですね隔離するっていうのでこのね編集はいいってとかっていうのはえ実は使われるものなんですねそうだから隔離されたランドっていう風に覚えておくとこのアイランドの S は忘れないで済みますのではいきちんと押さえておくといいと思いますはいそういった形で覚えておきましょうなんか 課題の人は印象シュレートも知っておいて何かだ受けない人たちはせめてアイソレートとかね覚えておいてハイランドのスペル間違いのように気をつけましょうはいこの動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますそれでは始まりました基礎英文法講座今回はですね分子公文の2回目ですね非常に厄介なやつなんですがどんどんレベルが上がってきますのでねほんと注意ですでは行きましょう えまず、いつものように問題を解いてみましょう。はい、空欄があって、What to do ってきて、はい、その後ろに、can went home って書いてますね。で、選択肢見ると、not known, not knowing, knowing, not not knows っていう風になってますね。さあ、どれが入りますかはい。まあちょっとね、前回と似てると思うんですが、ここに、はい、can went home っていうのが入ってありますね。これやりましたね。home ね。はい。 何し,でしたそうそう、副詞ってやつでしたね。だから、when to home にしちゃダメだよってやつね。canwhen home ってやんなきゃいけないよってやつです。言いましたね。何度も何度も復習していきますからね。習ったことは何度も出てきます。はい。で、この s v あるから新たに動詞を増やすためには、そうですね。接続詞とかっていうのがなきゃいけない。ね、接続詞ないときには置いちゃいけないよって言ったでしょ。そうだから勝手に NO とかっていうのね。こうほら、NOT k NOWS とかで、ね、もわけわかんないのでね。置いちゃダメです。 で、残ったキャラクターたちであれば、分子っていうキャラクターになってますから、そう、それだったら OK だよって言いましたね。そう、純動詞であれば、接続詞の力借りないで、まあ、ある意味、純動詞は半当の動詞じゃないので、それを置くことができるよって言ったやつです。で、はい、主節さんのこの前の塊、こいつ、ね、塊で何になるんですかそう,そうそう、副詞になるんだってやりましたね。そう、前回の復習ですよ。これは塊で副詞、主節の前は副詞だよって言ったやつです。で、後ろ、ここ、What to do っていう、 でこれ疑問したス・トゥ・フ・テイシーってやつですけどこれ塊でね名詞になるんでしょうこれねはい塊で名詞3になってます何をするって言うんですねだからここはい後ろに名詞がいるわけですよこれ目的語を取ってますね目的語を取ってるってことはそう能動体になってないとおかしいですねね受動体にするとどうなんでしょう,そう、o、が1つ減るんでしたねだから1もダメだこういうふうに解くこともできるしもう一個の考え方やりましたね覚えてますか そうそうそうもう一個は「主説の主語」の関係性を見なさいってやりましたね覚えてますねそう意味上の主語っていうのは主説の主語と一致するんだよってやったでしょだから「剣」が知られてるっていうのは何のことやらさっぱりでしょなんで剣が知られてるのそうじゃなくって「ing」系であればまあ今回どっちにしろノットがついてますね剣だから何するか知らなくて家帰ったっつねもう何やったらいいか分かんねいもう帰るっつってね、えー、なったっていうことですね まあ皆さんの何ですか合唱コンクールのね時とか文化祭の時とかねやってらんねえよみたいなねもう何がわかんねえか帰るよみたいなねそういう時ですけどなんでこれで分かりますね目的語取ってんだから絶対能動体であるっていうのもわかるし意味上の主語っていうのを考えた場合でもこれは i n g 系能動体だなって判断できますで残ったのはそうですナットの位置ですねこいつナノウィングにするのかそれともナオウングナットにするのかさあどっちにしますっていうのが問題だったわけですえ答えは n o すな、な o w i n g というのが正解になります ing の実は前にこのノットを置かなきゃいけないよっていうここがねよく問われるのでやっておきますねはいいきます、uh, not k n o w i n what to do can win h o r e はい、え何をしたらいいか分かんなくて剣は帰りましたそうとりあえずは分子構文というのは手で訳しなさいって言いますね何するか分かんなかった時とも考えられるし何するかも分かんなかったのでっていう理由かもしれないですね時や理由両方考えられるけどとりあえず読み進める場合は手で訳せばいいと、まあ、どうせ小説みたいな時しか聞くことはほとんどないと思いますほとんど読むことしか出てこないですからこの形っていうのはねで「脳、はい、が後ろに目的語と ているから能動態なはずであるというのもわかるし、主節の主語との関係を見て意味上の主語の関係を見た時も剣が知る側だからだから n g だっていうのもわかるとはい。これが前回の復習です。で、今回は not。 否定語のこの「not」っていうのは ING の直前に置かなきゃいけないよ。はい、このポイントが問われやすいので、きちんと覚えといてください、えー。何するか分かんなかったから、ケンは家帰りましたってやつ。はい、それじゃあ次いきますね。not looking carefully Ken got hit by a car これどういう意味ですかえ、look carefully ですね。はい、きちんと注意深く見て、注意深く見るっていう意味ですね。注意深く見てなくて、ケンはがっぴば c か r だから、そう、車にはねられた。 ってやつですね、なんてこった、えー。B 同士プラス加工分子っていうのでこう、ね、受け身ってやつですが、まあ、ゲットも受け身でよく出てきますのでもう実はねでに出てきてるんですけど気をつけてくださいこれもね「はい、がヘッ」ですねそう「ゲットヒット」っていうのは「KEN WAS ヘッド」と同じです、はい。車に跳ねられましたってですね。 ちゃんと見てなかったからね珍しいですねジョンがいつもねひどい目に遭うんですが今回ケンがひどい目に遭っちゃいましたけどねそうちゃんと見てなかったでこれもだから理由かもしれないし時かもしれないですねちゃんと見てなかったから車に跳ねられちゃったのかもしれないし見てない時に跳ねられたのかもしれないですねまあ、とりあえず手で行けばいいとでさらにノットっていうのがはいさっき言いましたね ING の直前にノット置くですねこの癖を絶対つけておいてくださいねこれからすごく重要になりますからね <laughs> では次の問題に行ってみましょう。はい、空調に入るのは、なんとか his work.can went home っていうふうになってますね。選択肢が finish, e d finished, h a v e n t finished, have finished っていうふうになりますね。さあ、どれになりますかはい、で見てみましょうね。はい、また先ほどと同じですね。can went home ですね。またおうちに帰りました。で、はい、finish って言ったら、そうですね。新たに動詞を増やしちゃダメだったでしょ。だから、さようならってなりますね。で、4番もそうですね。have finished ってね。まあ、これ、完了形。あ ね、これ完了形になってるんでしょうけど、順動詞じゃないですね。なんからさようなら、はい、で、残ったのはフィニッシュとか having finish をさあどっちですか？この辺からですね。混乱する人が結構出てくるんですよ。2番のフィニッシュとは選べないですよえー。なんでですか？過去分詞いけそうじゃないですか。いやダメですね。はい、そもそも空欄の後ろに has work e d っていう名詞がいるから。目的語取ってますよね？目的語取ってるってことは？ そう能動態になってるはずですね。でこいつ過去分子ですよね。過去分子は O がそう掛けるんでしたね。覚えてますね。だからありえないです。目的語いるんだから、だからフェネシュとはありえないわけです。過去形はどうですか。フェネシュところ過去形までいや過去形にしちゃったら動詞が2つになっちゃいますよ。ね、ダメでしたね。動詞を2つにするには接続詞が必要だったでしょう。さあどっちで考えても、だからフェネシュとはありえないんですよ。 ということはそう。あんたがえー、そんなん知らん見たこともないし、聞いたこともないね。やだ。こんなの選びたくないって言っても、ハッキングフィニッシュと選ばないといけないんですよ。えー、そんな官僚系みたいな。キャラクターも。 出てくるんですすすか順動詞のところにそううなんんででで出てきちゃうんですで実際はね同名詞とかあのトゥーフテシーシュのところにもこいつってね関わってくるんだけども、ね、そこはちょっとレベルが高いのでそこは飛ばしましたじゃあなんでプチ公むのところやるんですここはねめっちゃ出ちゃうからなんですよ基礎レベルの大学でも出題されるのでやっておかなきゃいけません Having finished his work can went home 仕事が終わったので帰ったかもしれないし仕事が終わった時帰ったかもしれないですね。仕事が終わっって県は家に帰ったで構いないですで先ほどと同じですね、はい、ちゃんと能動体になってますねハブタス加工分子受け身じゃないですよね。能動体だから目的語取ってるよフィニッシュ多動詞だから目的語取ってるよ意味上の主語を考えた時にも、はいね、仕事が終わったのは県ですからね、はい、ここも問題ない。 ですよね、はい、そしてこのハーブタす過去分子っていうのが新たに出てきたハービング過去分子っていうのも出てくるんだなと思いますがでこれね一つ前の時間だと思っておけばいいです。完了とと前の時間を回すとかね結構複雑な <laughs> ことを、ね、やろうと思えばできるんですけど基本的にはあ主節があってそれより前の時間になったらこのハ i ビング囲文詞っていうの出てくんだなと思えとけばいいです。ふーんっていうのでいいです。あそうなんだより前の形で出てくんだなと思えばいいです。そうですね。家帰ったよりも前に当然終わってるわけでしょ仕事ね。でその時にあより前の時に出てくんだと覚えといてください。はい練習しましょうね。さあこれはどうですか ?Having eaten too much can got a s t o m a e さあこれはどういう意味そうですね。同じように。 ケン、はい、ガラスマックストマックエイク知ってますか？そう腹痛ってやつね、お腹が痛くなるってやつですね。ねこっちを見ると、こう食い過ぎちゃってですね。はい。キューマチ食い過ぎちゃったからお腹痛った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 ってですね。でこれも手でいいわけですよね。食べ過ぎちゃってお腹痛くなりましたよっていうふうになりますね。これ時間を考えた場合に、そうですね。お腹が痛くなるのよりも前に食ったんでしょ？それだからより前っていうのであ。 ハビングが来てるんだなっていうふうに分かればいいです。それで OK ですね。で、えっ、ー、と、同じように文法実行を確認しておくと、こ<で>れ、イートンって書いてあって、あ、受け身ってもう調べる。そハブタす過去分子ですから、これ、能動体ですからね。ね、能動体でちゃんと目的語を取ってるし、はい、イートの目的語ここにあるし、はい、食べたのは剣ですね。剣が食べた意味上の主語っていうのもちゃんと、ね、筋が通っておりますね。これがね、後々重要になってきますので、まずはこれをきちんと押さえておいてください。 では今日の英単語に行きましょう今日の英単語はですねそう先ほど最後に出てきた「スタマック・エイク」ってやつですこいつがですね非常に厄介なのできちんと押さえておかなきゃいけませんでこいつ、まあ、単語を区切ってやるとですねそこまで難しくないんですよ「スタマック」っていうのがほらお腹ですねで「エイク」っていうのが痛い痛みのことですね、まあ、動詞で使うこともあるんですけど痛みを表すものだというふうに知っておいてください基本的に「エイク」っていうのは数えられる名詞なんですよ でそれに対して「ペイン」っていうのね、まあ、ちょっと意味の違いもちょこっとあるんですけど基本的には「不可算名詞」だと思ってください数えられる時も実はあるんですけどペインは不可算でエイクは加算なことが多いですでじゃあストマックエイクってきててお腹痛いであエイク来てから数えられるよね,ねさっきもそうでしたね数えられてますねそうですただ基本的には数えられるでいいですただここに書いてますね アメリカ、C、とかでアアメメリリカカででですすココピピーーラライイトトじゃなないいいねにつては数えられるよっていうのが実はですねこ思い出深くてですね私は神戸でですねあの資格取ったんですよ英語を教えるねやつ取ったんですけどそこで,でこのアメリカ人もイギリス人も、まあ、オーストラリア人とかシンガポール人とかいっぱいいる中でね資格取ったんですけどでこれスタマー系が出てきたんですよで教材はイギリス英語そのセルタっていうんですけどセルタっていうのはケンブリッジっていうところが主催してるのでイギリス英語なんですね教材全部でそこで ですそこでアメリカ人とイギリス人が「大揉めしたんですねそうストマックへ行くに「あ」がついてないどういうこっちゃ」っつってです、ね、アメリカ人が言い出してイギリス人は「ーつけねえし」みたいなこと言ってで2人がもめて「ーつけるに決まってんじゃん」みたいな感じですごい揉めたんですよ、ね。こんなんで揉めんだなと思ったけど大揉めで「でお前文法を取るだろどっちなんだ」って「いや俺アメリカに留学してたから「あ」つけてたけどって言ってね「オーラー」みたいなアメリカ人が言ってで辞書を見て「わあイギリス人は」 イギリスの辞書見たら本当に熱いてなかったし、えーってなったのを覚えてますね。じゃあ、ヘレイクですね。はい、頭痛。そこで僕が言ったのはこれなんですよ、ね。ヘッドだから頭が痛いわけですよヘレイクどうなんだったら、うん、I have a headache。 I have a terrible headache. あつけるねっっててイギリス人も言ってましたヘデイクはつけるんかいみたいなね。えいくは基本、ね、加算名詞なのになぜかストランクえいくはイギリスではあがつかないっていうですねそういう謎の状況が起こったんですよね、えー。ちなみにトゥース c h e ですね。I have a toothache とかっていうですね歯が痛いってなる時なんですがこいつはですねまああんまり、ね、皆さんそんな困ることはないかもしれないですけどトゥースってねあ o トゥースってこれじゃないですよトゥースってね、えー、あるんですけど歯が1本だけ痛いっていう意味では別にありませんのでだから歯が 歯が日本以上痛てからティースエイクにしなきゃいけないのかそ,はそんなことはありませんのでそのまま日本以上痛かろうが3本以上痛かろうがトゥースエイクといいますね I have a toothache っていうふうに言うんですね、はい、で意外にだからエイクってあそうなんだ厄介なキャラクターなんだなと思ったで英作文ではやっぱ「あ」抜かして書いてくる人がすごく多いストマックエイクの方はイギリス人にとっては OK ですけど基本的にはみんな「あ」をつけてやってくださいで歯は何本痛くても I have a toothache ですティースエイクにはならない これねネイティブたちに話すとね「えいやーみたいなですね結構話が盛り上がるやつなんですよ今回もねあのこれうちの英語を見てるやつが「旧行くってそう日本以上でも「旧行くでしょって言った時に「知らなかった」っつって「確かにそうだ」って言っててねであとはこれイギリスだとストマック行くて「あつけないんだよ」っつったら「そんなバカな」そう意外とね地方によっても差があったりするところなわけですねはい今回はですね「エイクについて学びましたはいこの動画良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします これで始まりました基礎英文法講座今回は分子構文の3ですね、はい、3回目になりますね非常にね分子構文って厄介なんですよそれでは行ってみましょうはい、それでは今日の問題です、はい、空欄があってさあ長い選択肢ややこしい have not finished, have been not finished, not finished, not h a v i n finished、ね、さあどれが正解でしょうえー、っとまず後ろ ね、ケンはい、Ken、はね、オフィスにとどまってたってですねまあ今までのね、前の動画見てもらえればケ、ね、ンはね、しょっちゅう家帰ってたんですけども、<laughs> ええー、今回はね、オフィスに残ったっていうことなんですがさあ一体何があったのかですがね、SV あって、はい、新たに動詞を増やすためには接続し必要ね、ない場合っていうのは準動詞さん登場ですねだから準動詞さんになってない「ハブナットフィニッシュ」と「はいさようなら」ですね 同じように NotFinish ともさようならですねえー、これ過去分詞ダメですねこいつ過去分詞じゃないでしょえー、覚えてないですか、ね、過去分詞する場合は柔道体だ柔道体にすると O が減る、ね、でも今回は h a s w o r k っていうのがいる O が減ってない O が減ってないってことは受け身じゃない受け身じゃなかったら単なる過去形過去形を置くことはできませんね はい、そんなことできません接続しもないのに勝手に置いちゃダメさあ問題は2か4かどっちなんだいっていうのはこれが問われるポイントです、まあ、できちゃう人はねスッとできるんですけど分かんない人は「へえ」っていうふうになっちゃうやつなんですが答えは4番なんですよ。ね。Not finished. ってなるんですね。 えーってなるわけですよ。えー、だって、have not finished だったじゃないですか。そうだよね。今までやったときね。I haven't finished ですね。I haven't finished my homework とかでね。やったよね。なのに、えぇ、ー、?not が前に出るんですか普通じゃないじゃないですか。そう。だから問われるんですよ。普通じゃないのを入手は問いたいんだって言いましたよね。で、前回やった別のルール覚えてますかえ、ね、覚えてないですか ?not は ing の 直前に置くんだって言ったそっちのルールが勝つんですよ。そうだ、からハブノットフィニッシュって言いたいけどもな、ハビン a v i n g f i n っていうこっちの形にしてやんなきゃいけないわけなんですね。だから仕事終わってなくて県はオフィスにとどまったっていうことですね。終わってなかったからかもしんないし終わってなかった時かもしんないですけどまあとにかく終わらなかったんですよね。ハ a v e がついた場合は1個前の時間って言いましたよね。で not 否定。否定は ing の直前に置くんだって言ったやつです。 こういう形になっているわけですね。ハブタス過去分詞ハブタス過去分詞があって、規定語は ing の直前に置いてやるってやつです。で、ちゃんと能動態で目的語を取ってる。はいで、意味上の主語は終わらせるのはそうですね。主節の検査ですね。剣が終わらせる側ですね。で、剣が終わって。 ななかった終わってなかっっっったたた終わわてのででで残けすねでここでポイントとなるというかこのやっぱ n o t h a v i n g が覚えられないです n o t h a v i n g 過去分詞とかって覚えるんじゃなくてフレーズで覚えなさい n o t h a v i n g f i n i s h e d h i s w o r k っていうのを覚えればそれだけでバッチリでしょ n o t h a v i n g f i n i s h e d h i s w o r k ってやればあこれ n o t h a v i n g 過去分詞になってるじゃないですかそうだから具体例覚える分詞わざわざ n o t h a v i n g 過去分詞で覚えるんじゃなくて n o t h a v i n g f i n i s h e d h i s w o r k っていうフレーズで覚えちゃってください はい。じゃあ次の文。これどういう意味ですか ?Not having brought his wallet.Ken couldn't buy a drink.、ね、はい。さあ、これどういう意味ですか ?Ken、はい、couldn't buy a drink. はい。どういう意味ですかそう ?Ken は drink を買えなかった。ですね飲み物を買えなかったって言ってるわけです。ね、で、その終節より前にこいつが来ますね。Not having brought his wallet. ですから。Have brought ですね。はい、Bro. 大丈夫ですかそう ?Bring の過去分子ですね。で、his wallet.The wallet は と財財布布ですね。財布を持ってこの not が ing の直前でしたね。not は ing の直前に置いてやってくださいね。not having brought his wallet, Ken couldn't buy a drink. ワーレット、財布を持ってこなかったので買えなかった。はい、持ってきてなくて、k e は飲み物買えなかったよっていうふうになっているわけなんですよ。 はい、大丈夫ですね。この not having 本当に語順がねよく問われるので、ね、間違いやすいところですので、覚えてください。not having b r h s wallet.can t, t buy a r i n きちんとね覚えられるように頑張ってね。いろいろやり方もやったでしょ。今までほら後ろから区切ってやりましょうとかっていうのもやったと思うので、きちんと、ね、そういうのを練習していくわけです。だからこれ、あ、his office. あ、his office. とかでね,ね。can s t a y at his office.can s t a y at his office. とかって言ってね。はい。 Not having finished his work, c a n stay at his office. ですね。そうこのリピートのやつやりましたね。区切って覚えていきましょうってやつでした。こういう長くなった分こそ、まさに区切って記憶しておくっていうのが役立ちますので、Buy a drink. Can, couldn't buy a drink. Can, couldn't buy a drink. Not having brought his wallet. k Can, couldn't buy a drink. いいいうう風に区切りながらやっていくっていうリピート是、ね、非実践してこのノットくっついてるこうハビング過去分子の、ね、分子構分とこれ非常に長くなるのでこの区切って覚えるっていうのは役立ちますので是非やってみてください。はい はい。それではですね、今日の英単語っていうね、まあ、ワレットだけじゃなくてね、非常にいろんなところに、いろんなですね、お金系のね、単語を紹介していこうかなと思いますね。ォレットですね、ォレットっていうのが財布ですね。で、なんかパースも財布のことだと思ってる人が多いんですが、アメリカ英語では、パースは財布のことではないので、普通まず手下げカバンですね、女性がこうぶら下げるようなやつのことをパースだって、ね、それをパースっていうんだと思ってください。で、そうそう、パース取ってって言った時に、 そう財布があってね、パースを取ってって言ったときに、僕はね、財布だと思ってたから、ないよ、パースなんてって言われたので、あそうなんだ、よく覚えてますねそうそう。その時に説明されたパースっていうのは女性が覚え持ってるやつで、まあ、確かに小銭入れのね、部分はね、あるんです。小銭入れの場合はね、言えたりもするんですけど、で、ワレットっていうのは、そうそう、こういう、そうそう、日本だとこういうね、サイズのものだと思うんですけど、アメリカの紙幣っていうのはね、このね、細い、分かるかな、そうか、お金と日本のね、 紙幣と比べてこのサイズが違うんですよ見えるかな、はい、この細いんです、ね、細くなるからそれもだから財布もねこんなに大きくないです高さがないのもっとね低いんですよ財布がだから日本の普通に財布を見た時にめっちゃびっくりしてましたよなんでこんなにあるの高さがっつってすごい驚かれたのを覚えてますけどねでお金関係でですね非常に気をつけなきゃいけないのがですね実はこれなんですよ。ね、これアメリリカ英英語語とイギリス英語で 表すこととが違っっってて、ちちょっと厄介になっちゃうよの「built note check built」って書いてありますけども実はこっちがアメリカですねこっちがイギリスちょっと色でも変えますかはい、はい、だったとしてこれ何を表すか分かりますこれ違うんですよ ベルって言った場合ですね。あ、もちろん同じ意味を表すものもあるんですけど、このベルってですね、実はこれ紙幣のことですね。ベルって言った場合に。でも、イギリスでは紙幣のことですね。ノートとかバンクノートっていうふうに言ったりするんですね。で、それに対して、チェックって言った場合、まあ、日本でもね、チェックお願いしますとかっていう人はいるんですけど、そうですね、お会計のことですね。で、イギリスではお会計はベルになるわけですね。だからここが ずっとアメリカで留学しててチェックポリスチェックポリスって言ってたけどカナダに留学したらみんなベオだったベオレイスって言ってたでイギリス旅行行ってもオーストラリア旅行行ってもベオって言ってましたねみんなねそうなんだって思ってねあ違うんだなって思ったのに今でも多いですねあビルっベオ大丈夫ねダークエールはやりましたからきちんとね発音できるようにしてくださいねはい で、せっかくなんでね、このドルとかっていうのをね、ちょっとね、アメリカのやつ、ちょこっと勉強しようかなと思うんですけども、まあ、dollars ですね、この S 忘れちゃうよね。yen ほらつかないじゃん。円ってさ、1 0 yen でしょ。1 0 n yens ってならないから、だから1 0 dollars とかこの S 忘れちゃう人が多いので、お気をつけください。で、表示するときにねで、こういうふうに、そうですね、1 0 dollars っていうふうになるわけですよね。それに対して、セント。 どうやって書くかわかりますよ？10セントって言った場合どうやって書きますか？意外とですね間違える人が多いのでそう、アメリカ人たちがお買い物できるエリアが日本にあったんですね。そこで知り合いのアメリカ人が行った時にこうやって書いてあってふわーっつってですねなったんですよ、ね。これ何が悪いのって思うかもしれないですけど、そうドルはねこうなんだけどセントはねこっちなんですよ後ろなんですよ。ややこしいよね。<laughs> そのアメリカ人がフェイスブックかななんかにですね、どこが間違ってるでしょうとかですね、すげえみたいな感じで,ですね、投稿してたんですけど、そうです、このセントのね、位置がですね、違うっていうですね、10センツ。で、それぞれですね、一セントコインのことですね、ペニーって言いますねで5。で、五五セントが猫でね。で、テンセントがダイム。で、二十五セントっていうのが非常によく使う、q u a r ですね。まあ、四分の一じゃないですか、q u a r っていうのはね。だから二十五セントコインっていうのは非常に使う。いろんな自販機とかもね、これで使うことが多い。 ね、であとはそうそうバックってねダラーズですけどこのドルのことバックっていうことも日常生活は非常によくありますワンバックとかツーバックスとかね最初はだからほにアメリカ生活してたらツーバックスなんだボックスって箱何の話をしてるんだろうって知らなかったんですけど本当にめちゃくちゃよく使んですバックっていうですねツーバックスとかテンバックスとかね言ってまあではらダラーズじゃなくて、まあ、確かにこっちの方が短いから言いやすい、ね、あとはまあなんかねグリーンバックとかね、えー、緑色だからとかっていうのでねこのそうそう後ろがうそう後ろが ね、アメリカの紙幣緑色なんでそれでグリーンバックスって言ったりとかもするっていうふうに言ってましたねじゃそれぞれのね紙幣ですね出てるおじちゃんたちあの表示できるのかな引いておいてくださいそれぞれね1ドルですねジョージ・ワシントンとかでそれぞれの人が誰だか知っといてほしい1ドルですねえっと2ドル札っていうのは、ね、非常に珍しいんですよあんまりこれ日本だと2000円札みたいなんです、ね、感じであんまり見かけないんですけどそうそうせっかくだから2ドル札取っといておいておですけど、まあ、これトマス・ジェファソンですね で、5ドルがエブラハム・リンカンですね。リンカン、スペルが難しいやつですね。それぞれ10がハミルトンでしょ。で、20ドルですね。この20ドルビルっていうのが一番よく見かけるやつですね、まあ。ジャクソンのやつですけど、アメリカと日本ってね、ATM もだいぶ違うんですよ。ATM さ、日本は24時間じゃなくて閉まっちゃうとこいっぱいあるけど、アメリカって大体24時間やってるとこが多くて、で、しかも、まあ、そうとは限らないか。まあ、場所によるんだけど、アメリカって時間外手数料とかですね、ないところがほとんど。 あったんですよまあ、今はねちょっとあるとこもあったりするんですけどでで日本だと時間外手数料とか取られるっていうのでめっちゃ怒ってましたよねアメリカ人たち。でまだ実際サンフランシスコでもある銀行が時間外手数料を取るとかってねやった時にみんなが反対してるニュースが出たりもしたんですけどその時日本だと1万円ってね普通にダウンロードダウンロードじゃねえよ <laughs> 下ろせるわけじゃないですか。1万円とろせるることできるけど アメリカだと1万円に当たる100ドル札って出てこないんですよ、ATM で。そう、ATM で100ドル札出てこない。20が一番上なんですよ。だから1万円分ダ、ダウンロードじゃない。ね、1万円分を下ろしたとしても、20ドル札が5万円出てくるんですよ。100ドル下ろしても。そういうふうに、そう、20ドル札が一番よく見かけるんですよ。だから、今、僕はこのね、持ってるブラントのですね、この50ドルってすごく、 ね、見かけることはだからあんまりないね。まあ、見たことあるあ、僕の知り合いのアメリカ人は初めて見たって言ってましたからね。この外国人はこうやって、ね、結構持ってることが多いんで。で、100ドルがベンジャミン・ファンクリンですね。はい、非常に有名なベンジャミンって言ったりもしますからね。100ドル札のことそれも、だからまあ映画とかドラマにいっぱい出てくるけど、なかなか見かけることはそこまで多くないですね。で、スーパーに行ってもね必ずなんかこういつも印つけてこうやってましたよ。チェックして本物かどうかっていうの。で、大体払う人もみんなで、やっぱ外国人、アメリカ人たちが。 なんか100ドル札で解剖するっていうのはなかなか見かけない場面でしたね。はいということでしたえ今回ちょっとアメリカのお金についてやってみましたはいこの動画よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします <noise> お。では始まりました「基礎英文法講座」今回は分子構文の第4回目になりますね。それではいってみましょう。はい、<noise> ではですね文子構文の第4回目はこの問題からいきますね。なんとか。From the weather the game might the the be cancelled ますで選択肢が「Speaking, considering ・ judging ・ permitting」というふうになりますねさあ、so、選ぶことができましたかねはいまあこれねセットフレーズだって言って知ってるらそれでおしまいですよまあそれで全然構わないんですけどもまず、えー、主節って言われる方ですねメインの方はもう慣れましたね「ゲーム前ーキャンセル」で、はい「ゲームがキャンセルされるかもしんないよ」って言ってるわけでその前になんか塊があるぞっていうのが見えますね で、今回は、ああ、分子公文なのか、また来たなって思うんですが、みんな、ing だから、もうそう、表現知ってるか知らないかっていうことになります。はい、答えは、judging from ですね。これから判断するとというふうにします <noise>。judging from the weather っていうふうになりますね。で、まあ、他の選択肢もね、ここにいるにはちゃんと理由があるので、えきちんと見ていきますね。はい、judging from the weather. The game might be ねえー、ここの塊です。ジャッジンフ o ンっていうので覚えちゃって構いません。これから判断するとっていうやつです。で、バイもね、ちょっと入試では問われることがあるので、ジャッジンバイも一緒に覚えておいてください。はい。えー、天候から判断すると、その試合っていうのはキャンセルされちゃうだろうねっていうやつです。で、こいつ、うん、そうなんだでいいんですよ。全然それで覚えたぞ。よし、このフレーズ覚えたで進んでっていいんですけど、一応今までのですね、 やつとちょっと違うところがあるって気がつきますかだから出題されるんですよ今まで皆さんが習ってきたこの分子構文のルール違反してないですかえ気づきました覚えてます意味上の主語ってやつほら分子構文の意味上の主語はそうそう主節の主語に一致するよって言ったじゃないこれ一致してますね？このウェザー,ーから判断するのがゲーム試合になっちゃいますよ試合さんが天気から判断して うつっ,ってですね「支配さんって何なんだろうそもそも支配さんが無理かな」とかって言うわけないですねそう一致してないですねこれね主説の主語が意味上の主語になってないですねそうなんですこういうのをまあいろんなね文法事項で独立分子構文とかって習うやつですそうこれなんですよ独立分子構文っていうのは結局のところこの主語動詞からもう独立してるんだよこれね こっちの主節の主語動詞から独立しちゃってるよっていうのを独立分子構文って言いますで、どういうふうに独立してるのって言ったらそう意味上の主語関係ネース無視す主節の主語と関係ネースっていうのが独立分子構文ですで、それ何でもかんでもやっていいわけじゃないんですよ今まで習ってきた普通は主節の主語に一致しなきゃいけないんですでもそれに一致しない表現たちがあるよっていうのでそういうのを独立分子構文っていう謎の表現になってるわけですね はい。例えば、スピーキングっていうのがありましたが、えー、frankly speaking ですね。率直に言ってってですね。you should quit your job ですね。仕事辞めた方がいいよって考えた方がいいかもよみたいなね。そういう時なんですけど。えー、あとはね、後ろにこの from がついてるんです。このね、speaking. オブ何々っていう風に出てくることもありますね。Speaking of John.John John について言えばとかですね。I heard he got married とかね。結婚してるらしいよ、last month ね。先月とかっていう風に出てきたりすることもありますね。で、これもあなた辞めた方がいいよ。ね。仕事辞めた方がいいよって言ってる。 この人自体が言ってるわけじゃないですね。自分自身で、このあなた自身がこうやってやめた方がいいとかって言ってるわけじゃないですね。ね率直に言ってって意見を言ってるのはこう自分ですからね。こういうふうに、でこの主説の主語に一致してなくて、話してとか、一般のね、普通に考えて、これやめた方がいいよっていうふうに判断するんですね。そう話してとか 一般の人が判断しているわけですねこの話してが言っういうふうに主説の主語を無視してで話してとか一般の人がするようなやつそれを独立分詞法文って言うんだなふーんっていいですこういうフレーズを覚えてた方がぶっちゃけ早いので,で他にもこれですね「considering the weather the game might be cancelled、ね」「consider」って言ってそう考慮するとってやつですね、the、天気を考慮すると まあさっきの問題ではフラムがついたからここには入れないですけど関では多動詞ですからね。はい。で、ウェダーを考慮するとゲームはあーキャンセルされるだろうねってやつです。だから考慮するのは、分かりますね、そうです。この話し手とか書き手がですね、判断してるわけで、ゲームが考えてるわけではないですね。そう、こういうふうにね、分子っていうのはですね、ING くっついてですね、こうやってセットフレーズを作ることが結構あったりして、それが独立しても、もう、 ほとんど前置詞じゃないですかこれそうだから分子公文っていう風に習うんだけどもう多くの辞書にはこれ全知詞って書いてありますので<っ>、はい、で ING つくね全知詞ってね意外とあったりもするんですが、まあ、これからいろいろ見ていくと思いますフォロウィングとかディーリングとかですねいろんなのが見かけるとは思うんですね過去分子のやつもあったりするからねそうギブンってほら。 ギ分なになにとかね。えー、言うんですよ、これ。e w e a ウェザーって言って、ウェザーを与えられるとじゃないですね。天気を与えられるとじゃなくて、天気を考慮するとっていうふうに、えー、使ったりもするわけなんですよ。はい、次ですね。えー、これも、えー、セットフレーズですね。weather permitting ですね。えー、天気が許してくれるんだったら、the game will be held ですね。ゲームはこれ開かれる場ですね。開かれるだろう,そう。天気が良かったら、天気が許してくれるんだったらってやつです。えー、こういうふうにですね、頭に 名詞がくっついいてるバージョンのの独立分子公文っていうのもあります取説はゲームさんですねゲームが開かれるだろうって言ってゲームが来てるわけですがこの「パーメット」の意味上の主語は「weather」ですねこういうふうに書かれてる。というからまあ普通は主説の主語に一致しないんだったら普通は書いてやらなきゃいけないわけですよだからこういうふうに書かれている独立分子構文もあります。 なんかねこっちの方が有名になっちゃってるから書かれてるやつっていうのがすごく珍しく感じちゃう人もいるんですけど普通は書いてやんなきゃいけないんですよただセットフレーズで覚えていいでしょ文で覚えてください「Whether permitted the game will be held」っていう風にえ覚えてくださいでは次の問題に行ってみましょうさあ初めてじゃないですか全知詞が並んでますね「Ken was sitting なんとか his arms crossed」って選択肢が「Art in with to」 ってやつですさあできましたかねはいねまあ知ってる人はもう一発だけどこれ結構ねハイレベルだったりするようでですね出てきちゃうと解けないっていう人がすごく多いんですよ答えは w t h ですそう分子構文のところに出てくる w i t h と言われるやつですね、はい、でこれどういうふうになってんのっていうふうに思うかもしれないですが「c a n w e s t e e l In」ですね メインのパートがありますね剣が座っているところだったよ覚えてますね進行形はそう過去の何かを知る途中だったってやつねそうケは座っているところだったよはいでどういうふうに座っているのかって言ったらまあよくね言われるのはこの「with」足す名詞足す α とかって言われることが多いですね。そうここここががああっってて名に クロストっていう加工分子が来ててますね名詞プラスアルファになっているんですねでここにまあ過去分子が来たりとかね形容詞が来たりとかいろんなものが来るんでえ今回はまあこの表現だけやっておきますがいろんなパターンがあるんですよ。ここで、まあ、なんで分子構文って言われるのって言ったらこれがこうな状態でとかこれがこうなままでとかって言われる時に使うやつです。だから腕を組んで座ってましたよって意味です。 で腕が組まれてるんですねクロスされてるのでえ手術の関係が成り立ちますこれもだから先生によっては手術の関係に成り立つやつ OC ってやったら覚えてますね SVOC って、ね、これからまた詳しくやっていきますけどそれがあるので w プラス o c とかって教える人もいますそれぐらいまあとにかく手術の関係が成り立つ手はクロスされる側ですね手をクロスティングでなくて手はクロスされる側だとかっていうのでよく出題されるんですよ。 でこいつもなんで独立分子構文出てくるんですかほら主節の主語とは別ですね。主節の主語と剣と剣の手腕は別でしょだから with の後ろに別のキャラが出てくるっていうやつです。さらにほら分子構文みたいにさっきみたいに wetherpermitting みたいな形で分子が続いてますね。だから分子構文のところに出てくるんですよ。これ意外と大事ですかね。主節とは別の名詞が出てくるときにこうやって with プラス名詞プラス α っていうのが出てきたりするよってことです。 覚えてしまった方が早いです Can we sit in g with his arms crossed? で覚えちゃいましょうね、もしくは Can we sit in g with his arms folded? で出てくる時もあるのでこっちもしておきましょう Fold ってあれ畳むですねここ腕畳んでるっていうので出てきます他にどんなの出てきます知ってますか with his legs crossed? ですねこれ足を組んでるんですね Can we sit in g with his legs crossed? ですね、えー、これ見せ バキッて言いそうでちょっとダメだ。足がクロスされた状態で座ってましたよって言いますね。これも手術の関係が成り立っているわけですよ、ここにね。足がクロスされている。で、他にも、With his eyes closed、ね。目をつぶってです、ね、座っていたっていうふうにすることもできます。これも同じですね。目が閉じられている。というふうになるわけですね。はい。 できましたねそれですまずはこのねアームズとラクスとアイズが重要ですからこれらをフレーズで覚えてくださいそしてえ別のものが出てきた時にああこういうふうにも使われるんだっていうふうになると思ってくださいで「うーん知ってる知ってるそんなの」ってなめてるでしょもう英作文にするとめちゃくちゃ間違いますねこれね本当に分子構文ってまあそもそも生徒たちには使うなって言ってるぐらいですから なぜかもう間違える人があまりに多いからです、分子構文これをね、習うせいでね、めちゃくちゃなルールをね、作るやつが出てくるんですよ。ルール勝手に作りようがね、現れるわけなんですよ。どういうことってったら、創計クラスも、東大クラスも、もうこういう答えのオンパレードです。えー、with entering the room, I felt scared とかね、えー、いう、もう勝手に分子構文が出てきたら、with をつけるみたいな、そういう習慣を持つ人がいっぱいいます。これめちゃくちゃたくさんいます。 これ、わかりますね。主説の主語にこれ、一致してるんですよ。付き合うって怖がるっていう意味ですけどね。これ、そう、怖がらせられるっていうのから来てて、ね、怖くなったってことですね。部屋に入ると、で私はなんかわかんないです。なんか、みたいな怖くなった。みたいな感じなんですが、そうなんです。これ、だから主説の主語と同じですね。エントリングって。この人。私が入ってるわけですよ、部屋に。そういう時に勝手にウィズつけちゃダメですからね。こっちは主説の主語と別物だから、 わざわざウィズさんをくっつけてくれてるわけですからその同じ時にウィズをつけちゃダメですはい、なんで気をつけくださいはい、こういうふうにウィズを対応してしまうっていうのがいっぱい出てきます はい、最後今日の英単語やってみますね、えー。今日の英単語はフランク、先ほど出てきたやつですね。Frankly、え、speaking、ーまあ、とかね、なんとかスピーキングっていっぱいあるんですよ。スト y ッ p スピーキング、厳密に言うとかね、テクニ s p スピーキングとか、たくさん出てくるんですが、このフランクリ p スピーキングですね、本当に間違える人が多い。英作文もそうだし、実際会話でも間違ってるやつがいっぱいいるので、ちゃんとやってきます。えー、どういうことですね Frankly s p e a k I n g I don't like John ですね。率直に言って、私、ジョンのことが 嫌いっていうことなんですねこいつなんですがイメージを持ってくださいね率直に言うとってですね漢字で書くと素直らしいですね,ね私感じできないですからはい、素直って言うとですねなんかねいいように聞こえちゃうらしいんですよ率直に言うとって良くない時に使う表現ですからね間違えないでくださいねこれ。 ネガティブな意味だっていうのを忘れない。かなりシリアスな時とかに使うことが多いわけですよ。これジョン嫌いとかってめっちゃ悲しい、ネガティブなことでしょこの日本人とか普通に会話してて、まあ韓国人も結構多いんですよ。似てる表現があるからですね。フランクフリースピーキング、I love you とかですね、言う人いるんですよ。いや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 、ネガティブなことなの、それ。間違えないでください。必ずよろしくない時に使うんだっていうのを知っておいてください。 例えば似たような表現で、to be frank with you なんていう表現がありますね。これも同じです。to be frank だけでもよく使う表現ですね。これも同じです。率直に言うと、率直に言って、ジョン嫌いみたいなねで。そういう時に使う表現です。これだから、よろしくない時に使うんだと思ってください。なんか正直に言って、 でいいことだみたいなね、うん、桜の木を切ったのは私ですみたいなね、えー、そういう時に、何の話だ、そう、なんかいいことっていうね、正直に言うこと、素直に言うことはいいことだっていうプラスのイメージを持っちゃってる人が多いせいで、このフランクっていうのは間違いやすいです。だからフランクリースピーキングやトゥビーフランクっていうのはよろしくない。結構シリアスな場面。だかららさっきもほら お前仕事やめた方がいいよっていうのはだからお前全然仕事できねえじゃねえかって意味だったんですよさっきのフランクリスピーキング You should quit your job っていうのはね、うんお前全然ダメだなね、やめた方がいいよってそういう文だったってことですねこれは使い方気をつけてくださいはいこの動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします <music>